一つ目、足立区女性教師殺人事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。突然だけど、日本には未解決の殺人事件が何件あるか知ってるか？そんなに多くない気もするけど。2017年の情報にはなるが、5130件の事件のうち、未解決事件は695件もあるんだぜ。じゃあ、2021年の今はもっと増えてる可能性もあるってことね。そうだな。しかも、中には時効が成立している事件もあるだろうしな。時効が成立するのってどれくらいなの？事件の内容によって変わるが、一番短くて1年、一番長くて30年と決まっているぜ。時効が成立した後に、犯人が自首することってあるの？今回の事件が、まさにそうなんだ。15年の公訴時効が成立した後に、犯人が自首したんだぜ。なんでわざわざ自首してきたのか、すごく気になるわね。この事件は、もともと1978年8月に、東京都内の小学校に勤めていた。女性教師、石川千香子さんが失踪し、未解決事件になっていたんだ。1978年って思ったより昔の事件なのね。そうだぜ。それから、公訴時効成立後の2004年に、失踪当時、小学校の警備を担当していた男、和田信也は、女性教師を殺害したことを、実施したんだ。時効成立後に実施した場合って逮捕されるの？逮捕されることはないぜ。ただ、尊い命を奪った罪自体が消えるわけではないぜ。そうなんだ。と、事件当時から実施するまで、ビクビクしながら生活していたんでしょうね。確かに、いつ見つかるかわからない恐怖と戦いながら生活していたな。実際、石川さんの失踪後、和田信也の自宅が途端で囲われるようになり、有刺鉄線やサーチライトも設置されていたんだぜ。そこまでの徹底ぶりだったのね。和田信也は、なんで石川さんを殺害したの？理由として、普段から、弁当に睡眠薬を入れられたり、有毒ガスをまかれたり、と、嫌がらせを受けていた。その日も、ぶつかったことで言い合いになり、石川さんが騒ぎ出したから殺したと言っているぜ。ただ、石川さんの弟が、言い合いになったことに対して否定しているんだ。なんて言っていたの？姉が人と争う姿を見たことがない、それくらい穏やかな性格だったと言っていたぜ。そうなのね。ところで、普段から嫌がらせを受けていたってどういうこと？どんな人物なの？和田信也は高校を卒業してから製缶会社や自衛隊など、職業を転々と変えていたんだ。給食調理師として働いていた妻の紹介により、1973年4月から小学校の警備員として働き始めたんだぜ。この話だけだと悪い人ではなさそうだけど、何があったの？和田信也は創価学会員だったんだけど、この学校の職員には、共産主義の人が多かったんだ。それで、主義主張の違いから、嫌がらせを受けていたと言っていたぜ。なるほどね。正直、この話に関しては和田信也が一方的に言っているだけだから、全てが真実かはわからないんだけどな。これこそ、死人に口なしだよな。確かにそうね。どうやって失踪したことがわかったのかしら？おっと、そうだよな。じゃあ、今からこの事件の詳細を紹介するぜ。石川さんは事件の前日の8月14日までは、無断で学校を休むことはなく真面目に出勤していたんだ。ただ、給料日であった15日も、日直であった17日も、プール当番であった22日も、連絡もなしに投稿していなかったんだぜ。普段真面目に出勤していた人が、そんなに連続で無断欠勤だなんておかしいわ。他の職員は、何か知らなかったの？14日までは出勤していたわけでしょ？霊夢、8月の小学校って何の時期かわかるか？夏休み。そうだぜ。夏休み期間っていうのは基本、生徒はプール授業以外では登校していないし、学校にいるのは、教頭や数名の職員だけなんだぜ。だから、14日に何があったのかを知っている職員はいなかったんだ。そうだったのね。心配だったでしょうね。そうだぜ。この学校の校長も心配になり、石川さんのアパートに行ったがそこにはいなかったんだ。実家に連絡はしたの？北海道の実家にも連絡をしたんだが、家族は、帰ってくる予定もなく、今どこにいるのかもわからないという状況だったんだぜ。なるほどね。この状況に、ただならぬ事態だと直感した家族から、捜索願いが出されたんだ。だけど、ずっと見つからないから未解決事件だったのよね？そうだぜ。見つからないまま10年が経過した1987年の11月に、少しの進展と思われることが起こったんだ。何があったの？1987年1月に大韓航空機爆破事件という事件があったんだ。その実行犯のキムキョンヒがリュネという女性から、日本語教育を受けたことを言っていたんだぜ。あの事件のことね。そうだぜ。
その理由ね、に石川さんが似ているということが話に上がったんだ。その結果、北朝鮮による日本人拉致問題の被害者として、2003年に特定失踪者リストに石川さんの名前が掲載されたんだ。家族は藁にもすがる思いだったんでしょうね。きっとそうだったんだろうな。それで、そのリストに掲載されたことによって何か変わったの？いや、掲載されたことで何かが変わったわけではなかったんだ。じゃあ、また振り出しに戻ってしまったのね。そうでもないぜ。この失踪事件は、思ってもみない形で決着を迎えるんだぜ。どういうこと？事件発生から26年後の2004年8月21日に、事件当時石川さんの最後の目撃者であった和田信也が、警視庁綾瀬警察署に自首をしに来たんだ。26年も未解決だったのね。そうなんだぜ。自首をしに来た和田信也は、石川さんを殺害し自宅の地下に埋めたと言ってきたんだ。道理で見つけられないわけね。だけど、どうやって埋めたの？殺害をしてから、15日までは遺体を毛布でくるんだ上にロープで縛った状態で、自分の車のトランクに隠していたんだぜ。16日に遺体をビニールシートで再度包んで、奥さんの留守中に4時間かけて、スコップで約 1.4 メートル下まで穴を掘って埋めたんだ。じゃあ、それから発見されるまでの26年もの間、和田信也も、その奥さんも遺体とずっと一緒に暮らしていたことになるのね。そうなるな。発見された時には、もう白骨化していたからな。悲しいわね。だけど、時効が成立したってわかっていたなら、なんで急に実施しようと思ったの？確かに、逮捕されないからって、そのまま隠しながら生活する犯人もいるかもな。理由としては和田信也の自宅のある地域で、区画整理が決定したからだと言われているぜ。それだけ？そうだぜ。区画整理中に遺体が見つかるのを恐れたからっていう理由なだけで、罪を償いたいとか、後悔の念に苛まれた、とかではないんだぜ。そんな、実際、判決が出た後にマスコミの取材に対して、謝る気は全くありませんからと話しているんだぜ。尊い命を奪っておきながらそんなことが言えるなんて、ありえないわ。その判決ってどういうものなの？じゃあ、裁判の内容について簡潔に説明するぜ。まずこの事件に関しては、公訴時効が成立しているから、殺人罪として裁判を行うことは不可能だったんだぜ。そうだったわね。だから、逮捕されることもないってことだったわよね。そうだぜ。だから、石川さんの遺族は2005年4月に、民事公訴で戦うことを求めたんだ。2006年9月に、東京地裁で和田信也が遺族3名に対して、慰謝料100万円と弁護士費用10万円の、計330万円を支払うよう命じられたんだ。その後は？2008年1月に東京高裁があったんだけど、それまでに色々な動きもあって、慰謝料4255万3206円の支払いを命じたぜ。東京高裁で終わりなの？そうだな。2009年4月に和田信也が不服を申し立てて、最高裁もあったけど判決内容は変わらなかったぜ。東京高裁での動きに関しては、この動画で説明するには長すぎるから、気になる人は足立区女性教師事件裁判で調べてみてくれ。調べてみようかな。その賠償金ってどうしたの？賠償金に関しては、石川さんの遺体を隠し続けていた自宅を売却したお金が当てられたんだぜ。自宅を売却して、今はどうしてるの？今は千葉県に自宅があって、そこで奥さんと一緒に暮らしているぜ。そうなんだ。それにしても、命を奪ったことに対してお金で済まされるなんてね。そうだよな。石川さんの父親は、石川さんの行方を知ることはできないまま、1982年に胃がんで亡くなっているんだぜ。母親も、裁判の流れや判決結果を知らないまま、2007年に亡くなっているんだぜ。大事な娘が行方不明になって、しかも見つからないまま。この世を去るなんて、どれだけ辛かったか想像もできないわ。二つ目、名古屋アベック事件。この事件が起きたのは、1988年2月23日未明から25日にかけてだった。その日、被害者となった男女は、名古屋市緑区にある大高緑地公園の第一駐車場に来てたんだ。その二人はカップルだったの？ああ、事件名のアベックっていうのはカップルのことだ。最近じゃあんまり聞かなくなった言い回しだけどな。このカップルは、男性の方が19歳の理容師で、女性の方が20歳の理容師見習いだったんだ。同じ仕事をしてる人たちなのね。この二人は、女性の父親が普段使ってる車で来てたんだが、そこに荷台に分乗してきた男女6人の犯人グループが強盗目的で現れた。そんなに人数がいたの？この犯人たちは普段から強盗などを行ってたグループで、この時も木刀や鉄パイプなどで武装してたんだ。事件当日も名古屋市港区の金城埠頭付近で2台の車を襲って、計8万6000円余りを強奪したぜ。
それにより調子づいてた彼らによって、フロントガラスは破壊され、男性は車外に引きずり出されてリンチを受けた。以前からやってるっていうのもあって、手慣れてる印象を受けるわね。一方、女性も車外へと引きずり出されて同様に暴行を受けた。それだけでなく、強姦された上にタバコの火を押し付けられ、陰部にはシンナーをかけられ、ライターで髪を燃やされたんだ。ただの強盗目的にしては妙じゃない？金品を盗むだけなら、そこまでする必要性がないわ。犯人が考えることなんてわからないが、そういった行動をとってたこともあってか夜が明けてしまい、被害者男女に警察に行かれるかもしれないと考えて、二人を自分たちの車に連れ込んで拉致したんだ。計画性があるのかないのかわからないわね。犯人グループは名古屋市内にあるホテルに二人を連れて行くと、そこで再び女性を強姦し、被害者二人をどうするか話し合ったらしい。当初は男性を殺害し、女性は売り飛ばすと考えたらしいが、その当てがないため結局二人とも殺害するという発想に至ったそうだ。当てもないのにそういう発想が出るあたり、まともじゃないんでしょうね。こうして男女を殺害することを決めた犯人グループは二人に目隠しをし、車に乗せて一群長久手町の大塚公園墓地へと向かった。この時二人は、逃がしてやる、と言って、二人を連れ出したんだ。まあそもそも、こんなことをする人間が逃がすわけがないわよね。墓地へと到着すると男性だけ車から降ろし、手首を拘束して口を塞いだ状態で、ビニールロープを首に巻きつけて、左右から綱引きみたいにして締め上げて殺害したんだ。この時、犯人グループは男性にわざと、苦しいか、と聞き、20分もかけて締めたんだ。初めての殺人にしては妙に手慣れてるし、悪質だわ。まあこれまで解説してきた事件の中にも、初犯なのに残忍な殺害方法だった犯人はいたよな。そうして殺害された男性はトランクに乗せられ、車は再び出発した。この時女性は異変を感じて、男性の身を案じて犯人たちに質問したが、男性同様に口を封じられてしまった。男性の遺体も乗せたってことは、どこかにまとめて遺棄するつもりなのね。一旦犯人グループの一人のアパートに移動すると、女性を殺害するまでの時間を過ごす際、再度にわたって女性を強姦した。その後、三重県阿山郡の山中に移動すると女性に目隠しをし、犯人グループの男たちは遺体を埋めるための穴を掘った。名古屋じゃなくて三重の方まで行って遺棄しようとしたのね。その間、犯人グループの女から、最後に何かしてほしいことはないか？と問いかけられた女性は、彼が殺されたの分かってるから彼の顔が見たい。彼と一緒に埋めて、と答えたそうだ。その要望は通ったの？ああ。男性の遺体を見て涙を流した女性を、犯人グループは笑っていたそうだ。その後、パンツだけの状態にさせられた女性は再び目隠しをされ、穴のそばの地面に座るよう命じられた。それを受けて女性は両膝を抱え込むようにして、地面に腰を下ろしたらしい。殺害方法は何だったの？男性と同じビニールロープを使ったものだった。犯人グループはその手法を、綱引き、と称し、30分以上もかけて女性を絞殺した。そうして殺害された二人は、抱き合うような形で穴の中に埋められ遺棄された。あまりにも残虐だわ。でも証拠が残ってないと、逮捕するのも難しいんじゃないの？確かに犯人グループは被害者の衣服を回収してるし、遺体も遺棄されてしまった。ただ、どうやら目撃者がいたらしく、その目撃証言によって、犯人グループは27日に逮捕されたんだ。そういえばこの犯人たちは普段から強盗をしてたみたいだし、もしかするとある程度目をつけられてたのかもしれないわね。こうして逮捕された犯人グループだったが、彼らが行った犯行はあまりにも残虐非道であり、社会的影響も大きかったこともあってか、未成年でありながら実名が報道されることになった。正直未成年だから実名を隠すのはどうなのかっていうのはあるけど、確かに少年法があるのに実名が出たっていうのは珍しいわね。これによって報道された彼らの氏名は、小島茂雄、徳丸信久、高志健一、近藤博之、雄三治理恵、筒井義恵。彼らのうち一人は20歳を迎えてたが、他のメンバーは全員未成年だったぜ。未成年の犯罪はいろいろあるだろうけど、ここまで残虐なものはなかったでしょうし、実名が報道されたっていうのは衝撃も大きかったでしょうね。ああ、彼らの犯行の残虐さから、実名報道されて当たり前だ、とする人もいれば、それに反対する人もいた。これに関してはここの意見があるし、キリがないからこれ以上は触れないでおくぜ。まあ、残虐じゃなければ実名を隠してもいいのかっていう話にもなっちゃうしね。それとこの事件は、漫画作品である、善悪のクズ、や、闇金牛島くん、の元になったとも言われてるんだ。それだけでなく、山田孝之主演の映画、凶悪、も、この事件をモデルにして作られたそうだ。犯人直撃、1988名古屋アベック殺人、少年少女たちのそれから、
ていう本も出版されてるぜ。漫画は私も聞いたことがあるわ。この事件が関わってるとは思わなかったけど。ここからは犯人グループに下された判決について話していこう。まず第一審で主犯格の小島に死刑、準主犯格の徳丸に無期懲役、高志に懲役17年、近藤に懲役13年、龍造寺と筒井に、懲役5から10年の不定期刑の有罪判決が下されたんだ。未成年で死刑っていうのはかなり珍しいわね。それだけこの事件は悪質で残虐非道であり、少年の域を超えてたということかもしれないぜ。特に主犯の小島は母親に、少年法があるから死刑はないし、絶対大丈夫だって、と語ってたそうだからな。ただ、小島と徳丸は一審の判決を不服として即日控訴を行ったんだ。他のメンバーはただの懲役刑だけど、その二人は死刑と無期懲役だものね。どうやったって刑務所からは出られないし、擁護はできないけど控訴する心理はわかるわ。これによって控訴審が開かれることになったんだが、この時に安田義弘氏が弁護人として小島の弁護についたんだ。その安田さんは何者なの？安田義弘氏は、死刑廃止主義者として有名な弁護士で、それまでも凶悪事件や死刑宣告された事件の弁護を多く担当してきた人なんだ。実際にいくつもの死刑判決を回避させてきた凄腕だぜ。じゃあまさか、死刑判決は覆ってしまったの？ああ。安田義弘氏の弁護によって、少年法が裁判で持ち出され、これによって小島は死刑宣告を免れることになったんだ。とはいえ、それでもやったことがやったことだから、無期懲役という判決にはなったけどな。安田さんは弁護士だから、それが仕事なんでしょうけど、それでも殺されてしまった二人のことを思うと、なんともモヤモヤする形になってしまったわね。それじゃあここからは、加害者被害者双方の関係者たちのその後について話していくぜ。まず主犯格の小島と準主犯格の徳丸は、無期懲役で今でも岡山刑務所の中にいる。徳丸は不明だが、小島は被害者遺族に、謝罪と反省の手紙を作業賞与金を添えて、定期的に送ってるそうだ。それは、反省してると考えていいのかしら？形だけなら何とでもできるから、こればっかりはわからないぜ。ただ真面目にしてるということもあってか、模範囚になってるそうだ。しかもこれは結構珍しいんだが、殺害された男性の遺族である父親と文通を行ってたみたいだ。確かに珍しいかもしれないわね。お父さんからすれば、息子を殺した犯人なわけだし、顔どころか文字も見たくないって思われてもおかしくないだろうし。無期懲役になった二人以外のメンバーはもう刑期を終えて出所してるんだが、そのうちの一人である高志は、出所後すぐに消息不明になってるんだ。どうしてそうなったのかしら。彼らには遺族に賠償金を払うように命令が出てるんだが、高志はそれを払いたくなかったんだろう。実際高志は、本来支払わなければならない賠償金を払ってないみたいだからな。反省なんてしてないって感じね。高志だけでなく、近藤の方も同じように、遺族への賠償金を払わずに逃げ続けてるそうだ。特に近藤は本当に一切払ってないらしく、今ではどこかで重傷隠したまま、結婚までして、普通に生活してるみたいだぜ。でも当時、彼らは未成年だったのよね。一人だけ20歳の犯人もいたけど、彼らの家族から支払われたりはなかったの？それが高志と近藤の両親は、二人の後半にも、一切顔を出さなかったらしいんだ。単に絶縁をしたのか、それとも彼らと同じように賠償金を払いたくないから、無関係を決め込んだのか、その理由はわからないけどな。まあ事件を起こした本人ではないから、そこは何とも言えないわね。そういえば他の二人はどうなったの？龍造寺と筒井もまた消息不明になっている。一応その後の消息らしき情報はあったんだが、情報源が不明だから今回は触れないでおくぜ。ただ共通してるのは、どちらも賠償金を全額支払ってないっていう点だ。結局のところ、ちゃんと賠償金を払い続けてるのが確認されてるのは、主犯格の小島だけってことになる。結局他のメンバーは、懲役刑を受けても、何も変わらなかったわけね。ただ、昔放送されてた、暴露ナイト、っていう番組で、ジャーナリストの中尾浩二氏が犯人の一人に取材してるんだ。この人物は名前を伏せられてたんだが、性別は男とだけ明かされてた。一人は行方が分かってたのかしら？そこでの取材によると、犯人本人はまるで正気が感じられなかったとされてて、反省はしているのか？更生したのか？と聞かれても、覚えてないんです、という回答が返ってきたらしいんだ。ここに来て、まだしらばっくれてるのかしら？実際のところどうなのかは不明なんだが、中尾氏によるとこれは犯罪心理の一つである、血の酩酊が原因かもしれないらしい。これはドイツの精神医学会が名付けた現象で、誰かを傷つけて本物の血を見てしまうと、リミッターが外れて興奮に酔い、
さらなる興奮を求めて、連続殺人などを行ってしまう現象なんだそうだ。つまりその犯人は、犯行時に血を見たことでその状態になってて、一種の興奮状態だったからはっきりと覚えてないってこと？もちろん適当にしらばっくれてるのかもしれないが、そういった現象はあるみたいだから、可能性としてはあり得ると思うぜ。形はどうあれ、とことん他人事なのが嫌な感じだわ。ここからは、被害者遺族にも少し触れていくぜ。まず被害者男性の父親は家庭が崩壊し、事件によって追い詰められた末、1993年に急死してしまったそうだ。小島と文通をしてたお父さんよね。息子さんを亡くしたわけだし、精神的に弱ってしまったのね。次に被害者女性の家族だが、父親は他の子供たち一家と暮らしてるらしい。ただ、母親は事件から9年後の1997年11月に、59歳の若さで亡くなられたそうだ。どちらも大切なお子さんを亡くしたんだものね。しかも殺害された二人は、互いの両親公認の中で、将来は二人で店を持とう、と誓い合ってたみたいだからな。働いて店を開くための資金まで貯めてたらしい。それを聞くと、ますますご家族が苦しんだのがわかるわ。お互いの家族のことも知ってたんだもの。事件に関する内容は以上だが、最後に現場となった大高緑地公園の現在についても触れておこうと思うぜ。かなり凄惨な事件があったわけだけど、どうなったの？大高緑地公園自体は今でも残ってるんだが、近くにイオンショッピングモールが建って、バイパスが開通したことによって近隣は賑わって、大高緑地公園の利用者数も増えたんだ。人が増えたのはいいことかもしれないわね。さすがに人がたくさんいる場所では、堂々と犯罪はできないでしょうし。ああ。ただ、地元の若者の大半はこの事件を知らないみたいで、親から聞かされて知った人がわずかにいる程度らしいな。事件そのものが忘れられそうになってるみたいだぜ。世代が変われば、そういう事件のことを知らないっていう人も出てくるわよね。絶対に忘れちゃいけない事件だけどね。その通りだな。それもあってか、事件後に大高緑地公園に建てられた、アベック注意、と書かれた看板は、看板が錆びついた今もそこにずっと残されてるそうだ。せめてその看板が残ってるのが、救いかもしれないわね。事件を知らない人でも、その看板を疑問に思った人が調べて知ったりするかもしれないし。三つ目、勝田清隆事件。まずは一連の事件の犯人である勝田が逮捕された事件から説明していくことにするぜ。1983年1月31日、この日の名古屋の街は冬晴れの良い天気の日だったそうだ。最高気温こそ10度足らずだったそうだが、月末の月曜日とあって第一勧銀ご起訴支店は客で賑わっていたらしい。そうでしょうね。出し入れする金額も大きいでしょうし。犯人の勝田は、人目につきにくい場所に駐車場がある銀行としてご起訴支店に目をつけ、預金を引き出した銀行の客が駐車場で、自分の車に乗るのを待ち伏せて拳銃を突きつけた上でその自動車に押し入り、約13キロほど離れた名古屋市西区中尾台付近まで、被害者に運転させて金品を強奪し、被害者をトランク内に閉じ込め、その隙にあらかじめ中尾台あたりに止めておいた。自分のクラウンで逃走する計画を立てていたんだ。周到な計画ね。だけど中尾台から支店までの足はどうしたのかしら？まず一宮市内で物色した後、適当な車が見つけられなかった勝田は犯行当日の朝9時頃に、鍵をつけたまま中尾台付近に路上駐車してあった軽自動車を見つけ、手袋とサングラスで変装してこれを盗み、その車で第一勧銀ご起訴支店に乗りつけていたんだぜ。はぁ、言い方は悪いけど、犯罪を犯す気満々って感じよねー。そうして芋の待ちをしていた勝田の前に現れたのが、とある会社の A 社長だったんだ。勝田はその服装や乗ってきた車から、多額の預金を引き出しに来た工場の経理担当者と判断し、A 社長が払い戻しを受けた100万余りの現金を手に車に戻ったところ、その助手席に乗り込み、A 社長の脇腹に拳銃を突きつけこの拳銃は、名古屋の警官から奪った拳銃だ。お前も名古屋の事件は知っているだろう。と脅して車を出させようとしたが、A 社長は隙を見て拳銃を足つかみにして銃口をそらすと、大声で強盗だと叫び、その声を聞いて、駆けつけた銀行員たちと共に勝田を押さえつけて、急を聞いて駆けつけた愛知県警の警察官に現行犯逮捕されたんだ。A 社長度胸があるわねー。行員さんともども怪我はなかったのかしら？格闘中に勝田は2発撃ったんだが、いずれも幸いにして命中せず、A 社長が勝田に手を噛みつかれた程度で済んだらしい。それにしても、勝田はどこから拳銃を調達していたわけ？それに脅し文句の名古屋の事件って何？実は、勝田はかなり前から土地勘のある名古屋で、警察官を襲って拳銃を奪うことを計画してたんだ。
そのために周囲に民家が少なく、夜間には人通りがなくなる寂しい場所にある、畜作の田代北派出所に目をつけたんだ。なんというか、犯罪における計画性の高さとしてはすごいものがあるわね。いやいや、勝田の本領が発揮されるのはまだまだこれからなんだぜ。勝田は田代北派出所付近の地理を塔に叩き込むため、何度も周辺を自分のクラウンで走行しただけでなく、逃走をより安全確実にするために、名神高速道路小牧インターチェンジから派出所までを実地に走行して、その所要時間を計測したりしていたんだ。その情熱をまともなことに使えばいいものを。そして銀行に押し入る前年の1982年10月27日午前0時頃に、名古屋市中区新営付近で大学生のセリカを見つけて、勝田が以前所有していたセリカの鍵でロックを解除すると、エンジン音で盗難が発覚するのを恐れて、駐車場の出口までセリカを押して移動させて、まんまとセリカを盗み出すことに成功したんだ。ちょっと待って、今何気にスルーしたけど、他の車の鍵でロックが解除されちゃうことってあるの？ああ、当時の鍵は外交の鍵が主流で、しかも生産台数も今とは比較にならなかったからな。ぴったり同じだったかどうかは定かではないが、ある程度似ていればどうにかなったんじゃないか？なるほど。そしてその盗み出したセリカを田代北派出所近くに駐車すると、こちらも兼ねてから用意しておいた、長さ60センチほどの鉄棒をセリカの車中に残して、一旦帰宅して当日の午後7時頃にはアリバイ工作のため、馴染みの女性を居酒屋に送迎するなどした後に、変装をして派出所近くに出かけると、午後9時過ぎに偽電話で呼び出した巡査をセリカでわざと跳ねた後に、Uターンして巡査の元に戻り、うめき声を上げていた巡査に対して、通行人を装い解放するふりをしながらセリカに積んでいた鉄棒で殴打。万が一目撃されてもすぐには怪しまれないようにするなんて、どこまでもずる賢い男ね。巡査の抵抗が弱ったところで、携帯していた拳銃を奪って逃走したんだ。巡査の怪我はどうだったの？車で跳ね飛ばされた上に鉄棒で滅多打ちにされたため、頭部挫創及び左眼下部骨折で全治4ヶ月以上の重傷だったんだぜ。つまりこれが勝田が脅し文句で言っていた名古屋の事件なわけね。こうして拳銃を手に入れた勝田がこれ以降に起こした5件の事件が、警察庁広域重要指定113号事件なんだ。広域重要指定事件って、同一犯の犯行と思われる事件が複数の都道府県で起きた場合に、複数の都道府県警察組織に捜査協力を求めるため、警察庁が決定する制度よね？ああ、勝田の113号以外だと、例えば宮崎努は117号、長山基準の長山則夫は108号なんだぜ。本筋に戻ると、念願の拳銃を手にした、勝田はまずスーパーマーケットで金品を奪うことを計画。そこで1982年10月30日の夜10時頃に、静岡県浜松市中区にあったスーパーの駐車場にクラウンを止め、変装をすると周辺の道路状況を確認し、スーパーの閉店時間が午前2時なことを確かめると、翌10月31日の午前2時過ぎに、ヘルメットとサングラス、タオルで顔を隠して、店内の休憩室にいた店員3名に拳銃を突きつけて、この拳銃は名古屋で強奪した拳銃だ。金を出せ、と脅したものの、店員たちの抵抗に遭い、金を奪えずに逃走しているのが1件目なんだぜ。しかし、毎回自分から名古屋で強奪した拳銃とか名乗ってるのって、何のためなのかしら？そういえば、相手がおじけづいて言うことを聞くと思ってるんだろうけどな。それにいくら隣接しているとはいえ、名古屋の次は浜松って犯行範囲が広いわね。実は勝田の自宅は京都市内にあったんだが、消防士になる前に奈良県の運送会社でトラック運転手をやっていた時期があるんだ。その当時の勝田にとって奈良から三重県、名古屋までのルートは、日常的にトラックを運転していたルートで土地勘があったらしい。さらにこの浜松の事件を起こした当時の名古屋は拳銃強奪事件の直後で、どこも警戒が強化されていたそうだ。なるほどね、だから自宅に近い京都や奈良は避けて浜松で事件を起こしていたわけね。そういうことらしい。そしてスーパー襲撃に失敗した直後の勝田が次の現場に選んだのは滋賀県だったんだ。直後にもう次の事件を？ああ、スーパーから逃げた勝田は、1982年10月31日の早朝に京都の自宅に帰り午後6時頃まで寝た後、一旦は名古屋市内の深夜営業のスーパーに狙いを定めて、自宅からクラウンを運転して出発したものの、クラウンでは足がついた時にまずい、と思い直し、ヒッチハイクで名古屋に行くことを思いつくんだ。つくづく計画性があるんだか、行き当たりばったりなんだかわかんない男ね。勝田は名神高速の大津サービスエリアでクラウンを止めると、変装をして千葉県へ向かおうとしていた車に、同乗させてもらうことに成功したものの、途中でズボンから拳銃が落ちて被害者に気づかれてしまうと、
高速道路では逃走が難しくなると判断し、瀬田西インターチェンジから名神高速道路を降りて、国道1号を名古屋に向けて走行させる途中、被害者の抵抗にあったため、縛り上げた後に、被害者が必死で胸の前で抱えていたクッションを、拳銃で払いのけながら撃ったんだ。ひどい。抵抗されるのなんて当たり前なのに、それに激高するなんて。その後、勝田は瀕死状態の被害者から現金4万円余りを盗むと、被害者を乗せたまま名神高速の養老サービスエリアまで行き、証拠隠滅を図って車のドアなどを拭いていたところを、サービスエリアのガソリンスタンド店員に見られたと判断。日付が変わった1982年11月1日午前2時過ぎに店員に対して、名古屋の拳銃強盗事件を知っているやろう。この拳銃は名古屋の事件の拳銃や、売上金を出せと脅したものの、後ずさりしながら逃げられそうになったため、左胸めがけて一発拳銃で撃ったんだ。え、怪我は？それが弾丸が、たまたま店員の胸ポケットに入っていたライターに当たって、急所それたため致命傷にはならなくて済んだんだ。不謹慎な言い方だけど、まるでドラマか映画みたいな話ね。しかし最も驚くべきは浜松のスーパー強盗未遂から、ヒッチハイク事件、さらに養老サービスエリアのガソリンスタンド店員を襲うまでが、1982年10月31日から11月1日までの丸2日間の出来事という点だろうな。そしてこれら一連の事件で手にできた金がわずか4万余りだったことに苛立った勝田は、1982年11月28日午後9時過ぎに、以前に強盗致傷事件を起こした京都市山科区にあった、スーパーエポック山科北店に手袋に変装用のジャンパー、ズボン、覆面用のタイツとフルフェイス型ヘルメットをかぶり侵入。入り口ドアを中からロックして、事務室で売り上げの計算をしていた店長に、拳銃を突きつけて150万余りを奪って逃走したんだ。そして逮捕のきっかけとなった、1983年1月31日の第一勧業銀行強盗致傷事件を起こしたわけね。そもそも、犯人の勝田清隆ってどういう生い立ちの男なの？勝田清隆は1948年8月29日に、現在の京都府木津川市で農家の長男として生まれているんだ。実家は比較的裕福で、長男として育った勝田はわがまま放題に育ち、高校に進学する頃には、ひったくりや盗みなどを繰り返し、大阪府阪南市の泉少年院に収容されているんだ。地元じゃ名前の知れたわるってところね。少年院を出た後は職を転々とし、恋人ができたものの、少年院帰りを理由に結婚に反対されたために駆け落ちをして、その後は奈良県で運送会社に勤務してトラック運転手をしていたんだ。その頃に名古屋を中心とした東海エリアに土地勘ができたのね。ああ、その後23歳になった頃に、地元の京都府木津川市や総楽郡笠置町、和塚町、南山城村などが管轄の、相良中部消防組合の採用試験に合格して、晴れて消防署員となったんだ。ちょっと待って、地元なんでしょ？だったら当然少年院行きのことも知られてるのに。勝田が消防署員になったのは1971年のことだが、有名な制服警官女子大生殺人事件の犯人の松山も、高校時代にはバイクの無免許運転や事故を起こしたり、盗みを繰り返したりしていたものの、卒業後の1976年には警視庁の採用試験をパスして、警官になっていたからな。今よりそうした身辺調査が緩かった、としか言いようがないわね。勝田の消防署員としての勤務ぶりは良かったそうなんだが、本人が後に述べたところによると、周囲の目は冷たく、何かにつけて、どんな不正をして消防署員になれたのかと陰口を叩かれることに辟易していたらしい。そんな矢先、妻の姉夫婦を訪ねた先の大阪で、交通トラブルの揉め事をきっかけに傷害事件を起こしてしまったんだ。それじゃ懲戒解雇に？いや、3日間拘留されたものの、最終的には不起訴処分となったらしい。しかしそんな勝田に対して、今度は京都府警の刑事が職場に訪ねてきたんだ。今度はどんなことで？現在は木津川市の一部となっている、加茂町というところで、第一勧銀の女子行員が20歳の成人式直前に、性的暴行を受けた上で殺されるという事件が起き、その犯人が勝田ではないかと疑われたらしいんだ。それでどうなったの？アリバイを証言してくれる友人がいたため、その件については疑いが晴れたらしいが、周囲に対してますます肩身が狭くなった勝田は、それから逃げるように酒に溺れるようになったらしい。そうこうするうちに、だんだん飲み屋でのツケがかさむようになり、さらに見栄も手伝って車も次々に買い替えて借金も増える一方、さらに消防署員になる以前からのアマチュア無線の趣味もあり、自宅には高さ16メートル近くもあるアンテナタワーを建てたりもしていたらしいから、いくら金があっても追いつかない状態だったようだな。皆の目が冷たいから、
と言い訳して単に自堕落な暮らしをしているだけに思えるわね。結局、解決策として勝田が選択したのは、高校時代にしたのと同じ窃盗だったんだ。1972年9月13日、勝田は京都市山科区にあるアパートに、空き巣目的で忍び込む。そしてハンドバッグを盗もうとした時に、寝ていた住人の女性に気づかれてしまう。そして殺さない代わりに自分の体を好きにしていいと言われ、女性を強姦すると、ハンドバッグの中にあった1000円を盗んだんだ。さらに早く出ていかなければ警察に言うと被害女性に言われて逆上し、絞殺してしまうんだ。たった1000円のために、強姦してさらに命まで奪ったの？死人に口なしだからな。女性が脅すようなことを言ったという、勝田の証言を鵜呑みにすることはできない気がするぜ。しかもこの時、勝田の妻は第二子の妊娠中だったからな。絶対に警察に捕まりたくない勝田にすれば、最初から見つかったら殺すくらいの気持ちでいたとしても、不思議ではないと思うがな。それもそうね。しかし、この強盗強姦事件は当初被害額も少なかったことで、京都府警は地上のもつれの犯行と見立てたため、勝田の身辺に捜査の手が及ぶことはなかったんだ。それでその後の勝田はどうなったの？本人が式で述べたところによれば、両親の呵責に耐えかねてますます酒に溺れ、そのうち女を作るようにもなり、ますます借金の泥沼にはまり、妻子を顧みることもしなかったため、家庭もすっかりめちゃくちゃになったそうだ。いや、それ、自分でめちゃくちゃにしたんでしょうが、どの口が受け身みたいなこと言ってんのよ。まあ、勝田という男の残した式を見ると、何に対しても反省している風に見えてでもだってと続く感じなんだよな。極端に言えば多責主義としか見えない側面が多いとしか言いようがないぜ。それでこのクズ男は、家庭の危機にどうしたのよ？雪だるま式に増える一方の借金の返済に困り、支払い金の調達のために盗みを重ね、見つかれば殺すというループに陥っていったとしか言いようがないな。毒図としか言いようがないわね。山科の事件から3年後の1975年7月6日、今度は大阪の吹田市でクラブママの女性からハンドバッグをひったくろうとし、抵抗されたことで、ロープで絞め殺した後、彼女のフェアレディ Z に遺体を乗せて、名神高速道路沿いの農業用水地に運んで遺棄するとともに車に放火して、指紋や証拠隠滅を図ったんだ。しかし今回も勝田の身辺には捜査の手は及ばず、それを新聞報道などで確かめた勝田は、自分の生活圏ではないものの、土地勘がそれなりにある東海エリア、中でも都会である名古屋での犯行に踏み切るんだ。罪に怯えて足を洗うという方向に行かないところが、クズっぷりを示しているというかなんというか。そして大阪の事件の翌年の1976年3月4日、名古屋市内をひったくり相手を探して車で流していた時に、毛皮のコートを着て、カマロを運転している女性を見つけて、クラブのままで売り上げを持っているだろうと、後をつけ、駐車場にカマロを止めてアパートの階段を女性が登り出した時に、カバンに手を伸ばしたものの、抵抗に遭い、正面から顔を見られたことで、以前の犯行の発覚を恐れて、女性を絞殺、カマロに女性の遺体を乗せて郊外に遺棄したんだが、その際本人曰く、女性が痴漢か恨みのある人によって殺されたと警察に思われるために、被害者の遺体に死者の尊厳を踏みにじるような悪どい仕打ちをしたんだ。きー。どこまでも自己愛の強い男ねえ。さらに言えば、結局この被害者からは現金約12万円ほどを強奪しているんだぜ。次に勝田が事件を起こしたのは1977年6月30日。この頃の勝田の愛車はクーガーだったんだ。金がない、金がないって言いながら、今度は外車なわけ？全く呆れて言葉もないわ。そのクーガーで次のターゲットを探していた。勝田は栄や今池などを物色したものの、思うような相手に出会わず、高速道路代を節約しようと名四国道に向けて車を走らせていた途中、ふと思い立って南区笠寺周辺で、適当なマンションを探し、郵便受けに姓だけが書かれていた部屋を見つけ、その部屋から女性が犬を連れて出かけるのを見かけると、その隙に侵入し部屋を物色したらしい。ちょっと脱線するけど、姓だけ書かれた郵便受けに狙いを定めるってどういうこと？勝田に言わせると男性名の郵便受けは夫婦の場合が多く、女性名は中年の女性が多く、夜間の在宅率が高く空き巣に向かない、姓だけの場合は若い女性が多く、夜間にいないことが多いということらしい。これぞまさしく盗人にも三分の理ってやつかしら。気をつけなくちゃ。話を戻すと、勝田が現金4万円入りの茶封筒を見つけた時に、予想外に早く10人女性が帰宅、しかも思いつきで盗みに入った勝田は何の変装もしておらず、明るい室内灯の下で顔を見られてしまったんだ。そこで焦った勝田は彼女を絞殺、連れていた犬は逃げるに任せたらしい。まだ勝田の犯行は続くのよね。
次の犯行は1977年8月12日。この日も盗みが目的で名古屋まで遠征してきていたらしい。何しろこの頃の勝田は非番の日といえば、酒を飲みに出かけ、飲みに出かけると、空き巣やひったくりをする、という具合だったらしい。単に腐り切ったクズってことでしょ？前の事件からだって40日そこそこじゃないの。当日は名阪国道から名四国道の名古屋北頭インターを通り、その近くの食堂で腹ごしらえをして、食堂の前にあったマンションに後日の下見に入ったそうなんだが、変装して鍵のかかっていない部屋を物色していた時に、住人の女性に何をしているのかと咎められて逆上したそうなんだ。そりゃいつもの勝田の変装だったら、ゴルフ帽子とジャンパーとサングラスとか手袋でしょ？そんな格好の男と夜中に廊下で出くわしたらびっくりするわよ。勝田は自室のドアから顔を覗かせていた被害者の肩を掴んで室内に押し戻すと、衣服を剥いでパンストで縛ろうとしたものの、抵抗中にサングラスを取られて顔を見られたことで、殺害を決意し、消防ロープの結索法の一つである8の字結びで絞殺して、時価45万円相当のダイヤの指輪を、被害者の指から抜き取ってから逃走しているんだぜ。この被害者のマンションって、逮捕された第一関銀ご起訴支店からも近いわよね？ああ、直線にしてわずか400メートルほどしか離れていないんだぜ。さらに次に勝田が起こした事件は、1977年12月13日に現在の神戸市中央区秋浜町で現金輸送途中だった、兵庫労働金庫の男性行員を散弾銃で射殺し、現金410万円を奪うというものだったんだ。名古屋や京都じゃなく神戸で、しかも凶器は散弾銃？これまた勝田本人の弁によると、ナイフなどで脅しても反撃されると仕方なく殺してしまう。その点、散弾銃で脅せば抵抗せず金品だけ奪えて殺さないで済む、と考えたらしい。何が殺さずに済むだ、馬鹿げた理論を繰り広げてんだっつうの。ところが勝田はその考えを実行に移すべく、消防署の同僚と一緒に狩猟免許を取得、奈良市内の銃砲店前に駐車していた車のトランクから、散弾銃を盗み出すと、自ら金の小切りや電気ドリルを使用して、銃身を一部切断して改造して、持ち運びに便利なようにすると、1977年12月8日に新幹線で名古屋へ行き、翌12月9日の早朝に中川区柳川町でキーをつけたまま、駐車中の青果店の普通貨物自動車を盗み、その車で12月13日、神戸市に赴くと、服装や所持品、車種等から銀行員が運転していると目星をつけた車を追尾、集金先のビルの廊下を黒カバンを下げて、歩いていた銀行員の男性に散弾銃を突きつけて金を出せと脅したものの、被害者が思いがけなく、カバンを振り回すなどの抵抗をしたために仕方なく射殺したそうだ。よくもまあ、そんなことを抜け抜けと、事件から半月後に、被害者の子供が生まれたという新聞記事を見た時は号泣したとも言ってるぞ。頭の血管が怒りでぶち切れそうよ。そして号泣したはずの勝田は、神戸の事件から2ヶ月後の1980年2月15日に名古屋市瑞穂区で、原付バイクで走行中の、瀬戸信用金庫瑞穂通り支店職員を見つけて追尾し、人気のない駐車場で散弾銃を突きつけて、カバンを強奪したものの、中身は勝田の意に反して現金ではなく小切手と収入印紙だけだったらしい。相変わらず計画性はあるものの、肝心なところは場当たり的なわけね。さらに1980年7月30日には名古屋市名東区校舎にあった、松坂屋ストアの駐車場で帰宅しようとする店長に、散弾銃を突きつけて、店の中の金庫を開けて、売上金を出すように要求。店内に引き返させて金庫内にあった現金576万円を奪い、店長を連れて逃走すると、途中で店長を縛って逃走用の車に乗り換えようとしたところ、店長の抵抗に愛射殺したんだ。一体何人殺したら気が済むのよ。しかしこの松坂屋ストアの事件から、約3ヶ月余り後の1980年11月8日に、大阪の北新地で勝田は逮捕されたんだ。え、どうして？車上狙いをしていて捕まったんだ。そして逮捕3日後の1980年11月11日付で懲戒免職になったことを知った勝田は、懲戒免職となる前に辞表を提出すれば依願退職となり、退職金まで支給されるが、7名もの尊い人命を奪っていながら、警察署で告白しなかった罪の意識から自粛したそうだぜ。どうの小口が自粛だとほざきやがったんだ。霊夢、気持ちはわかるが、落ち着け、な。そして勝田は懲役10ヶ月執行猶予3年の判決を受けると高給を求めて職を転々とするんだ。やがて子供たちのためにも真面目に、などと言っていた殊勝な気持ちは消えてしまい、また酒に走り、大金を使って人にいい顔をしておごり、金が回らなくなってまたもや盗みに手を染めたんだ。下の根も乾かぬうちにとはよく言ったものよねー。さらにこの頃の勝田は京都市南区にある中古住宅販売会社に勤め、
主に山科区内の物件を扱っていたんだが、見栄を張ってクラウンを乗り回し、さらに自動車電話まで取り付けていたそうだ。自動車電話ってむちゃくちゃ経費高かったわよね。勝田の場合は自動車電話の基本料金が3万円。他にクラウンのローンやガソリンで経費が月に20万以上必要だったそうだ。そんな高い経費、トップ営業マンじゃなきゃ払えないわよ。当然勝田も資金に行き詰まり、さらにこの頃には愛人と暮らして妻子と別居していた勝田は、二重の生活資金が必要となっていたんだ。それで目をつけた山科区内のスーパーエポック山科北店の売り上げを強奪しようと計画。あらかじめ滋賀県を移し内で盗み出しておいた車で、売上金を運ぶ店員を跳ねて金を強奪する計画を立て、1982年8月18日にスーパーエポック山科北店員を故意に跳ねて、怪我を負わせたもののバッグを奪う前に、救護に駆けつけてきた近所の人たちの手前、逃走せざるを得ず、金は奪えずじまいだったんだ。というか、このスーパーエポック山科北店って、警察官から拳銃を奪った後にも、強盗に入ってるわよね。ああ、1982年11月28日だから、この強盗致傷事件から約3ヶ月後だな。どんだけ執念深いんだか、バカなんだか。結局この失敗の後、勝田が思いついたのが、拳銃なら必ずうまくいくだったわけだ。はあ、どういう理屈よ。長い猟銃に比べて拳銃なら銃身を掴まれて抵抗されることもないし、命を奪わずに済むし、しかも持ち歩くにも便利なんだそうな。人間のクズとしか言いようがないわ。ここで時計を銀行での強盗に失敗して逮捕された時点に戻そう。警察は当初、勝田が持っていた拳銃のことから、警察庁広域重要指定113号事件の犯人とは思っていたが、それ以前に犯した犯罪と勝田を結びつけてはいなかったらしいんだ。それがどうしてバレたの？勝田に言わせると勾留された昭和警察署の刑事は、それまでに早退したことのある大阪や京都の刑事と違い、逮捕時に怪我をした勝田を病院に連れて行ってくれたり、怪我をした身では、底冷えのする留置場は辛かろうと、暖房の効いた県警本部の留置場へと移送してくれたりしたらしく、この人に懺悔してしまいたいと思ったそうだ。それで素直に自供したというわけ？事実を知った家族がショックで自殺しないかと恐れたらしいが、僕はまだ他にも人を殺していますと打ち明けたそうだ。大騒ぎだったでしょうね。最初は兵庫老金事件と松坂屋ストア事件しか話せず、女性たちの事件について自供したのはさらに1日後だったそうだ。そうして全ての捜査が集結したのは1984年4月26日と、逮捕から1年以上経ってからだったんだ。そして強盗殺人7件、殺人1件、強盗殺人未遂1件、強盗致傷3件など、計27件について起訴されたんだ。27件。しかも犠牲者は8人よね。一審で勝田被告は起訴事実をほぼ認め、弁護側は少年院出身者として白眼視され、異性問題で夫婦不仲となり、自暴自棄に陥って飲酒に走り、初めて人を殺した1972年9月の事件以来のイローゼ状態であったから、心神耗弱の状態にあったと主張。さらに113号事件以外の犯行については自首に当たるとも主張したが、刑法上の自首に該当するとしても約10年間にわたる犯罪で犯行の重大性により、生命をもって責任を償うほかないとされ、極刑を選択するのが相当とし、1986年3月24日113号以前の事件に対して死刑、さらに113号事件に対しても死刑、という判決が下されたんだ。正直、至極当然な判決としか思えないわね。一審判決から4日後の1986年3月28日、勝田と弁護人は控訴したものの、1988年2月19日名古屋高裁で控訴は棄却されたんだ。それは無理のないことだと思うけど、しかし勝田は量刑不当他を理由に上告。しかし1994年1月17日最高裁第一小法廷は上告を棄却したんだ。この最高裁での判決文では勝田のことを、被告人は執行猶予付きの懲役刑の判決を受けた後も、何ら反省会をすることなく、物欲の赴くまま、その執行猶予期間中に再び犯行に及び、人命に対する尊重の念を全く伺うことができない、と断罪しているんだぜ。当然でしょうね。一方、勝田は1994年1月26日、最高裁の判決に対して訂正申し立てを行ったものの、1994年2月3日付で棄却、1994年2月5日に勝田にその棄却決定書が届いたことをもって、死刑が確定しているんだ。その後、カトリック信者の支援者の女性の母親と縁組した勝田は姓が藤原となり、名古屋拘置所内で写経をしたり、目の不自由な人のための点訳を続けていたものの、晩年は腰痛のためにほぼ寝たきりのような状態になっていたらしい。
そして2000年11月30日、前妻家族3人殺人事件の犯人 M と共に死刑が執行されたんだ。去年52歳、日本における20世紀最後に死刑が執行された一人となったんだ。ところで勝田清隆の事件を語る際に、22人という数字がよく出てくるんだ。勝田は本当は22人殺害しているが、立証されたのはそのうちの8人に過ぎない、という説ね。中には22人殺害を自供と断言している本などもあるみたいだな。これって本当のことなの？まずこの22人という数字が出てくるようになった根拠は、復讐するは我にありなどで知られる崎雄三氏が、その著作の一冊である殺人百科4の中で22の事件を列挙し、犠牲者は一体何人というのか、太字の8件が最終的に起訴されたとして、22件中の8件を太字表記していることに発していると言われている。ということは、自供したという事実はないの？愛知県警も勝田の関係者も共に否定しているらしい。その他1983年に発表された大下英二氏の勝田清隆の霊結でも、加茂町の銀行員殺人事件も勝田の犯行と断定的に書いたり、他にも起訴されてもいない事件をいくつか勝田の犯行と書いているなどの信憑性に、疑問符のつく記述が散見されるらしい。もっとも大下氏の著作に関しては、勝田サイドから猛抗議を受けた結果、大幅に修正し復刊されたそうだが、つまり都市伝説の域は出ないとしか言いようがないわけね。しかし勝田が殺害したのは確かに8人だとしても、それ以外に影の被害者と言うべき人たちが存在するんだ。例えばどんな人たちが？最初に勝田が殺した山品の女性の場合、犯行理由が地上のもつれと見られたと言ったろ？その結果、被害女性と親しくしていた、無関係の男性たちが長く京都府警から疑いをかけられることとなったんだ。言ってみれば冤罪よね。しかも疑い、のレベルだと正面切って抗議できない分たちが悪いとも言えるわ。同様に吹田の事件でも同性相手が疑われたし、名古屋でカマロに乗っていた女性が殺された時は、被害者と当日に同伴した男性が疑われ、使用についていたものの廃用せざるを得ないところまで追い詰められたらしい。勝田が逮捕されたことで汚名が注げたとしても、失ったものが全て元通りになるわけではないしね。他の犠牲者の周辺でも疑われた人たちの家庭が壊れたり、別件逮捕されたりしたというケースがあったそうだ。なるほどねー。それに加害者家族となった勝田の両親や妻子も犠牲者と言えるだろうな。勝田は1977年6月30日の事件からわずか6日後、大阪の朝日放送で収録された夫婦でドンピシャという、視聴者参加形式のクイズバラエティに夫婦で参加しているんだ。殺人事件を起こした後にクイズバラエティ番組に？ああ、この番組は4組の夫婦が参加して、それぞれに夫婦にまつわるクイズを出題。夫婦の答えが一致していれば得点となるというスタイルの番組だったんだが、勝田夫婦は見事に優勝して賞金と副賞を持ち帰っているんだ。知らずに参加していた奥さんの後の心境を考えるとね、勝田の逮捕後は離婚したそうだが、子供ともども苦労したと想像するに難くないな。勝田の両親はといえば、甘いと言われる面もあるだろうが、少年院入りを免れるために、弁護士をつけたり、被害者に弁済金を支払うために、先祖代々の田畑を、足元を見られながら相手のいいねで売ったり、半年間の収容期間には片道2時間以上もかけて、30分の面接のためにしばしば通ったらしい。親の情愛がよくわかるわねー。その後も借金を作れば何度も肩代わりし、仕事を斡旋しては勝手に辞められて顔を潰され、最後には連続殺人犯の身内として、世間から後ろ指を刺されることになったんですもんね。最後には父祖伝来の土地を捨て、異郷でひっそり暮らすという選択肢しかなかったらしいな。四つ目、金沢スイミングインストラクター殺人事件。この事件が起きたのは1992年10月1日だった。石川県在住の当時20歳の水泳インストラクターである A さんが、何者かによって殺害されたんだ。水泳を教えてる人だったのね。一体何があったの？まず前日の9月30日、A さんは普段通り職場で勤務して、午後6時45分には退社してるんだ。しかし翌日になっても帰ってこなかったことで、A さんの母親と姉が探し始めた。特に A さんから連絡はなかったの？ああ、A さんからは何も連絡がなかった。そうして二人が探していると、スイミングスクールの駐車場に、A さんの車が止まってるのを発見したんだ。あれ？確か A さんは前日の夕方頃には、スイミングスクールを退社してるはずよね？そこについては後で触れるぞ。A さんは助手席に仰向けで横たわってて、当初母親は寝てると思ったらしい。普通はそう思うわよね。しかし声をかけても肩を揺すっても反応がなく、ルームライトをつけて A さんの顔を確認した。
すると首に索状痕があって、顔が青紫色に腫れ上がってたそうだ。索状痕っていうのは何なの？索状痕っていうのは絞殺体についてる締めた痕跡のことだ。首が圧迫されるわけだから、そこに跡が残るんだ。じゃあ A さんの死因は窒息死だったのね。そうだ。それを見た母親と姉は、道路向かいのスナックに駆け込み、そこで通報されたことで事件が発覚したんだ。ある程度早めに見つかったのは良かったけど変な事件ね。A さんは前日に退社したはずなのに、どうして戻ってきてたのかしら。霊夢が言った箇所をはじめとして、この事件には奇妙な点がいくつかあるんだ。他にもあるのね。まずどうして A さんが戻ってきてたのかについてだけど、これについては何かわかってるの？正確に何があったのかは不明だが、会社を退社後に、自宅とは逆方向に車を走らせてる。A さんの姿を同僚が目撃してるんだ。さらに午後8時50分頃に普段駐車してる。会社のスペースに A さんの車が止められてたそうだ。それが事実だとすると、A さんはまっすぐ家には帰らずに、どこかに行ってたことになるわね。何か用事でもあったのかしら。何の用事があったのかはわからないが、A さんは事件が起こる数ヶ月前から会社で、誰かに電話をかけてたみたいなんだ。この様子も同僚に目撃されてる。A さんは誰かと会う約束でもしてたのかしら。じゃあその電話相手が怪しいってことになるけど、知人に何か知ってる人はいたの？当時の捜査結果によると、知人を主な対象として、当たったものの、犯人が特定できなかったらしい。ただ、この点については追加情報があるから後で話すぜ。わかったわ。他にはどんなところがおかしかったの？ A さんの遺体の状況や付着物についてだな。 A さんの衣服や下着の女性器周辺が鋭利な刃物で切り裂かれてて、上半身や乳房から犯人のものと思われる唾液や毛糸が検出されてるんだ。性的行為が目的の犯行と見ていいのかしら。そこが少し不可解で、確かに唾液は検出されてるんだが、 A さんの女性器からは犯人につながるものは検出されなかったみたいなんだ。わざわざその部分を切り取ってるのに、それは確かに不可解ね。そういえば付着してた毛糸っていうのは何の毛糸なの？脱脂も着色もされていない特殊な毛糸で、富山県内の工場で製造された子供の髪飾りに、使われているものと酷似してたそうだ。さらに衣服を着るのに使ったのは、女性が無駄毛処理に使うカミソリじゃないかと考えられてる。刃物の方はともかくとして、子供の髪飾りに使われてる毛糸が付着してたの？ A さんはお子さんがいたりしたの？いや、A さんに子供はいなかった。つまりこの毛糸は、犯人が所持していたものから、付着したものの可能性が高いぜ。でもそれだけだと特定は難しそうよね。その毛糸が使われた商品はいくつも作られてるんでしょうし、せめて A さんが退社後にどこに行ってたのかがわかれば、何かわかりそうだけど。それについてなんだが、A さんの殺害現場はある程度判明してるんだ。そうなの？実は A さんの遺体には他に泥や木の葉が付着してたんだが、この葉っぱは希少植物であるメタセコイアのものだったんだ。これによって殺害現場が県農業総合研究センター付近だと特定された。そして現場からは A さんの頭髪と片方の靴、男性の頭髪、ジュース缶、ナイロンシート、布切れ、ティッシュペーパーなどが発見されたんだ。珍しい植物の葉っぱが付着してたのね。殺害現場がそこなのは間違いないと思うけど、どうして A さんはそこに行ってたのかしら。数ヶ月前から電話してたのと何か関係してるとか？残念ながらそこまではわかってない。ただ、ここが殺害現場だとするとまた奇妙な点が出てくるんだ。何かおかしな部分でもあるの？この施設があるのは白山市矢頃島町で、A さんが普段暮らしてる実家がある方面なんだ。そう言われると確かに変ね。A さんはなぜか退社後に自宅とは反対方向に向かってたみたいだし、位置関係が全然違うわ。そうなんだ。もし本当に A さんが県農業総合研究センター付近で、殺害されたんだとすると、A さんは一度退社後に、自宅とは反対方向に向かった後、約 5km も離れた県農業総合研究センター付近に移動して、殺害されたことになる。考えられるのは誰かを拾って現場まで移動したところで殺害されたってことよね。その後は犯人が車を運転してスイミングスクールの駐車場に停めたのかしら。死亡推定時刻や午後8時50分頃に目撃されてる駐車場の車の情報を合わせて考えると、A さん本人が自分で運転してきた感じではないだろうな。でもある程度痕跡が残ってるわけだし、犯人が特定できないのはおかしいんじゃない？唾液が付着してたってことは DNA 鑑定だってできたはずよ。確かに霊夢が言う通り、DNA 鑑定をすれば犯人が特定できたかもしれない。だが当時の石川県警は DNA 鑑定をまだ導入してなかったんだ。どうして導入してなかったの？他の県もまだ導入できてなかったとか？
いや、すでに導入してる県は他にいくつもあった。理由は不明だが、石川県警が導入してなかっただけだ。でも聞き込みとかはしてるのよね。アリバイに怪しい部分がある人物がいれば、そこを洗っていくこともできるはずよ。ここでさっき言った追加情報を出そうと思う。当時この事件を担当してた M さんによると、捜査結果の信憑性に問題があるそうなんだ。詳しいことは不明だが、当時はアリバイありとされてた人物の、アリバイの取り方がおかしかったりしたらしい。じゃあ警察の捜査方法がずさんだから、犯人を取り逃がしたのかもしれないってこと？それだけじゃなく、当時は不明だった凶器も明らかになった。A さんが身につけてたオーバーオールの肩ベルトが凶器だったらしい。なんだか捜査結果そのものが信頼できないわね。その A さんは何か犯人につながるものを見つけられたの？ N さんは独自に捜査を進めてて、やっぱり A さんと面識のある人間が犯人だろうと考えてたそうだ。しかし人事異動によって有機管理部門に移されてしまい、捜査に手も口も出せない状態になってしまったみたいだ。どうして警察はそんなずさんな捜査をしてたのかしら。これに関しては、ある程度犯人が誰かを決めて捜査する。見込み捜査、の影響じゃないかと N さんは語ってる。しかも大っぴらに見込み捜査が展開された影響で、犯人じゃないはずの人が、あの男が犯人だ。って、世間的に噂されるようになってしまったんだ。決めてかかってたから何かを見落とした可能性もあるのね。それに犯人扱いされた人からすればたまったものじゃないわ。そうして未だに何者か不明な犯人だが、ここで少し犯人がどんな人物なのかについて触れてみようと思う。でもほとんどわかってないんでしょ？確かに顔や背丈すらもわかってないんだが、現場の状況などからある程度は推察可能なんだ。例えばどんな部分？まず A さんの遺体が発見された車の状況なんだが、タイヤ止めがずれてて、エンジンは切られてるのに、キーは差し込まれたままだったんだ。さらに車内では FM ラジオが流れっぱなしになってた。これらのことから、この犯行は突発的なものだったんじゃないかと言われてるんだ。確かに計画的な犯行なら、もっと目立たないように、車を止めてラジオも切っておくはずよね。少しでも犯行がバレるのを遅らせたいって考えそうだし。さらに車はスイミングスクールの駐車場で発見された。もし計画的な犯行ならバレないように遠くに運ぶなり、遺体を処分するなりしたはずだ。だが気が動転してたのか、わざわざ A さんの勤務先の駐車場へ移動させてるんだ。そうよね。車なんだから A さんの遺体をトランクに入れるなりして、隠せてしまえるし、下手に見つかりやすい場所に残すのは危険すぎるわ。それらのことからこの事件は計画的なものではなく、突発的に行われたものじゃないかとされてるんだ。それは納得できるけど、それだけだと犯人がどんな人物なのかはわからないんじゃない？確かにそうだな。だがネット上では、犯人は子供を持ってる人間なんじゃないか、と言われてるんだ。そういえば遺体に付着してた毛糸は、子供の髪飾りに使われるものに似てたって言ってたわね。しかも衣服を着るのに使われた刃物は、女性が無駄毛処理に使うカミソリじゃないかとも言われてる。このことから子持ちの主婦、あるいは妻子持ちの男性が犯人じゃないかと考えられてるんだ。その説は納得ができるけど、A さんにそういった知り合いはいたのかしら？これに関しては完全に個人情報だし、情報が開示されてないから不明だ。でも当時の A さんの交友関係は親しくしてた会社の同僚か、金沢市内でショッピングやカラオケに行く関係の友人くらいだったそうだ。さすがにそこはわかってないのね。カミソリは何かの拍子に買うかもしれないからともかくとして、子供の髪飾りに使われるものと似てる毛糸は、本当に犯人の特徴につながりそうね。子供がいない人がわざわざそういうものを買うとは思えないし。いろいろと怪しい痕跡などが残ってるにもかかわらず、時効を迎えてしまったこの事件だが、当時事件を担当してた N さんはまだ諦めてはいないんだ。諦めてないって言っても、時効になってしまった上に、部署も移動させられてしまったんでしょ？ああ。だから退職後に事件に関する本、A ちゃん、ごめん、を出版したんだ。これは犯人じゃないかと噂された男性を助けるためでもあったらしい。なるほど。退職後なら組織のしがらみとかないものね。そしてその本を読んだ M さんによって、風化を防ぐためにこの事件は映画化されることになったんだ。確かに映画になれば事件の風化は防げそうね。過去にも実際の事件がモデルになった映画とかもあるみたいだし。ああ。そしてこの映画には M さんが本人役で出演してる。M さんは当初は出るつもりはなかったらしいんだが、監督からお願いされたのと自分自身の後悔が強かったのもあって、承諾したらしい。自分で捜査を進めてたら移動させられてしまったんだし、やっぱり後悔はあるわよね。だからこの映画は M さんの、長期未解決事件があって、苦しんでいる被害者遺族がおられる。そんな状況をなんとかしたいと思っている捜査員もいる。
っていう思いと、M 監督の、警察が時効で事件を終わらせたものを、映画の力でなんとか動かしたい、っていう思いの二つが、こもった作品になったみたいだぜ。あくまで監督と M さんの映画を通して伝えたい思いは違うのね。確かに二人が持つ思いは違うかもしれないが、向いてる方向は同じだ。M 監督にとってはふるさとで事件が起きたわけだから、余計に事件解決につながるんじゃないかって考えがあるのかもな。金沢の出身なのね。確かに私も同じような立場になったらと考えると、そうやって何か解決につながるならって考えになるかもしれないわ。この映画、虎男は2022年8月6日に公開された。これが何か新しい証言などにつながってほしいな。そうね。事件を知らなかった人たちの目に入れば、また何か新しい情報が手に入るかもしれないものね。5つ目、アメリカ最強シリアルキラーリチャード・ラミネス。まずは、リチャード・ラミレスの生い立ちから紹介していくぜ。お願いするわ。ラミレスは1960年2月28日、テキサス州エルパソで、鉄道会社勤務の父と母の7人兄弟の末っ子として生まれた。ラミレス家は厳格なカトリック教徒で、幼いリチャードも両親と一緒にミサに通っていたんだ。へぇ、カトリック教徒だったのね。ああ、ラミレスは9歳頃から万引きや窃盗などの軽犯罪に手を染めて、14歳になったあたりからマリファナ吸引を始めるなど、非行行為が目立つようになった。当時の友人たちの話では、ラミレスは幼い頃から、すでに一匹狼として行動することが多く、地元の少年ギャングのグループに加わることはなかったが、必要に応じてグループの高級住宅地荒らしを手伝ったりして、ドラッグを買う金を稼ぐなどの活用はしていた。一匹狼だったの？不良って仲間とつるんでるイメージだけど、それどころか、ラミレスは仲間から金をすり取ったりしたので、不良少年たちの間で、コソドロリッキー、などと陰口を叩かれていたんだぜ。そして早くからヘビメタルに傾倒する一方で、教会の聖書勉強会で悪魔に見せられるようになり、悪魔関連の書物を読み漁るようになったのもこの頃だった。ラミレスは悪魔崇拝主義者だったの？ああ。逮捕時には手に掘られた逆五芒星という、悪魔のシンボルを堂々と見せびらかしている。中学を出た後は地元のジェファーソン高校へ入学したんだが、何事に対しても無気力無関心で、授業には出席せず、学校行事にも一切参加しなかった。そして17歳で高校を中退すると、マリファナ不法所持でエルパソ警察に3度も逮捕されて、1982年には保護観察処分を受けたんだが、ほどなく出奔し、二度とエルパソに戻ることはなかったぜ。ならラミレスはどこに行ったのかしら？1982年にサンフランシスコに住む、自分より年上の女友達を頼ってカリフォルニアに出たようだ。その翌1983年に、ロサンゼルスに移るまでは彼女の家で過ごしている。当時のラミレスは銃とナイフに強い興味を持っており、その話ばかりをしていたが、ロサンゼルスに移ってからはコカインに手を出し、悪魔崇拝に傾倒していたとされているな。この頃のラミレスはドラッグに溺れているだけでなく、コーラやカップケーキなどのジャンクフードを常食していて、衛生観念もなかったため、非常に不潔で痩せ細っていたようだ。そしてロサンゼルスに移ったその年のうちに、ラミレスは自動車窃盗で逮捕されて、懲役5ヶ月の実刑判決を受け、翌年にもやはり自動車窃盗で36日間服役したぜ。この時点では窃盗や薬で逮捕されているのね。そんなラミレスだが、ついに殺人に手を染める。1984年6月28日のことだった。ラミレスは盗み目的で、ロサンゼルス市郊外グラッセルパークのアパートの一室に侵入したんだが、そこでは大きな成果が得られなかったために住人である、79歳の女性に対し、悪魔の義務を果たす、と言って、女性に性的暴行を加え、滅多刺しにして殺害した。79歳の女性を、ひどすぎるわ。この凶行によって暴力の味を知り、見境なく犯行を重ねていくことになるんだぜ。次の犯行は1985年3月17日だった。ラミレスはコンドミニアムのガレージで待ち伏せして、車で帰宅した女性を22口径の拳銃で銃撃する。続けて部屋の中にいた同居人の女性を銃殺した。しかし最初に撃たれた女性は発砲を受けた際、手でとっさに頭をかばって手に持っていた車のキーに銃弾が跳ね返ったため、奇跡的に致命傷を負わずに済んだぜ。よかったわ。でも、ラミレスが戻ってくるんじゃ。ああ。しかしラミレスは命乞いする彼女を残して立ち去った。そして現場には被っていたロックバンドのキャップが残っていたぜ。この時、顔を隠していなかったそうだ。どうして何もせず立ち去ったのかしら？それは後で説明するぜ。ラミレスの次の犯行は、なんとこの事件の40分後だった。40分後、モントレーパークの路上で1台の車を止めると、
乗っていた学生を無理やり引きずり下ろして、至近距離から射殺し、車を強奪して逃走したんだ。その10日後の深夜未明には、郊外の住宅街に住む夫婦宅を襲撃して、就寝中の夫の頭部を撃ち抜くと、妻に金品を要求する。妻は侵入者が目を離した隙をついて防犯用のショットガンを身構えたが、そこに弾丸が装填されていなかった。これに激怒したラミレスは彼女を射殺し、胸を切り裂いて目玉をほじくり出して、彼女の宝石箱に入れるという不可解な行動を取ったぜ。目玉を取り出すなんて気持ち悪くなってきたわ。こうして深夜のロス郊外で立て続けに強盗や強姦、殺人を繰り返す残忍な犯行に対して、メディアは、バレーインプルーダー、と呼んで報道した。こんなに大胆に犯行をしていたらすぐに警察に目をつけられそうだけど、そのあたりはどうだったのかしら？それも後で説明するぜ。ラミレスは1年2ヶ月の間に13人を殺害する。たった1年2ヶ月で、ラミレスは女性たちを殺害前に性的暴行を振るい、悪魔を愛していると言え、と強要した。12歳の子供をクローゼットに閉じ込め、母親に性的暴行をしたり、高齢の姉妹に瀕死の重傷を負わせながら、女性の太ももや壁に口紅で逆五芒星を描く、マチェーテという中南米で用いられる三刀で喉をかき切る、襲撃に用いたハンマーやバールをそのまま捨ておくなど、脅迫の際に悪魔への忠誠を誓わせるといった、様々な手口が用いられ、多くの痕跡が現場に残された。信じられない。重傷者の女性に口紅で逆五芒星を描くなんて、まさに悪魔の所業よ。後にラミレスの所持品として数多くのブロマイド、エロ写真が発見されたんだが、SM の科学趣味やいわゆる、足フェチ、だったことが判明しているぜ。このように猟奇性と大胆さはエスカレートし、ロスの人々を恐怖のどん底に落とし入れた。闇に紛れて人を襲う黒ずくめの殺人鬼、ケムクジャラで、虫歯まみれの悪臭を漂わせる不潔な悪魔は、新たに、ナイトストーカー、との異名がつく。どうしてこんなに残酷なことができるの？同じ人間とは思えないわよ。それはラミレスの生育環境に問題があったからだ。父親は敬虔なカトリック教徒で勤勉に働いたが、家庭内では妻子に暴力を振るっていた。それだけではなく、父親は感情が高ぶると自傷行為に走っていたんだ。自傷行為って？流血するまで自分をハンマーで殴打したり、壁に頭を打ちつけたりなどを頻繁に繰り返していたんだぜ。父親のそんな姿を見たくないのはわかるわ。ああ。そんな父親を恐れたラミレスは家出を繰り返していた。家に帰りたくなくて、近所の墓場で眠ることもあったそうだ。そして冒頭で言った通り、盗みやドラッグなどを行うようになったんだが、これは素行不良な兄たちの影響だったんだぜ。凶悪犯は家庭環境が悪い人が多いわね。そうだな。ラミレスが一匹狼として人とつるまなかったのは、人とのコミュニケーションが苦手だったのもある。確かにそんな環境で育てばコミュニケーションが苦手になるのも、わかるけど、それは犯罪の免罪符にはならないわ。その通りだ。そして家では味方だったはずの兄たちは、家の環境に嫌気がさして、ラミレスを置いて家出したので、父親の暴力はラミレスに集中していった。ラミレスも家出をして姉夫婦と同居したことがあるんだが、姉の夫も最悪だったんだぜ。暴力を振るう人だったのかしら？暴力などは振るわなかったが、異常な性欲の持ち主で覗き見の常習犯だった。ラミレスはそれに無理やり付き合わされていたようだ。どこに行っても救いはないわね。そんなラミレスだが、唯一慕っていた人がいるんだぜ。その人物はいとこのマイクだ。マイクはラミレスと年が離れていたが、ラミレスのことを弟のように可愛がっていて、戦争を経験していたマイクは戦時中のことを、よくラミレスに語っていたそうだ。周囲の人間を信じられなくなっていたラミレスにとって、マイクは唯一信頼できる相手だったんだが、マイクは患っていた病で長期入院することになり、会うことができなくなってしまう。ラミレスはマイクに会えなかったことで、心にまた深い闇を落とした。それは残念だわ。いつでも会えたなら、こんな強行に走ることもなかったかもしれないのに。この時ラミレスは、悪魔しか信じない。恵まれた奴はクソくらいだと思った、と語っている。それで悪魔崇拝に目覚めたのね。このようにラミレスにとってマイクは心許せる人物だったが、マイクもまたとんでもない人物だったんだ。ただの良い人じゃなかったの？良い人とは麻薬の存在だぜ。マイクの影響でラミレスがシリアルキラーになったと言っても良い。どういうことか気になるわ。ラミレスが13歳の時、マイクはいつものように訪れてきたラミレスに、ドラッグを勧めて戦争中の話をした。戦争の悲惨さを語ったんじゃないのかしら？ある意味悲惨だな。捕虜に対しての拷問や暴行などの、残虐行為を自慢げに語っていたんだ。しかもその際に撮った写真や、戦利品として持ち帰った、敵兵の骨などもラミレスに見せていた。教育に悪いなんてものじゃないわよ。
マイクも邪悪じゃない。そこにマイクの妻が帰宅し、妻はマイクに対して、早く仕事を見つけるように説得したんだ。マイクが戦争から帰還してずっと働かないことに腹を立てていたらしいが、マイクは妻の言葉に激高し、ラミレスの前で妻を銃殺する。子供の前で人を殺害したの。ああ。マイクはラミレスに口止めをして家に帰らせたんだが、ラミレスはこの件でマイクを尊敬するようになる。目の前で妻を殺した相手を尊敬って、ラミレスはこの時のことをこう振り返っている。血足の匂いに興奮した。あの瞬間、違う世界に足を踏み入れてしまったんだ、と。そのせいで殺人へのハードルが低くなったのかしら。人格形成に大きく影響を与えたのは間違いないだろう。マイクは当然逮捕されたんでしょ？もちろんだ。しかし戦争による精神疾患で無罪となって、精神病院へ長期入院命令を下される。だから会えなくなったのね。普通の病院ならお見舞いくらい行けるから、変だと思ったわ。ちなみにラミレスは2歳の時にタンスによじ登ろうとして転落して、前頭葉損傷の大怪我を負ったことがある。さらに5歳の頃にはブランコが頭に直撃したことをきっかけに、転換の発作を起こすようになったんだが、虐待被害やこうした頭部への衝撃損傷は、多くのシリアルキラーに見られる共通の兆候だと解されているぜ。それは知らなかったわ。脳に損傷を負うと感情のコントロールが難しくなったり、怒りっぽくなったりするというもんね。でも、何度でも言うようにそれは犯罪に対する免罪符にはならないわ。ああ、私もそう思うぜ。どうしてラミレスは捕まらなかったのかしら？現場に帽子を落としたり、悪魔崇拝のヒントを残したり、特に顔を隠さず犯行を行っていたならすぐに捕まると思うけど、霊夢の疑問はもっともだ。まず、ラミレスの犯行はほとんどがその場の思いつきに過ぎなかったんだ。生かすも殺すも気分次第で、顔を見られても気にしなかった。これはコカインなどの影響で暴走していたこともあるだろう。だからガレージで襲われた女性は無事だったのね。その通りだ。彼女は命乞いをされたから見逃されたわけではないんだぜ。次にラミレスがなかなか捕まらなかった件だが、これには理由がある。ラミレスが犯した暴行や殺人には、共通点がなかったからなんだ。共通点って、どういうこと？犯罪には比較的、加害者の成功が現れるもの、と考えられていたんだぜ。ちなみに成功とは被害対象者の人種年齢性別、外見的特徴、犯行手段などだ。しかし、ラミレスの標的はその一貫性を欠いていたんだ。つまり、従来のプロファイリングに当てはまらない性質だったせいで、各犯行のつながりを発見するまでに大きな遅れを取った。なんせラミレスが狙った被害者の年齢は、8歳から80歳と幅広かったしな。それに犯行手段も銃撃や喉をかき切ったり、または性的暴行のみだったりと、ばらつきがあった。だから犯人を特定できなかったのね。思いつきの犯行が警察の捜査を攪乱させるなんて。そのせいで1年以上もラミレスの犯行が続いてしまったんだぜ。しかし現場に残された数々の証拠品、被害生存者の証言や、周囲から得られたタレコミや、当時導入されたばかりの指紋解析によって、前科のあったラミレスに容疑が絞り込まれていった。そして1985年8月、ラミレスはリカーショップに立ち寄ると、新聞に載った自分の指名手配写真を見て慌てて逃げ出す。そして潜伏を試みようとラミレスと同じ、ヒスパニック系住民の多く住む地域に立ち入ったんだ。まさか住民たちはラミレスをかくまったのかしら？いや、ただでさえヒスパニック系は肩身が狭い思いをして生活しているのに、事件のせいで住民たちは警察や周囲から一層睨まれる、生活を余儀なくされていたから、ラミレスを同じヒスパニックの面汚しとしていたんだぜ。子供や老人を犯した鬼畜だもんね。ああ、住民たちは犯人であるラミレスを憎んでいて、ラミレスを追い回し、身柄を拘束してリンチにかけたぜ。彼らの怒りは凄まじく、ラミレスは駆けつけた警官に対して、助けを求めるほどだったようだ。散々非道な行いをしてきたくせに、情けない男だわ。逮捕後のラミレスは悪びれる風もなく、裁判やメディアを翻弄する。弁護士の選任や裁判所の地域に難癖をつけて公判を遅らせたり、取材カメラを見つけると微笑みながら左手にある、逆五芒星のタトゥーを掲げ、ヘイルサタン、と叫んでアピールした。挑発や罵倒といった悪態を繰り返した結果、神も社会も恐れぬ悪魔的言動によって狂信的ファンや、追っかけを生み出したんだ。こんなのにファンができるなんて理解できないわ。ラミレスは顔立ちが整っていたからな。おまけに逮捕後は汚かった歯を直すなどして、身なりに気を使うようになった。そして逮捕から3年以上経ってようやく審理が開始されたんだが、地上のもつれから陪審員の一人が愛人に殺害されるなどトラブルが相次いで、ラミレスのために悪魔が裁判を妨害している、
といった声すら聞かれた。しかも裁判にはラミレスに一目会いたいとファンたちが押しかけてきたんだぜ。はい？裁判はアイドルのライブじゃないのよ。霊夢の怒りはもっともだ。どうも男性犯罪者に惹かれる女性はそれなりにいるようで、自分なら彼を理解できる、更生させられると思い込んで憧れのような感情を抱くようだ。理解できないし、したくもないわね。先ほどラミレスが足フェチだと言ったが、それを知ったファンたちは、こぞって足の写真を同封した手紙を送るなどもしていた。さらに裁判の陪審員にもラミレスのファンがいて、悪魔崇拝やラミレスが犯した犯罪を理解した上で、好意を抱いており、バレンタインには、愛している、と書いたケーキもプレゼントしたようだ。当然その女性は陪審員を解任されたがな。当たり前よ。絶対公平な裁判をしないじゃない。しかもラミレスはファンと獄中結婚しているぜ。お相手は編集や作家の仕事をするキャリアウーマンだ。そんなのおかしいわよ。話を戻そう。1989年9月20日、ラミレスは13人の殺害、5人の殺人未遂、11人の性的暴行、14件の強盗による有罪判決を受けて、延べ12回分の死刑と59年の懲役刑が下された。死刑判決後、ラミレスは記者団に対して、ディズニーランドでお会いしよう、と述べたぜ。ディズニーランドって、何の隠語かしら？規則の緩い刑務所のスラングだ。反省していないわね。ラミレスはいつ死刑を執行されたの？それがされなかったんだ。ラミレスは獄中で異議申し立てや上訴を繰り返し、40件以上の裁判を掛け持ちして、それには長い月日がかかったんだぜ。これらの判決が下るまで、死刑は延期されたんだ。どこまでも卑劣な男ね。2006年に州最高裁はそれまでの死刑判決を支持、米最高裁はついに再審請求の最終棄却を決定した。これで死刑を待つ日々を送るんだが、2013年6月7日に、ラミレスはリンパ腫による合併症によって、53歳で亡くなった。ラミレスの死後、遺体の引き取り手はしばらく現れなかったようだ。あら、奥さんはどうしたの？ラミレスの妻は2009年に未解決となっていた9歳の少女への強姦殺人に、ラミレスが関与していたことが判明した後、離婚しているんだぜ。やっと目を覚ましたのね。6つ目、3億円事件。まずは事件当日に何があったかについて話していくが、この事件が発生したのは1968年12月10日の朝だったんだ。この日、東京都府中市で東京芝浦電気府中工場の従業員、4523人に支給される予定だった。ボーナス2億9430万7500円が現金輸送車によって運ばれてたんだ。人数が多いからっていうのもあって、かなりの数のお金ね。ああ。だから現金輸送車で運搬されてたんだろうな。そんな中、白バイ隊員に扮していた何者かが現れて、その現金を全部盗んでしまったんだ。え、私あんまりそういう運搬車を見たことがないから、なんとも言えないんだけど、そういうのってそんなに簡単に盗めるものなの？当然だが普通は無理だ。だがこの事件は劇場型犯罪っていうものに分類されるものだったんだ。全員が犯人に騙されたと言えるな。どうやって盗んだの？まず事件が起こる4日前の1968年12月6日に、日本信託銀行国分寺支店長宛に速達で郵便物が届いたんだ。その内容は翌7日午後5時までに指定の場所に300万円を、女性行員に持ってこさせないと、支店長宅を爆破するっていう脅迫状だった。事件の前からいきなり物騒なことになってるじゃない。ただ、翌日7日に銀行員に扮した女性警察官を、脅迫状の指示通りに行動させて、警察官約50名を指定場所に張り込ませたんだが、結局犯人は現れなかったんだ。もしかして犯人に張り込みがバレたのかしら。だから現金輸送車の方を狙ったとか？いや違うんだ霊夢。むしろこれは現金輸送車を狙うための下準備に過ぎなかったんだよ。犯人としては300万円なんてどうでもよかったんだ。これが下準備？県の事件当日、府中刑務所裏の府中市栄町、通称学園通りと呼ばれる通りに差し掛かった現金輸送車は、その学園通りの途中で後方から白バイに追い抜かれたんだ。この時その白バイは道を塞ぐようにして停車して現金輸送車の動きも止めたぜ。これが犯人なのね。白バイに乗ってたってことだけど、確かあれって警察で使ってるものよね。一般人が入手できるものなの？あれには交通整備を行うための装備がいろいろ付けられてるから、普通はその装備を手に入れる段階でつまずくと思う。ただ、偽装も不可能ではないだろうな。でも輸送車の人たちはその犯人を違和感なく本物の白バイ隊員だって思ったのよね。いや、実は少し奇妙な点はあったみたいなんだ。その白バイはなぜかバイクの後方に軽自動車用のシートカバーを引っ掛けたまま、それを引きずって走ってたんだ。確かにそれは変ね。どういう意図があるのかしら？
考えられるのは土などに残るタイヤ痕を消すためとかかな。アスファルトだと難しいが、土だと柔らかいから後からシートを勢いよく引きずれば跡を消せそうじゃないか？正確な意図は分かってない感じなのね。その後は？白バイから降りた犯人は車に近寄り、運転手に小金井署のものですが、巣鴨警察署からの緊急連絡で、あなたの銀行の巣鴨支店長宅が爆破されました。この輸送車にもダイナマイトが仕掛けられているという連絡があったので、車の中を調べてくださいって言ったんだ。運転手は昨日点検したが、そのようなものはなかったと答えて、後部座席に乗車していた行員二人も車内を確認したが、当然それらしきものは見つからなかった。そうか、さっきの爆破予告はこの時のためのものだったのね。いきなり店長の家が爆破されたって言われても信じてもらえないけど、事前にそういう脅迫文が届いてたら信憑性が増すわね。その後、犯人は車の下にあるかもしれないと言って銀行員たちを車の外に出したんだ。この際に運転手は輸送車のエンジンは切ったが、キーは差したまま車を降りてたみたいだな。それでそのキーには車のトランクやジュラルミンケースのキーも、一緒に束ねてつけてあったんだぜ。犯人の狙いはその鍵束だったのね。そう考えると運転手には何としてでも外に出ていてもらう必要があるわ。全員を車外に出した犯人は、車の前方へ回って、ボンネットを開けるとエンジン周りを点検し、その後現金輸送車の下回りを捜索し始めたんだ。ちなみにこの事件当日には脅迫文のせいもあってか、銀行側から不審物に注意するようにって通達されてたみたいなんだ。そういう通達があったからこそ、その場にいたみんなが騙されてたのね。そうして車の下に潜り込むようにしてた犯人は突然、あったぞ、ダイナマイトだ、爆発するぞ早く逃げろと叫び、4人の銀行員を車から退避させたんだ。この時車の下からは本当に煙が上がって炎まで吹き出してたんだ。爆弾があるかもって思ってたら信じちゃうわよね。でもそれを聞く感じだと、多分発煙筒とかよね。鋭いな霊夢。その通りだ。でも騙されてしまった銀行員たちは、爆発の危険から身を守ろうとして現金輸送車から、東へ100メートルほど遠ざかり、民家の物陰や垣根に身を伏せたんだ。後部座席にいた行員の一人は、後続車に爆発の危険を知らせようとして道路上に立ち塞がり、トラックを停車させたぜ。さらに陸上自衛隊車両を運転してた自衛官は、反対車線の車の下から煙と火が吹き出しているのを発見したことで、消火器を持って駆けつけようとしたんだ。現場は完全に犯人の思うがままに動かされてるわね。そんな中、犯人は現金輸送車の運転席に乗り込みエンジンを始動させると、自ら輸送車を運転して府中街道方面へ急発進させたぜ。その後現金輸送車は府中街道刑務所角交差点を赤信号無視で右折し、大型ダンプカーと衝突しそうになりながら西国分寺方面へ走り去ったんだ。この一連の流れを犯人は3分でやってのけたんだ。これを3分で、事前練習とかしてたのかもしれないけど、それにしたって結構な度胸と演技力がいるんじゃないのこれ。そんなたった3分間の出来事だったが、銀行員たちが金を盗まれたことに気がついたのは10分も経ってからだったんだ。輸送車を移動させたのも、爆発により被害を少しでも抑えようとしてるって認識してたみたいだな。完全にパニックになったのかしらね。でも盗まれたって分かったならすぐに通報しないと。もちろんすぐに銀行員たちは動いたぞ。現場のそばに立ってた府中刑務所の監視等刑務官に向かって大声で、車が盗まれた、通報してくれ、と頼んで、さらに現金盗難現場からほど近いガソリンスタンドに駆け込むと、電話を借りて銀行へことの顛末を報告したんだ。そうして報告を受けた銀行では支店長代理によって110番通報がされたぜ。少し気がつくのに遅れてしまったけど、気づいてからの対応は早かったのね。ああ。だが、最初は現金輸送車に対する検問を実施した。警察官が実際にいるのかどうかっていう問い合わせが通報の内容だったことで、初動対応に遅れが出てしまったんだ。しかし検問を実施した警察官は存在しないと確認した警視庁は、9時50分には伊豆小笠原諸島を除く東京都全域に緊急配備を敷いたぜ。ちょうどこの日は毎年恒例の歳末特別警戒の初日だったんだ。検問をしてるんならどこかで怪しい車両とか見つかりそうよね。残念ながらそうはいかなかったんだ。当初は自動車の乗り換えを想定してなくて、現金輸送車と同型車種の黒色の64年型日産セドリック1900カスタムを発見することに重点を置いてしまったんだ。その後自動車の乗り換えが発覚してから、都内の主要な道路で全車両に対する詳細な検問を実施したんだが、そのせいで激しい交通渋滞を招いてしまい、結果的に多くの車両を検問することはできなかったぜ。これは痛いミスね。乗り換えは絶対ありそうなことだし、それこそ私が犯人の立場でもすると思うわ。実際これが痛手だったんだと思う。警視庁は夕方までに検問を取りやめて、
夜になってからも捜索は続けられたんだが、結局犯人と盗まれた現金は発見できなかったんだ。犯人はまんまと逃げを失せたわけね。でも確か白バイはその場に置いていったのよね。それならそこから証拠品とか見つかりそうだけど。もちろん遺留品は見つかってるぜ。しかも全部で124点もの数があるんだ。それだけあればどこかしらの犯人を特定できる何かが残ってそうね。当初は警察もそう考えてたと思う。ただ犯人もそれを想定してたのか。遺留品のほとんどが大量生産品だったり盗難品だったりしたんだ。そのせいで販売ルートからの犯人の特定は困難になってしまったんだ。大量生産品って安く買えるから消費者としてはいいんだけど、こういうところで難点が出てしまうのね。ああ。まず事件発生現場からは犯人が残した白バイとハンチング棒が発見されてるぜ。このバイクが怪しいわよね。多分これって本物の白バイじゃないんでしょ？その通りだ。このバイクは1968年11月19日から20日の間に盗難されたものだってことが判明してて、本来は青色だったのを犯人が白く塗って偽装してたみたいだな。しかも1968年当時の警視庁で採用されてた白バイの車種はホンダ製で、犯人が使ってたヤマハ製の白バイは存在しなかったんだ。そしてより本物に見せるために、赤色灯に偽装されたストップライト、広報用スピーカーに偽装されたトランジスタメガホン、書類箱に偽装されたスイッチとクッキー缶、ホースバンド、ストップライト固定用のステンレス製タオル掛けなどが装着されてたぜ。こうして聞いてみるとかなり作り込んであるのね。しかも偽装に使われたものは、さっきも言った通り大量生産品や盗難品だったんだ。だからここから犯人を特定するのは難しいとされたんだ。バイクも盗難されたものだしかなり厳しそうよね。ただ、バイクがいつこういう改造をされたかは大体判明してるんだ。トランジスタメガホンは白ペンキで2度塗装されてたんだが、表層面の塗装が剥がれた部分に4ミリメートルほどの、紙片のようなものが数箇所付着してたんだよ。調べてみるとひし形状の模様や黒い点が見えてたんだ。何かしら、何かのチラシだったとか？それが何なのか調べるために警視庁科学検査所が鑑定した結果、新聞紙片だったんだよ。新聞の見出し部分を際立せるために使われる、地紋の模様の一部であると推測されたんだ。おお、じゃあその新聞の発売日からバイクの改造日が特定されたのね。あくまで大体の日付だがな。まず、紙は愛媛県伊予三島市の大王製紙の工場で作られたことが判明した。次に製造された紙が使われてた産経新聞が配達された地域は、東京都三多摩地区だということも判明したんだ。その新聞が東京都多摩地区で配布された数は 13,485部、販売所数は12箇所だと特定されたぜ。犯人の住んでた地域が特定できそうじゃない。それがダメだったんだ。配達地域の住民の転出入が激しかったことや、新聞を購読する家が頻繁に変わってたことから捜査は難航したんだよ。なんとか2年がかりで販売所を特定できたんだが、順路町はすでに処分された後だったんだ。そっか。今まで買ってた人が購読をやめたり、逆に今まで買ってなかった人が買い始めたりもあるわよね。でも現場にはハンチング棒が落ちてたんでしょ？髪の毛とか汗とかが付着してれば DNA 鑑定できそうよ。残念ながらしょうもないミスで使えなくなってしまったんだ。この帽子は偽装白バイが事件現場まで引きずってきた。ボディカバーの中から発見されて、帽子に付着した汗を検出すれば、少なくとも実行犯の血液型を特定できたとされてたんだ。なんでそこに入ってたのかは謎だけど、重要そうな証拠じゃない？ところが遺留品の多さから楽観ムードだったのか、鑑定に出す前に軽自動車で交互に被ってたんだ。そのせいで鑑定不能になってしまったんだよ。ちょっとどういう神経してるの？なんで現場のものを勝手に触ってるのよ。それでこのハンチング棒は大阪市東成区の中央防止製だということが判明してて、どこの小売店で売られたのかもわかったんだが、誰に売られたのかまでは特定できなかったんだ。DNA 鑑定ができれば違ったかもしれないのに、警察の失態を擁護するわけじゃないが、ボディカバーの中から発見されたっていうのがどうも怪しく思うんだ。ここまで細かく偽装や演技をする犯人が、そんな露骨に怪しいものを残すか？もしかしたら捜査の撹乱を狙って犯人がわざと残した遺留品かもしれないってこと？あくまで可能性の問題だがな。いずれにしても鑑定に出す前に遺留品をあれこれ触るのはいただけないな。そうよね。そういえば発煙筒とかはどうだったの？これも横浜市保土ヶ谷区の日本カーリット保土ヶ谷工場製が製造した、ハイフレイヤー5っていう発煙筒だって判明してるぜ。ただ、ガソリンスタンド等を中心に4190本が販売されてたんだ。つまり大量生産品だな。この発煙筒には NHK の、電波科学昭和43年7月号の付録だったテレビ回路図が巻き付けてあったぜ。これも量産品だったのね。
でもなんで回路図を巻きつけてたのかしら？後で詳しく話すんだが、実はこの回路図は脅迫文を作るために使われてるんだ。よくあるだろ？文字だけ切り貼りして文章にするやつ。なるほど、それに使ってたのね。だけどますます謎じゃない？発煙筒は現場に残ってたんだし、そこからバレるかもって思うとさっさと燃やすなりして捨てると思うんだけど。実はな、霊夢、発煙筒には銅線も巻き付けられてて、マグネットキャッチって呼ばれる建具部品を分解したものが引っ付けてあったんだ。これはいわゆる磁石なんだが、鉄線と比較すると透磁率が悪かったせいで、磁力が十分に働かず発煙筒は道路上に落下して残されたんだ。この磁石も現場の大平製作所が製造してて、43,240個が流通してたぜ。犯人としては発煙筒ごと持っていきたかったのかしら。やっぱりこの発煙筒も証拠になりうるし。ただ、こうやって発煙筒がその場に残ってしまうのも想定はしてたんだと思うんだ。わざわざ回路図を巻いてたのも捜査を攪乱するためじゃないかとも言われてるからな。遺留品にも謎が多いわね。そういえば検問に現金輸送車が引っかからなかったみたいだし、犯人はどこかで乗り換えてるのよね。そこが次の現場かしら。ああ、東京都国分寺市西本町の国分寺史跡七重塔跡近くの、墓地入り口及び武蔵国分寺跡のくぬぎ林が第二現場とされてるな。現金輸送車はここに乗り捨てられてたんだ。ただ、現金輸送車の中には現金や現金を入れてた。ジュラルミンケースは残されてなかったぜ。犯人はジュラルミンケースごと持って逃げたのね。まあ3億円をわざわざそこで出す意味もないし当たり前かもだけど。この第二現場では事件当日の朝に濃紺のカローラが駐車してるのを、近隣の住人が目撃してるんだ。犯人は現金輸送車をここまで運転してきた後、現金の入ったジュラルミンケース3個を、あらかじめ用意してたカローラへ移し替えて逃走したと考えられてるぜ。このカローラが検問に引っかからなかったのが痛いわね。ジュラルミンケースを手持ちしてたら目立つから、犯人としては車を使いたかったんだろうし。ああ、多分どこかのタイミングでうまく検問を受けずに逃げたんだろうな。たらればだが、もっと早い段階で、乗り換えの可能性を視野に入れていれば変わったかもしれないな。犯人の手のひらの上で踊らされてる感じが腹立つわね。次に府中市境町、明星高校近くの空き地が第三現場と呼ばれてるな。犯行前に偽装白バイをカバーで覆って止めてるところを、近所の住人が目撃してるんだ。捜査本部によると犯人は銀行を出発した現金輸送車を、盗難車である緑色のカローラで追跡し、輸送ルートを確かめてから第三現場で、最初のカローラを乗り捨てたと推測されてるぜ。この現場からは緑色のカローラとレインコートが発見されてるぞ。さすがに下見はしてたのね。まずレインコートだが、これは濃紺色のもので帰る脱ぎした状態で第三現場に残されてたんだ。事件翌日にすぐ公開されたんだが、一般からの情報提供はほとんどなかったんだよ。このレインコートは事件の10年前に製造されたもので、製造した会社は1958年時点ですでに倒産してたんだ。それだと販売ルートの特定はさすがに無理そうね。最初は重要な遺留品じゃないって思われてたみたいなんだが、3年後に実は重要な遺留品だったことが判明したんだ。袖裏にアイロンをかけた跡があって、内襟にクリーニングのタグの跡を示す白い糸がついてたんだよ。どこかでレインコートをクリーニングしたっていう証拠が残ってたのね。でも3年も経った後だともう追跡調査は無理そうね。ああ、残念ながらこの遺留品は無駄になってしまった。そしてもう一つの遺留品であるカローラなんだが、11月30日から12月1日の間に盗難されたものだと判明してるぜ。発見時、このカローラはハンドアでワイパーは動いたまま、窓は開けっぱなしの状態だったんだ。捜査本部の推測によると、カローラの乗り捨てられた状態と偽装白バイの後部に、シートカバーを引っ掛けたまま走行してたことから、犯人には犯行を遂行するのに時間的余裕は、全くなかったんじゃないかってされてるな。下見したらすぐに実行って感じだったものね。カバーを引きずってたのも意図的じゃなくて偶然だったのかも。気づいた時にはもう直してる時間もなかったのかもしれないわね。その可能性があるな。次に最後の現場だが、東京都小金井市本町の団地敷地内の駐車場が第4現場と呼ばれてるんだ。第2現場で犯人が現金輸送車から乗り換えた。2番目のカローラが乗り捨てられてたのがここだぜ。事件発生から4ヶ月後の4月9日に発見されたんだが、乗り捨てられたカローラの車内に現金を抜き取った後の、空のジュラルミンケースが3個残されてた。一旦ここまで運んできてから中身を別の何かに移し替えたのね。それがそうとも言い切れないんだ。この2番目のカローラがどういうルートで移動してたかが分かってないから、また別のどこかに止めてそこで現金を移した可能性も捨てきれないぜ。そっか。団地みたいな人目の多い場所でやるのはちょっとリスキーよね。ただ、捜査によるとこの団地の駐車場からは、
犯人が盗んだものと思われる盗難車両が他にも見つかってるんだ。他にも盗んでたの？プリンススカイライン 2000GT 日産ブルーバード、プリンススカイライン1500の3台だな。どの車も盗まれたシートカバーで覆われてたせいで発覚を免れてたんだ。1971年に工学者の糠田巌さんが警察の依頼で遺留品の鑑定を行ったんだが、2台のシートカバーの紐の結び方を比較した結果、それぞれの結び方が異なることから、ブルーバードを盗んだのも3億円事件の犯人だとすれば、3億円事件の犯人は複数犯であると結論付けてるぜ。それは私も少し考えたわ。一人でやるにはあまりにも手が込みすぎてるもの。どこかで少しでもミスをすれば破綻するような一発勝負の計画だし、複数犯っていうのは十分あり得るわね。他にも1968年11月9日に盗まれた、ホンダドリームっていうオートバイも発見されてるんだ。1968年当時、ホンダドリームは警察の白バイとして採用されてた車種だから、犯人はもともとこの盗難したオートバイを、偽装白バイに改造しようとしてたんじゃないかって推察されてるぜ。それならなんでこのバイクを使わなかったのかしら？実はオートバイの持ち主によると、この車体は減速時にノッキングを起こしやすい不具合があったらしいんだ。だから犯人は盗難後に試運転を行ったものの、エンジン系の不調に気づいたから別のバイクを入手して、偽装白バイに改造したんだとされてる。その証拠にこのバイクの盗難後の走行距離は 60km と短かったんだ。犯人にとって予想外の事態が起きたのね。でも結局偽装には成功してるし、やっぱりそれだけそっくりに見えるようにしてたのかしらね。他にもプリンススカイライン 2000GT の車内に競馬専門誌2部とスポーツ誌1部、府中の東京競馬場近くの喫茶店のマッチ、平和島協定のチラシが残されてたり、プリンススカイライン1500の車内から、女性もののイヤリングが発見されたりしてるんだ。どれも本来の車の持ち主には身に覚えのない品らしい。ということは犯人はギャンブルをやる傾向のある人間で、少なくともその車に女性を乗せたことがあるってことになるわね。それか複数犯の説で考えると犯人グループの中に、ギャンブル愛好家や女性メンバーがいたってことになるな。とはいえ犯人特定の証拠にはならなかったが。そういえばジュラルミンケースは？あれに指紋とかはなかったのかしら。残念ながらそういうのはなかったな。ただ、一つのケース内部に土が 1.5g 付着してたんだ。警視庁科学検査所の鑑定によると犯行現場から、4km 離れた国分寺市恋学母の雑木林の土壌に酷似してるらしい。さらに農林省林業試験場の鑑定だと第二現場の土壌に近似してるっていう結果が出たんだ。このことから捜査本部は、恋学母付近に犯人のアジトがあるとみて捜査したんだが、アジトも犯人検挙につながる情報も得ることはできなかったぜ。でも、少なくとも犯人がそこでジュラルミンケースを開けた可能性は高いわよね。じゃないと内側に土がついたりしないでしょうし。それはそうなんだが、いずれにせよ証拠にはなってないからな。この時点でかなりの遺留品が出てるけど、未だに犯人の像が見えてこないわね。ああ。ただ最初の脅迫文を出した人間の血液型はわかってるんだ。この脅迫文を作るために犯人は近代映画と電波科学っていう、雑誌の文字を切り貼りしてたんだが、切手を貼るときに唾をつけて貼ってるんだ。この唾から血液型が B 型だってことが判明してるぜ。おお、一歩前進ね。でも B 型の人間なんて大量にいるでしょうし。他に決定的な何かがないと特定は難しそうね。これだけ大量の遺留品を残して捕まってない犯人だが、一応疑惑がかけられてる人間は複数いるんだ。あら、誰なの？この時点で結構話が長くなってるから一番主流のやつを挙げるが、事件当時、立川市内で車両窃盗を繰り返してた、非行少年たちによって結成されてた立川グループのリーダー格の S だ。車両の窃盗か。確かに今回の事件の犯人も相当手慣れてるし、あり得るわね。理由として挙げられてるのは車の三角窓を割り、ドアの鍵を開けてエンジンとスターターを直結するという車の窃盗手口。地元出身で土地勘がある人物。車やバイクの運転技術が巧み。1968年3月に立川市のスーパーで、発煙筒をダイナマイトに見せかけた強盗事件を起こした仲間と親しい。父親は白バイ隊員で、白バイに関する知識が豊富。親族以外のアリバイが不明確。事件前に東芝や日立製作所の現金輸送車を襲う話をしてた。こんな感じだな。これもう確定じゃないかしら？ただ S じゃないとする反証もあるんだ。まず S の自宅に家宅捜索が行われたんだが、入手したはずの現金が一切見つかってないんだよ。次に事件前日の夜、新宿で飲酒してたとされてて、単独犯の場合は複数の車両を使った犯行を、朝にできるとは考えにくいとされてる。しかも血液型は A 型だから、脅迫状の切手の B 型とは違うし、
脅迫状の手書き部分の筆跡と一致しなかったんだ。でも現金は隠そうと思えばどこにでも隠せるわよね。一日、それこそ数時間もあれば家以外の場所に隠せるわ。それに非行を常習的にやってたグループなんだったら、それこそ複数犯だったって考えてもいいじゃない。それなら血液型や筆跡はいくらでも偽装できるわ。まあ、複数犯ならそれも可能だな。そういえば銀行員たちは犯人の顔を見てるんじゃないの？実はそこも問題だったんだ。当初銀行員たちは犯人の顔が第一容疑者になってた S によく似てるって話してたんだ。それを聞いた警察は S そっくりの人物の、モンタージュ写真を勝手に作ってしまったんだ。本来は顔のパーツを部分的に繋げて作られるんだが、さもその写真が犯人の顔であるかのように広めてしまったんだよ。なるほど。実際は違う犯人だったかもしれないのにそういうことをすると、普通の人はそれが犯人の顔だって思っちゃうわよね。しかも事件から3日後の12月13日に行われた聴取では、銀行員たちの証言が変わってたんだ。本当は事件時のパニックで詳細な顔を覚えてなかったり、そもそもそのうちの一人は顔が見えてなかったんだ。じゃあなんでそんな嘘の証言しちゃったのよ。考えてもみろよ。キーを差し込んだまま逃げた。通報が遅れたっていうミスを犯した責任感に加えて、犯人の顔も覚えていないってなったら精神的にも来るだろ。つまり重圧から証言に大きなバイアスがかかっていた可能性が挙げられてるんだ。知らないなら正直に知らないって言わないと無駄足じゃないのよ。どうやら最初は4人同室で取り調べを受けたみたいだから、お互いの意見に流されやすい環境ができてたのも良くなかったみたいだな。ということは、今回はモンタージュ写真は信用できないわけね。でもさっきの根拠から考えるに S が一番怪しいと思うのよね。そもそも普段から悪いことしてるわけだし、別件で捕まえて洗えば何かわかりそうだけど。それがな霊夢、残念なことに S は事件から5日後に亡くなってるんだ。事故とかかしら。いや、1968年12月15日に、父親が購入していた、青酸カリで服毒自殺をしてるんだ。ただ、周りの人間は S は自殺するような人間ではないと口を揃えてるし、青酸カリが包まれた新聞紙からは父親の指紋しか検出されてないんだよ。あれ、ちょっと待ってよ。それって本当に自殺なの？だってもし自殺なら新聞紙に指紋が残ってるはずよね。自殺するためにわざわざ手袋とかして指紋を隠すとは思えないんだけど。今から私が言うことは少し失礼かもしれないが、なんとなく S の父親がおかしい気がするよな。もしかしたら S は自殺したんじゃなくて、自殺っていう形で処分されたんじゃないのか？父親は警察だったわよね。自分の息子がそういう犯罪をしてしまったから、自殺っていう形でけじめをつけさせようとしたとか、その可能性もゼロとは言い切れないな。でも、こういう考えはどうだ？父親が実は主犯格で、息子に現金を盗ませた後、容疑がかかったところで、自殺に見せかけて処分する。そうすれば秘密を知ってるのは自分だけになるよな。いや、ちょっと待ってよ。でも団地で見つかった盗難車からはいろんな遺留品が見つかってるわよ。もし S や父親にそういう趣味とかがあるなら、それも捜査線上に浮かんでくるはずじゃない。霊夢よ、相手はとにかく用意周到に準備してたやつだぞ。当然自分に容疑が向けられた時用の対策も練ってるはずだろ。わざと現場に自分とは無関係の遺留品を置いとけば、あとは勝手に警察が勘違いして捜査を進めてくれるよな。だとしてもリスキーすぎる気がするのよね。確かに S の父親が何か怪しいのは確かなんだけども。まあ少しひどいことを言ったかもしれんが、実は事件の前後で盗難されたバイクや自動車、さらには現金輸送車の目撃情報があるんだ。それを事実だとするなら、実行犯は若年の男で間違いないと思うぜ。一応その S 以外にも容疑がかかってる人はいたのよね。そう考えると、結局誰が犯人なのか全然わからなくなってくるわ。7つ目、廿日市女子高生事件。まず事件の概要から話していこう。この事件が起こったのは2004年10月5日午後3時で、当時高校2年生だった北口さとみさんが自宅離れで仮眠していた時に襲われて殺害されたというものだ。離れがあるっていうことはそこそこ大きい家だったのかしら。しかも、室内で襲われたってことだから外部から誰かが侵入してきたということよね。犯人については後で説明するが、その考え方は合ってるぜ。ただ詳しい侵入経路や方法については明らかになってないな。犯行の模倣を防ぐためかもしれないが。確かに真似されたらまずいものね。ああ。この事件が発覚したのは被害者であるさとみさんの悲鳴を聞いた祖母と次女が駆けつけたからなんだ。この時、階段を駆け下りる音も聞いていたみたいだ。犯人に襲われて急いで逃げようとしていたのね。
しかし里美さんは犯人に玄関先で刺されてしまうんだ。司法解剖によれば胴体を複数回刃物で刺された上に、首を切り裂かれていたんだ。かなり残忍な犯行ね。おばあさんと妹さんはその後どうしたの？それがまだその時犯人が1階にいたみたいなんだ。犯人は祖母にも襲いかかり、腹部や背中を10箇所近く刺されてしまった。見境なしって感じね。ただ、次女の方はなんとか逃げることができたらしく、裸足のまま30メートル離れた近所の園芸店まで助けを求めに行ったぜ。その後はどうなったの？二人ともすぐに救急搬送された。祖母はなんとか助かったんだが、残念ながら里美さんは出血多量で死亡してしまったんだ。かなり刃物で刺されてたみたいだし、傷が深いところまで達してたのかもしれないわね。一番最初に油断してるところを襲われたわけだから、傷が深くなったのかもしれないな。もちろん警察は捜査してくれたのよね。ああ。ただ目撃証言が祖母と次女の二人しかない上に、里美さんに恨みを抱いているであろう人物が特にいなかったことから捜査は難航してしまったんだ。犯人は妹さんが助けを求めに行ってる間に逃げたみたいだけど、何か情報とかはないのかしら。あくまで二人からの目撃証言を元にした情報だが、年齢は20歳くらい、身長は165センチくらい、がっちりとした体格、目が細くて頬にニキビのような跡、髪を立たせており、若干茶髪、ダンロップ製の運動靴を履いていたらしい。靴はいくらでも履き替えられるし、それ以外の特徴も普通に該当する人がいそうだけど。そうなんだよ。正直こういった特徴を持ってそうな人間って割といると思うんだ。だからなのかもしれないが、捜査は難航してしまい犯人は見つからずじまいだった。とはいえそのまま逃がすわけにはいかないわよね。二人も傷つけられて、しかも一人は亡くなってるんだから。もちろん里美さんの父親も同じ気持ちだった。事件が風化しないようにブログで何度も呼びかけてたんだ。そして2008年3月には、犯人逮捕につながる有力情報の提供者に対して、最高300万円の懸賞金を支払う捜査特別報奨金制度対象事件にもなった。奨励金が出るほどの事件になったってことは、警察としてもそれだけ重大な事件って認識してたのね。ああ。そのおかげかテレビなどの報道機関でも未解決事件として取り上げるようになっていった。たまにテレビとかでやってるわよね。実際にあれで有力な情報が出て犯人逮捕につながったりもするみたいだし、いい流れになってきたわ。しかも2010年には殺人事件における公訴時効が廃止されたんだぜ。これまでは15年が経過すれば時効になっていた殺人事件だったが、それ以降は時効なしになったんだ。なるべく早く逮捕するのがベストではあるけど、どれだけ時間をかけてでも捜査できるようになったのはいいわね。とはいえすぐに捜査が進展するってことはなかったんだ。それからも犯人が特定できず、事件は迷宮入りしそうになっていた。そういう言い方をするってことは何か進展があったのね。進展があったのは2018年4月13日のことだった。別の暴行事件において任意捜査対象だった山口県宇部市の35歳の会社員の男、鹿島学がこの事件の犯人だったと判明したんだ。突然の展開ね。どうしてわかったの？今言ったように鹿島はこの時捜査対象になってたんだ。だから当然 DNA や指紋の採取が行われる。その採取の結果、事件現場から発見された DNA や指紋と一致したんだ。そういった証拠が残っていたのね。捜査が難航してるって言ってたから、そういうのも徹底的に隠されてたのかと思ったわ。多分当時の状況的に証拠隠滅はできなかったんだろうな。すぐに祖母や次女が駆けつけたし、目の前で次女に逃げられたから指紋の拭き取りもできなかっただろうしな。でもひとまず犯人が捕まってほっとしたわ。犯人はどういった人間だったの？鹿島は宇部市内にある土木建築会社に13年前から勤務してたみたいなんだ。社長によると無断欠勤などなく、仕事態度は真面目であったらしく、口数は少なくておとなしい性格だったと評価されてるぜ。少なくとも職場では真面目でおとなしい人間として通ってたのね。知り合いとか家族はなんて言ってたの？父親によると気は弱いし、引っ込み思案の性格らしいな。それを聞いた感じだと事件を起こすとは思えない性格だけど、でもそもそも別件で逮捕されてたのよね。ああ、2018年4月上旬にイラついたって理由で、後ろを向いてた部下の左足上部大腿部を走り寄って蹴り上げたんだ。この行動が原因で警察に通報されたぜ。カッとなるとすぐに手や足が出てしまうタイプなのかしら。それで逮捕された鹿島から採取された DNA や指紋がこの事件のものと一致したわけだな。なるほどね。ということは、鹿島は里美さんに何か強い怒りを覚えて犯行を行ったのかしら。いや、鹿島の供述によると以前勤めていた会社を解雇され、自暴自棄になった。
通りすがりに犯行に及んだらしい。つまり通り魔的な犯行であり、里見さんは完全に八つ当たりで殺されたことになる。あまりにも身勝手すぎない。どうして何の関係もない里見さんがそんな目に遭わなきゃいけないのよ。その通りだ。だから当然、そういった部分も裁判をする上で重視された。話を聞いた感じだと情状酌量の余地がない犯行だと思うんだけど、裁判だとどう判断されたの？まず初公判が開かれたのは2020年3月3日だった。すでに例のウイルスが問題になってた時期で、鹿島も法廷にはマスクをつけて現れたみたいだな。捕まったのが2018年だったこともあって、裁判もかなり最近ね。鹿島は法廷内での証言や情報などに一切間違いはないと全て認めたみたいだ。ちょっと意外ね。もっとごねるかと思ってたけど、もう諦めてたのかもしれないな。広島地検は犯行について、凶器となった折りたたみナイフ自体の殺傷能力は高くないが、被害者の負った傷に照らせば、ためらうことなく多数回、非常に強い力で突き刺した。また致命傷ではないが、里見さんの首を切り裂くなど残忍で相当に悪質な対応。自宅でくつろいでいたところを突然襲われた苦痛や恐怖は想像に絶する。何の落ち度もない被害者を殺害したと指摘したんだ。実際その通りよね。何の関係もない里見さんを身勝手な理由で殺したんだし。さらに重傷を負わせた祖母に関しても殺人でなく殺人未遂にとどまったのは、搬送された病院に心臓血管外科医が折り直ちに手術ができたからであり、偶然の事情によるところが大きいとしているぜ。それこそおばあさんも殺されてたかもしれないのよね。一応殺人未遂にはなるんだろうけど、明確な殺意を持って行動してたのは間違いないと思うわ。そして広島地検によると、鹿島は別に解雇されたってわけじゃないみたいなんだ。でもさっき本人がそう言ってたんじゃなかった？犯罪者の言葉を鵜呑みにしない方がいいぜ。どうやら調べによると、鹿島は事件当日寝坊をしてたみたいなんだ。それで自暴自棄になって会社の寮を飛び出し、やりたいことをしようと思い立ったらしい。ちょっと待ってくれる？なんで寝坊をしただけで自暴自棄になるのよ。確かに慌てるのはわかるけど、そこまでなるかしら。広島地検によると被告人は情緒面の発達が乏しく、物事を段階的に捉えがちで、その段数が少ない。寝坊したことで直ちに会社を辞め、被告人にとっては明日世界が滅びると知った。とも言える状況と捉え、自暴自棄になった。らしいな。精神的に不安定になりやすい人間だったのかしら。それでやりたいことっていうのが殺人だったから犯行に及んだってわけね。いやそうじゃないんだ。鹿島の目的は性行為を行うことだったんだ。今まで異性と関係を持ったことがなかった鹿島は、ナンパをしようにも性格的に難しいと考え、強姦をしようと思い立ったらしい。それで里見さんが標的にされたっていうの？ああ。家に帰宅してきた里見さんの姿を偶然目撃してターゲットにしたようだな。用語のしようがないわね。里見さんをターゲットにした鹿島は鍵が開いていた離れ家と侵入し2階へ上がると、ベッドの上で音楽を聴きながら寝そべっていた里見さんへナイフを向けて脅したんだ。しかし里見さんはベッドに腰掛けた後、隙を見て部屋の外へと逃げ出した。それを鹿島が追いかけていって玄関先で事件が起きたのね。ああ。里見さんは階段を降りてる最中に足がもつれて転げ落ちてしまい、そこで鹿島に追いつかれてたみたいなんだ。それで2階に連れ戻されそうになったから抵抗していたところを刺されたようだな。そういえばその後で鹿島は逃げたのよね。どうやって逃げてたの？鹿島の供述によるとバイクを使ったらしい。事件現場に来る時に乗ってたのもそのバイクだった。バイクなら確かに逃げるのに適してるかもね。そのまま県外に出られたら捜査もしにくくなるし。とはいえ生まれ持った人間性は変えられなかったんだろうな。結局別件の事件を起こし、それが原因で捕まったわけだから。そうね。遅かれ早かれ捕まってたんでしょうね。ああ。鹿島は弁護側被告人質問の最後に自分には死刑がふさわしいと思っている。と語ったらしいが、死刑にはならなかった。自分勝手な犯行だし遺族からすれば死刑にしてほしいでしょうけど、確かにこれで死刑にするには色々と足りないでしょうね。ああ。死刑にするかどうかの基準には犯罪の性質、犯行の動機、犯行対応、殺害方法の必要性、残虐性、結果の重大性、特に殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状などがあるんだ。今回の事件はかなり身勝手なものだが、これを死刑にするのは少し難しいだろうな。結局判決は何だったの？鹿島に下されたのは無期懲役だ。死刑になってそれで終わらせるよりは、ずっと自分の罪で苦しませる方が効果的だろう。犯行に使ったナイフを処分せずに宇部市の自宅自室の引き出しの中にずっと隠してたくらいだからな。でも遺族の方の気持ちや里見さんのことを考えると、なんだか納得できない気持ちもあるわね。
8つ目、自殺サイト殺人事件。この事件が発覚したのは2005年2月23日、大阪府河内長野市を流れる加賀田川で、山歩き中の人が途中に、半分以上埋められた女性の死体を、発見したことがきっかけだったんだ。発見された加賀田川ってどんなところなの？下流域は市街地なんだが、死体が発見された周辺は、不動と林道が混在するエリアなんだ。そこにある砂防ダムの近くの川岸が、発見場所だったそうだ。身元はすぐにわかったの？この時発見された被害者 A さんは、死体発見のわずか4日前に殺されていたんだが、死体発見の2日後の2月25日に、同居していた母親によって大阪府警に、家出人捜索願いが提出されていたそうだ。実は A さんの遺体は発見時、数日間山中の砂防ダムの砂中に埋められた上に、その一部が動物によって掘り返されて、見るも無残な姿になっていたそうなんだが、かろうじて指紋のいくつかを採取することができたため、行方不明前に暮らしていた自宅から、指紋を採取して照合できたらしいんだ。そこからどうやって犯人の M にたどり着いたの？被害者の A さんの自室にあった、パソコンの履歴から自殺サイトに、頻繁に書き込みをしていたことを把握、そのサイトを通じてやり取りしていた M を割り出したそうだ。M は素直に犯行を認めたの？大阪府警が M に事情聴取した時点で、すんなりと自分の犯行だと認めたそうなんだぜ。そして2005年8月5日、当時大阪府堺市に住み、派遣社員として働いていた、M が逮捕されたんだ。あっさりと警察に御用になったわけだけど、そもそもこの犯人の M ってどういう男なの？犯人の M は大阪府内の小学校、中学校、高校を表向きは普通に卒業して、1987年に石川県にある私立大学の、情報工学科に入学したものの、同級生の男性が白色スクールソックスを、履いていたのを見かけて性的に興奮し、その首を絞めるという事件を起こしてしまうんだ。白色スクールソックスを履いていたのを見て興奮？犯人の M が供述したところによると、小学校4年か5年生の頃にとある、推理小説を読んでいた際、犯人が麻酔薬を染み込ませた布を、少女の口に押し当てて失神させて、誘拐するという場面に性的興奮を感じて以来、人が苦しみ悶絶する表情を見ることによってのみ、性的興奮を感じるようになったらしいんだ。苦しみ悶絶する表情で？それが首を絞める行為のきっかけ？ああ。逮捕時、犯人の M は37歳だったが、一般的な男性のように女性の裸などを見て、性的興奮を感じることもなければ、女性と性的な交渉を持つことも、一切なかったと判決でも明らかにされているんだぜ。首絞めの動機はわかったけど、白色スクールソックスは？犯人の M は中学生の頃から、白色スクールソックスを履いている人にも、性的興奮を感じるようになったんだが、そのきっかけは中学時代に M の学校に、教育実習のために来た女子大生の、首を絞めることを妄想しているうちに、その女子大生が履いていた、白色スクールソックスと、首を絞めるという妄想がもたらす、性的興奮が紐付けられてしまったらしいんだ。ああ、それで M の中で性的興奮を感じるトリガーが、首絞めと白色スクールソックスになったということね。ああ、実際そのトリガーのために、犯人 M には2005年8月5日に逮捕されるまでに、いくつかの前科前歴があったんだ。前科前歴が？犯人 M が首絞めという行為で、性的興奮を感じるようになったのは、前述の通り小学4年か5年の頃なんだが、まずは小学校5年生の頃に、年下の近所の子供を襲って、口や鼻を塞ぐという事件を起こしたらしい。それ以降、高校を卒業するまでに、性的欲求を満たすため、たまたま目に留まった通行人の口や鼻を、手や薬品を染み込ませた布で塞ぐという事件を、50件余り繰り返していたそうだ。50件？その間ずっと問題にされなかったの？近所の子供の場合は、親が謝罪に行くことで済ませていたらしいが、高校の時はそうもいかず、首絞め事件を起こした高校を中退し、他の高校に転入することで、なんとか事件化することは防いだらしい。さすがに親元を離れて大学生になった時に、起こした事件は、そうはいかなかったということね。ああ、実際には退学といっても、事件が明るみに出たことで大学から、処分される前に自主退学したそうだがな。石川県からふるさとの大阪に舞い戻った後は、印刷インク会社のインク配達業務や、印刷工などの職を転々、25歳になった時に民営化前の郵便局で、非正規採用職員である、有名人になったんだ。当時は非常勤国家公務員という位置づけだったわよね。しかし2年後の1995年2月に、
郵便局員として働いていた。当時の勤務先の同僚に手錠をかけ、口や鼻を手で塞いだり、スタンガンを押し当てるという、暴行事件を起こして逮捕されたんだ。逮捕？じゃ仕事は解雇されたの？ああ。しかしどういうわけか、起訴は見送られたんだ。ちなみにこの暴行事件の被害者も、白色ソックスを履いていたと言われているんだぜ。それで犯人 M はどうしたの？自ら進んで精神科に通院するようになり、主治医から乖離性障害との診断を受け、その後も定期的に通院していたそうだ。じゃあ自分でも自分の性癖はおかしい、異常だという自覚があったわけね。それに犯人の M はこうした事件の犯人にしては珍しく、暴行や傷害事件を起こして逮捕拘留されたり、服役した期間を除けば、タクシー運転手や運輸業など、職を転々としながらも働き続けていたそうだ。へえ、確かに珍しいわね。こういうケースは犯人が引きこもりだったり、無職だったりすることが多いのに。さらに事件前年の2004年5月からは、人材派遣会社に登録して、派遣社員として、印刷機械の製造工として働いていたらしいんだが、こうした勤務態度の背景には、1999年から被害者 A さんを殺害する2005年2月まで、結婚を前提として交際していた女性が、いたこともあるのかもしれないな。結婚を前提とした交際相手？しかもこの女性と交際中の2001年3月には、通行中の見ず知らずの女性の背後から、ベンジンを染み込ませたタオルを、口及び鼻に押し当てる暴行事件や、6月には同じく通行中の見ず知らずの少女に、同様の暴行を加え、約1週間の怪我を負わせたという、傷害、暴行事件を起こし、2001年11月に大阪地方裁判所堺支部において、懲役1年、執行猶予3年の判決が下されているんだ。これが初めて M が刑に処された時というわけね。しかし2002年1月頃には、人を襲って口や鼻を塞ぎ、苦しませたいという欲望を募らせ、最後には窒息死させるという内容の小説を、自分のホームページ上に掲載し、それをきっかけとして、窒息して死に至る人間の最も苦しむ姿を見たい、という性的欲求に発展、執行猶予期間中の2002年4月に、通行中の男子中学生に対して、いきなりゴム手袋を仕立てて、口を押さえ込んで転倒させるなどの、暴行を加えて、全治4週間の怪我を負わせる、という傷害事件を起こしたんだ。執行猶予期間中に？まさに衝動には勝てないというわけね。結局2002年8月、この傷害事件で、大阪地方裁判所堺支部において、懲役10ヶ月に処されたんだが、執行猶予期間中の再犯ということもあり、前刑と合わせて服役することとなったんだ。そして事件前年の2004年3月に出所し、2ヶ月後から派遣会社員として働き始めていたんだ。この期間には精神科での治療は受けていなかったの？本人が後に述べたところによると、収容されていた加古川刑務所では、特段のカウンセリングや、矯正プログラムがなかったらしい。そこで M は自ら、郵便局での暴行事件の際の、主治医に獄中から手紙を出してみたが、出所してから治療してみましょう、という返事が届いたため、そちらにかけてみようと思ったそうだ。そこで出所後の2004年4月に再び、主治医の診察を受けてからは、逮捕される直前の2005年7月26日まで、2週間に一度のペースで診察を受けていたんだぜ。ではその治療では犯人 M の性的衝動が、殺人にまで及ぶことは抑止できなかったということ？うーん。そもそも犯人 M は主治医に対して、不眠やうつ症状を訴えていて、その他のことについては詳しくは相談していないそうだ。2004年10月に一度だけ、人を襲って窒息させたい衝動が、抑えきれずゴム手袋を買ってしまった、と相談したらしいが、それ一度きりだったらしいし、犯行を重ねていた当時も、そうしたことは診察では全く表さず、自身の性的衝動を抑える方法や、手段などについて相談することはなかったそうなんだぜ。そういう状態じゃ、いくら主治医でも、心の奥底までわかりようがないわね。そうした中、犯人 M は出所後3ヶ月が過ぎた、2004年7月頃になると、過去に自分が引き起こした事件を、思い出すことだけでは、自身の性欲を満たすことができなくなっていたらしい。そこでたまたま街で見かけた、ファーストフード店員が、白色スクールソックスを履いていたことから、店員の名前や勤務時間、通勤経路などを調べ、さらに尾行して自宅も突き止めたらしい。まさか、その店員を襲ったの？いや、計画中は最後には、窒息死させることを考えたそうだが、その時は死体を処理する方法が、思いつかないという理由で断念したそうだ。犯人 M のターゲットになっていた店員さん、後に知ったら心底ゾッとするでしょうね。次に犯人 M は、SM 好きの集まるサイトなら、
相手と同意の上で、窒息プレイをできるのではと思いつき、SM 関係のネット掲示板などを、熱心に閲覧し続けたものの、思うような相手を見つけられずに断念しているんだ。せっかく出所しても、やってることが、実はこの頃、犯人 M は治りそうもない、自分の性癖に対して自死を考え始めたらしい。そして SM サイトの代わりに自殺サイトを、閲覧するうちに、M の心の中にある、解決策が浮上したんだ。解決策？なんか嫌な予感しかしないんだけど、犯人 M に言わせれば、練炭自殺を一緒にやると騙して、相手を誘い出すことは簡単ではないだろうか。自殺に用いる睡眠薬の効きが悪く、無意識に車のドアを開けて失敗するのを、防ぐという名目なら手足の拘束も容易で、相手に逃げられずに思う存分窒息プレイが、楽しめるし、最後には相手の望みを叶えてあげるために、殺してあげればいいだけではないか、という解決策を思いついたということらしい。いやもう、なんと言うべきか、言葉をなくすんだけど、そこで犯人 M は自殺サイトに、練炭自殺の計画あり、もしよろしければご一緒しませんかと投稿。その一方で手足を縛る際の結束バンド、窒息させるために使うゴム手袋やポリ袋、タオル類にシンナー、さらに犯人 M にとって欠かせない、アイテムの一つである、白色スクールソックスなどをあらかじめ購入。そうして事件発覚のきっかけとなった、被害者 A さん殺害事件を起こすんだ。犯人 M の最初の被害者となった A さんは、当時25歳で、二人兄弟の長女として、大阪府で生まれ育ち、中学卒業後は定時制高校に進学したんだが中退。以降は実家で暮らしながら、アルバイトをしていたんだが、1998年頃に実家を離れて住み込みで、パチンコ店で働いた際に、人間関係がうまくいかずに退職。その後うつ病を発症し、自殺未遂を繰り返しつつも、離れて暮らす兄や同居の母に支えられながら、暮らしていた女性だったんだが、自宅に引きこもる彼女の外界との、接触の場がネットだったんだ。そのネットの中の自殺サイトで、犯人 M と出会ってしまったわけね。犯人 M は2004年12月頃から、身分証明書不要のインターネットカフェから、少なくとも19回にわたり、A さんとメールでやり取りをして、一定の信用を得ることに成功した犯人の M は、2005年2月19日夜、誘い出した A さんを、大阪府河内長野市内の駐車場に停めた車の中で、練炭自殺のための準備と信じさせて、手足を拘束した上で、口にガムテープを貼り付けた後で、右手で塞ぎ、左手で鼻をつまんで A さんを窒息させて、苦しみもだえながら A さんが失神すると、頬を叩いて目覚めさせ、また窒息させるという行為を、延々30分にわたって繰り返したんだ。なんていう卑劣なことを、やがて A さんの体力がなくなり、もがき苦しむこともできなくなると、最後のお楽しみとして、A さんを窒息しさせようと、口からガムテープを剥ぎ、シンナーを吸わせて失神させた後に、加賀田川の砂防ダムへ移動し、死体を埋めるために約10センチほどの、浅い穴を掘った後に車の中で、たっぷり10分間をかけて、A さんを窒息死させた後、身元がわからないように衣服を脱がせて、穴に埋めて死体を遺棄したんだ。まるっきり鬼畜よ。いくら自死を願ったとはいえ、こんな死に方を A さんが望むはずないじゃないの。しかも犯人の M は、後で犯行を、楽しめるように IC レコーダーで、A さんのうめき声を録音していたそうだぜ。さらに犯人の M は事前に A さんに対して、自分とのメールの送受信記録を、消去するように言葉巧みに依頼、使用した犯行のための小道具はすべて捨て、使用したレンタカーから犯行が発覚しないように、返却前にはタイヤに土を残さないように、入念に洗車、指紋を残さないために、ガラス部分はタオルで拭き上げて、髪の毛や体毛が残らないように、車内の隅々までカーペットローラーで、掃除してから返却していたそうだ。悪魔よ、なんて小賢しいのかしら。ちなみに小道具は犯行の度に新しく用意、レンタカーの返却前の徹底掃除、さらに被害者とのメールサーバー上の、送受信データを削除という一連の手順は、3人の被害者いずれの場合でも徹底していたそうだぜ。呆れるというよりただただ絶句だわ。次の被害者はどんな人だったの？ A さんの殺害後わずか4日で、死体が発見されたことを知った犯人 M は、大阪府警のホームページや新聞などのニュースを熱心にチェックする一方で、約2ヶ月間自殺サイトにアクセスすることを控えたそうだ。しかしその後、被害者 A さんの身元が分かったというニュースなどがなかったことから、A さんの事件は被害者の身元が分からないまま迷宮入りするかもしれない、などと考えて安心すると同時に、また人を窒息死させたいという欲望を抑えきれずに自殺サイトにアクセスして、そこに書き込んでいた神戸市に住む、
中学3年生の被害者 B 君と知り合ったんだ。まだ中学生の？それにしてもどうして自殺サイトに書き込みなんかしてたのかしら？ B 君は将来は弁護士やプログラマーになりたいという夢を持つ少年だったんだが、中学3年生になった頃、学校でいじめに遭い自殺サイトを閲覧、投稿していたらしいんだ。少年に自殺を断念するよう諭すでもなく、自分の欲望の犠牲者にしようとするなんて。犯人 M は2005年5月14日から20日にかけて、集中的に被害者 B 君とメールをやり取りして、2005年5月21日に神戸に住む B 君を、当時は大阪市東住吉区だった、JR 南田辺駅に呼び出したんだ。当時というと、今とは違う駅舎なの？ B 君が呼び出された頃は地上駅だったんだ。高架化された現在は大阪市阿倍野区になるんだぜ。話は脱線したが、午後2時頃駅前に停めた車に、B 君を乗せた犯人 M は大阪府泉南郡に移動。A さんの時と同様に自分の快楽のため、B 君を苦しみも耐えさせてもてあそび、午後5時頃に窒息死させた後、衣服を剥ぎ取ると大阪府泉市内の山林に、死体を遺棄したんだ。出会って殺されるまで約3時間、B 君の苦しみを想像すると辛いわね。しかも今回の犯行時は、A さんの時とは違い、顔や縛られた手足をデジタルカメラで撮影した上、録音のためにうめき声を出させようと、B 君の溝落ちを思い切り、殴りつけたりもしていたらしいんだ。鬼畜、何回でも言うわよ、鬼畜よこいつは。さらに B 君が窒息と失神、覚醒をループさせられていた時に、体をよじったり両足をバタつかせて、お願いやからやめて、こんなことやめて、人殺しはあかん、と必死に抵抗したり、懇願したのを無視していたんだ。さらに B 君を殺した後、当時の犯人 M とほぼ同年代だった。B 君の父を精神的に痛めつけることで、犯人 M の父親に対するストレスや、憤懣を晴らそうと思いついたらしい。犯人 M の父親？犯人 M の父親は大阪府警の警察官だったそうだが、家庭を顧みることがない人物だったらしい。さらに母親も発達障害を抱えた M に対して、厳しい体罰で臨むという子育て方針で、生きづらさを抱えた息子に、寄り添うというものではなかったらしい。だからって B 君の父親に自分の父親を投影して、八つ当たりをしようなんて、おかしいわよ。だよな。しかし M は2005年5月29日、行方不明の息子を案じる家族の元に公衆電話から、パソコンであらかじめ合成しておいた音声で、息子を預かった。返して欲しければ300万円用意しろ。大阪狭山市のファーストフード店に、明日の午後8時に持ってこい。警察に通報すれば命はない。警察に知らせたら、本当に殺すぞなどと脅迫。さらにこの時録音していた B 君のうめき声を、父親に聞かせたりしているんだ。悪魔よ、本当に悪魔だわ。さらに身代金を実際に受け取る気はなかったくせに、翌日父親に再度電話をかけて、B は二度と戻らない。警察に知らせたお前が悪い。と最愛の一人息子の安否を気遣う父親に、罪悪感を植え付け、その様子を、楽しんでいたとも言われているんだ。まったくなんてやつなの。そしてもう一人の被害者 C さんは当時21歳の大学生で、4人兄弟のしっかり者の長男として育ったそうだ。郷里から大阪に来て、一人暮らしをしながら、東大阪市内の私立大学に通ったものの、3年生に進級する際に単位が足りず留年してしまったんだ。あちゃー、それをきっかけにメンタルに問題を抱えるようになり、精神内科に通院するようになったものの、ふるさとの両親から長い人生何回でもやり直しが効く。嫌なら中退してもいいと励まされたことで、俺頑張る、絶対に親を泣かすようなことはしない。頑張って病気も治すからと言っていたらしいんだ。それなのに、5月の帰省から約1ヶ月後、C さんは自殺サイトで、犯人の M とメールをやり取りし、自殺を決意させ、B 君を殺害してからわずか20日ほど後の、2005年6月10日に大阪府河内長野市内で落ち合うと、これまでと同様に車に誘導し、後ろ手に C さんを拘束した後は、A さん B さんの犯行を踏まえて、より効率よく窒息を楽しめるように、とポリ袋辺を貼り付けたタオルを自作して、1時間以上にわたりこのタオルを使って、C さんを窒息させ、失神すると、アンモニアを嗅がせるなどして覚醒、さらにより長く楽しもうと、途中で休憩を挟むなどして、C さんの体力を少しずつ削ったんだ。人間の皮をかぶった悪魔ってこいつのことだわ。その間 C さんが必死に、なんでこんなことをするんですか。薬で眠っている間に楽に殺してくださいと懇願するも無視。俺の趣味や、もうちょっと声出せ。悪いけど俺は死ぬ気さらさらないから。と言って C さんを絶望させると、最後には15分以上にわたって鼻や口を、例のタオルで塞いで窒息死させたんだが、この C さんのケースは、後に裁判官も判決文でいずれの点においても、
A さんや B 君の事件よりも、より一層執拗かつ冷酷非道で残虐なもの、と断罪されるほどだったんだぜ。C さんの遺体はどうなったの？前の2件同様に衣服を剥ぎ取って、河内長野市加賀田の林道下の崖に位置しているんだ。加賀田って A さんの遺体の遺棄現場の近くってことよね？ C さんの死体を遺棄した頃は、A さんの死体が発見されてから4ヶ月近くが経っていたし、一度徹底して捜索された後だから、逆に安全と考えたのかもしれないな。確かにその可能性はあるかもね。B 君 C さんの死体遺棄後は、死体の状況を、デジタルカメラで記録したいという欲求もあり、死体が警察に発見されたかどうかを確認するために、死体遺棄現場をたびたび訪れていたそうだぜ。犯人は犯行現場に戻るとは言うけど、己の欲望のために戻るなんて。実は取り調べを受け始めて間もなく、M は残り2件も自白。このことによって、家出か事件か判別がつけられていなかった二人が、M によって殺害されていたことが分かったんだ。そして供述通り白骨死体となった、B 君と C さんの遺体がそれぞれ発見され、2005年12月2日の初公判で、M は起訴事実について全面的に認めたんだ。裁判では弁護側は争う姿勢は見せなかったの？いや、もちろん精神鑑定を要求したものの、最終的には犯行時、社会生活を営む十分な能力を有していた。用意周到に計画し、様々な用具を購入、準備した上で殺人を犯し、証拠隠滅行為も、入念に行えていると認定。自利弁識能力及び行動制御能力の存在に、疑問を抱かせる事情は特に見当たらないと一刀両断。確かに、その通りね。さらに判決では、弁護人が裁判中に、M は犯行当時プチッと、頭にスイッチが入った実行モード中であり、知性も十分にある M が、性的興奮の欲求を、コントロールできず殺人までしてしまうのは理屈に合わず、その責任能力に疑問があるとしたことに対しても、M に対して共感性の欠如が疑われる部分はあるが、法的な責任能力については問題ないとされたんだ。あれだけの極めて高い計画性を、見せつけられたんじゃ、そういう結論になるのが妥当だわ。さらに被害者らの無念や遺族の処罰感情は、峻烈なのに、M には見るべき資産もなく、両親との関係も断絶していることから、今後において被害者らの遺族の被害感情を少しだけでも、緩和させるに足る被害弁償がなされる見込みは乏しいと断罪、死刑判決が下されたんだ。犯人の M はどうしたの？2007年3月28日の死刑判決後、弁護人が即日控訴したものの、私の罪は死をもって償うしかないとし、執行が早いか遅いかは死刑囚ここの事情で、判断すべきで、私は冤罪ではないと、自身の早い執行を望んでいたらしい。だから本来であれば M は控訴する気もなく、一審判決に粛々と従う気だったんだ。そしてその言葉通り、控訴が取り下げられたのは、2007年7月5日だったんだ。でもそれだと、M に死刑判決が下された、2007年3月28日からだと、約3ヶ月経過していることになるわよね。どうして粛々と従う気があったはずの M が、3ヶ月も取り下げなかったのかしら？それについては精神鑑定を受け、なぜ自分のような殺人鬼が生まれてしまったのか、というメカニズムを明らかにしたいという M の希望で、付属池田小学校事件や奈良小一殺人事件、秋田児童連続殺人事件、などの犯人たちと個別に面談し、カウンセリングしてきた専門家に、鑑定してもらうための時間が欲しかったからだそうだ。なるほどね、犯人なりのけじめだったのかしら。9つ目、小田急線無差別殺傷事件。事件が起きたのは2021年8月6日の午後8時半過ぎのことだ。その日の東京は太平洋高気圧に覆われ、最高気温 34.8度の暑い日で、東京オリンピックは第15日目となっていたんだぜ。その一方、新型コロナウイルスの国内感染者累計がちょうどこの日で100万人を突破し、新規感染者は、ほぼ1週間前の7月29日以降、1万人を超えていた頃なんだ。そうだったわ。コロナの第5波の収束が全く見えなくて、不安が大きかった頃よね。ああ。しかし2021年8月6日は週末の金曜日でもあったから、炎暑の中、仕事帰りの人たちの多くは、家路につけて、少しホッとした雰囲気もあったそうだ。時刻は午後8時半過ぎなら、小田急線の車内もそこそこ混んでいたでしょうし、事件当時は大騒ぎだったでしょうね。小田急線の公式ツイッターでこの事件の第一報が知らされたのが2021年8月6日午後8時44分。不通区間が生じておりますという一言だったというから、現場の混乱ぶりも伺い知れるよな。
その電車は藤沢駅を19時44分に出て、終着駅の新宿駅に20時43分に着く予定の快速急行。事件が起きた時は、20時26分に上り戸を発車し、次の停車駅である下北沢駅へ向かっていた時で、ちょうど成城学園駅と祖師ヶ谷大倉駅の間を走行していた時らしい。死傷事件とは知ってるけど、具体的には何が起きたの？犯人 A の自宅最寄り駅は読売ランド前駅だが、この駅に問題の快速急行は停車しない。おそらく上り戸駅で快速急行に乗り込み、そしてすぐにターゲットとなった女子大生に目をつけたようなんだ。犯人 A と被害女性に面識はなかったのよね？ああ。当日この女性はピンク色のワンピースを着て、夏らしい白色のショルダーバッグを持っていたらしいが、その格好を見てあの女、勝ち組っぽくてムカつくと目をつけたという趣旨の供述をしているそうだ。一別しただけで勝ち組、負け組って何の根拠よ？犯人が乗り込んでいたのは新宿行きの先頭車両だったそうだが、上り戸駅を発車して、わずか数分後、持参していた刃渡り20センチほどの牛刀をトートバッグから取り出し、まずは隣の車両にいた被害女性に近づくと、胸部あたりに2回牛刀を振り下ろしたそうだ。いきなり刃物を向けられるなんて誰も想像していないわよね。当然被害女性は叫び声を上げ、周囲の乗客たちもその様子を見て取るとたちまちパニックになったそうだ。犯人 A は傷を抑えて逃げる被害女性を追いかけながら車両を移動し、さらに背中や腕などを7箇所も刺したんだ。同時に周囲の他の乗客にも切りつけ、途中で牛刀の柄が折れて使えなくなるとこれを投げ捨てて、さらに殴りつけるなどして、男性5名、女性5名の計10名に怪我を負わせたんだ。その後は犯人 A はどうしたの？これも持参していたサラダ油のボトルを取り出すと、床に巻いた上でガスライターで点火しようとしたものの、サラダ油は引火点がガソリンなどより高いため、着火に失敗したそうだ。この頃には電車は緊急停車していたそうだが、犯人は非常用ドアコックでドアを開けると、線路上に飛び降りて逃走したそうだが、その際には位置情報を把握されまいと、スマホをその場に捨てて逃げることも忘れていなかったそうだ。そんなことを聞くと、劇場に駆られてとか我を忘れてとはほど遠い感じよね。ちなみに小田急線の公式ツイッターが初めて傷害事件発生と発信したのが当日の21時58分のことで、それまでは普通区間が発生と折り返し運転の開始についてしか発信されていなかったため、突然通勤通学の足を奪われた人たちもそれぞれの利用駅で混乱をきたしていたらしいぜ。逃げた犯人 A はどうなったの？祖師ヶ谷大倉駅から約 4km ほどの場所にあるコンビニエンスストアに現れると、今ニュースで流れている事件は自分がやったという趣旨のことを店員に告げたんだ。そこで店員は直ちに警察に通報。周辺に非常線を配備するために動いていた警視庁の警察官が駆けつけ、逮捕されたという第一報が TBS の公式ツイッターで速報として流れたのが午後10時9分のことだ。ということは犯行が行われてから1時間足らずのことだったのね。警視庁成城署に犯人 A が連行された後も、小田急線の遅延はなかなか収束せず、最終的に収束が告げられたのは日付が変わった2021年8月7日午前2時33分だったんだぜ。被害に遭った人たちはもちろん、小田急線の利用客や保守点検などに携わる人たち、すべてに迷惑をかけたことになるわね。病院に搬送された被害女性の容体の詳細は報じられていないが、後に犯人 A が殺人未遂で逮捕されていることから、殺意があって傷を負わせたと判断されたことになる。つまりそれほど重傷だったということに違いないだろうな。他の被害者たちの怪我はどうだったのかしら？犯人 A は被害女性だけでなく、男性会社員を牛刀で切りつけて右腕に1週間の怪我を負わせた罪でも、再逮捕されているが、他の被害者については現在のところ、それ以上は判明していないんだぜ。怪我の度合いとしては重くなくても、精神的なショックは大きいでしょうね。こんな無差別死傷事件を起こした犯人 A ってどういう経歴の男なの？犯人 A は犯行時36歳の無職の男で、事件当時は月額10万円ほどの生活保護受給者だったそうだ。生まれたのはジップの出身地である青森県五所川原市、その後母親の実家のある世田谷区内へと転居。祖師ヶ谷大倉駅にほど近いマンションで両親と二人の弟との5人家族で暮らしていたらしい。祖師ヶ谷大倉駅？じゃ、逃走を図ったあたりには血のりがあったということね。そうとも言えるな。その小学校時代には世田谷区立祖師ヶ谷小学校を母体とするサッカーチームに所属。設立間もないチーム内ではムードメーカー的な存在で、弟たちの面倒見も良かったそうだ。ここまでだといわゆる陽キャよねー。乗り合わせた奴らの運が悪かった。乗客が逃げ惑う姿を見て満足した。と供述した人物の生い立ちとは思えないわ。小学校卒業後は区立中学に進学し、今度はサッカーではなくテニス部に所属。
成績も良く、高校は目黒区内にあった東京都立大学附属高校へと進学しているんだ。自由な校風で知られた高校の中でも、男女問わずに友人も多く、成績も悪くはなかったらしい。高校では囲碁将棋部に所属していたものの、体育祭などではサッカーや卓球などでも活躍。部活動にはあまり熱心というわけではなく、放課後は友人たちとボウリングやカラオケなどでよく遊んでいたそうだ。事件後にメディアで出回った高校時代の写真も、笑顔で友人たちに囲まれて写っているものがほとんどだったしな。いや、もう、だから陽キャの典型じゃない？当時の犯人 A を知る友人たちには、今回の事件に一様に驚いているらしいが、小学校時代にサッカークラブのチームメイトに対して俺をキレさせたらヤバいというようなことを言っていたと、記憶している友人もいるにはいるらしいけどな。でもそのセリフだけで、当時実際に何かしでかしてはいないのなら、単なる中二病っぽいセリフと思えば良いだけの気もするけど、今となってはちょっと引っかかるという感じね。高校を卒業した犯人 A は中央大の理工学部に進学し、テニスサークルに所属。気配りもできる優しい先輩として慕われ、その合間には友人とイタリア旅行に出かけるなど、周囲の人間からは、青春を謳歌しているようにしか見えなかったらしい。実際その通りに見えるわよね。同じテニスサークルに所属していたという知人も、他の大学の女子大生たちからも犯人 A はイケメンと人気があったと証言しているし、美人の彼女と交際していたという話もあるらしい。しかし当の本人は事件の取り調べで大学時代を振り返り、大学のサークル活動の時に女性から見下されたと話しているらしい。その反動なのか、この頃からターゲットの女性を中高生へと変更し、ナンパを繰り返していたとも言われている。同い年くらいの女性に相手にされないから、中高生ってこと？呆れた。そうした無軌道な生活ぶりがたたったのか、3年生の時には交際していた女性とも破局。1年の留年を経て23歳の時には中央大学理工学部を中退し、大学時代の友人知人ともこれを機に疎遠になったそうだ。その後はどうしたの？就職するわけでもなく、コンビニエンスストアなどのバイトを渡り歩いていたようだ。しかしそれでも初めのうちは職を転々としながらも友人には、フットサルを楽しんでると語ることもあったらしい。一方で中退後の犯人 A と街で会ったという高校時代の友人には、今の自分はナンパ師だと豪語していたらしい。うわ、痛すぎる。この時友人には三軒茶屋などでナンパしているとか、ターゲットは女子中学生や女子高生だとか、成功率は数パーセントだとも話す一方で自分がどこまでできるのかのテスト、女性に断られて傷つくことで成長するとも語ったらしい。この友人は事件後に犯人 A が、6年ほど前から幸せそうな女性を見ると殺してやりたいと思うようになったと供述していたと聞いて、6年前だと犯人 A が30歳頃ということになるが、自分からすれば中退後の20代後半には、すでに自分が昔知っていた A とは違う人間になっていたように思うと取材を受けた記者に語ったらしい。それにしても約6年前から幸せそうな女性を見ると殺したくなったということは、やはり中退前後から30歳になる頃までに、犯人 A の中で女性に対する憎悪が増すようなことがあったのかしら？今のところ取り調べの過程で犯人 A が語った動機につながるものといえば、男にチヤホヤされてそうな女性を殺してやりたい。出会い系でデートしても断られたり、デート代を多く払わされたりした。女性とデートして途中で帰られた。クラブに誘い、相手の分の支払いまでしたのに軽くあしらわれたといった。女性全般への恨みつらみはあるものの、これといった大きな事象を挙げたりはしていないらしい。ただし、この頃には友人知人との交流はほぼなくなり、せっかく職についても、嫌になったからなどという、投げやりな退職理由で職を離れることも増えていたようだな。振られたら相手の女が悪い、仕事で評価されないのは周囲が悪いって、なんか多席主義のナンパ師って感じ。それにしてもよくそれで生活できてたわね。犯人 A の両親は時期は定かではないが離婚しており、犯人 A は母親の実家に住んでいたんだ。飲食店勤めをしていた母親が生活費を負担する一方で、犯人 A の面倒も見ていたらしいが、まさに事件より6年前の犯人 A が30歳の頃に大きな転機が訪れているんだぜ。大きな転機？女性を殺したいと思い始めた頃に？母親が再婚したので、犯人 A は実家を出て行かざるを得なくなったらしいんだ。つまり自分を無条件に受け入れて支えてくれていた存在、後ろ盾をなくしたことになる。実家を出ざるを得なくなった犯人 A が、事件当時に住んでいた読売ランド前駅近辺のアパートに引っ越してきたのは、少なくとも4年以上前のことだったらしいんだが、アパートの隣人たちから見た犯人 A は、特に大きなトラブルを起こすでもない普通の人だったそうだ。なんか意外なような気もするけど、不注意から水漏れ事故を起こした時も大谷同伴で謝罪に回っていたらしく、
常識をわきまえた人と思った人も多かったらしいぜ。しかし、事件の1週間ほど前の8月1日の夕方には自室でぼや騒ぎを起こしていたそうだ。ぼや騒ぎ？犯人 A の部屋から煙が出ていることと、火災報知機の音に気づいた近所の人が通報したらしいが、当の本人は逃げるでもなく、上半身裸のままで部屋にいたそうだ。事件後、犯人 A の部屋を捜索した警察は大量の女性用下着を発見したとも報道されているが、いずれにせよ、相当生活が荒れていたのは間違いないだろうな。ところで2021年8月6日の事件当日は当然、このアパートから出かけたのよね？前にも触れたが、事件当時の犯人 A は生活保護費を月10万円程度受給して暮らしていたんだ。アパートの家賃は月2万5千円で、贅沢を言わなければ男一人暮らせただろうが、タバコ以外の生活用品はほとんど万引きで調達するような暮らしぶりだったようだ。え、万引き？事件当日も昼頃、新宿駅近くのコンビニでビール3本と缶チューハイを万引き。この時は発覚しなかったが、酒のつまみを調達しようと、近くの別の輸入食料品店に移動してオリーブとベーコンを万引きしようとしたものの、女性店員が発見し通報したことで、警察の取り調べを受けているんだ。事件当日に別件で警察の取り調べを？ああ。もっともオリーブとベーコンに関しては買い取るということで、店側と示談がその場で成立したんだが、この時犯人 A が護身用と称して刃渡り6センチほどのカッターナイフを所持していたことから、銃刀法違反の疑いがかけられたらしい。その後警察官同伴で読売ランド前の犯人 A のアパートまで帰宅したのが午後6時半頃だったらしい。万引きで初めて捕まった注意してきたのが女性店員だったと怒りをたぎらせた結果、女性店員を殺害するために新宿の食料品店に戻ろうとも考えたらしいが、コロナ禍ということもあり、読売ランド前のアパートから新宿に駆けつけても閉店していることに気づいたそうだ。まさかそれで犯行現場を電車に変更したの？そのまさか、なんだ。実際、逃げ場のない電車内なら大量に人を殺せると思ったと事件を供述しているんだぜ。そこで犯人 A は急いで服を着替え、かねてから自殺用に購入していたという、牛刀とサラダ油やガスライターをバッグに忍ばせ、事件現場となった快速急行に乗るために、上り戸でわざわざ電車を乗り換えているんだ。え、その理由って、乗客が途中で降りられないかららしい。実際犯行直後の取り調べでは人を殺せなくて悔しいでも逃げ惑う姿を見られたことは満足と述べたそうだ。全く何を考えてるのかしら。他にも幸せそうな人間が多く歩いているから、スクランブル交差点を爆破しようと思ったこともあるとも話しているらしいぞ。理系とはいえ、サラダ油の引火点を知らないあたり、爆発物を作れるとは思えないけど、犯人 A に理系の知識や才能が足りなくてよかったわ。そして午後8時半過ぎに事件は起きてしまったんだな。犯行の主な動機を勝ち組の女性を殺したかったとする犯人 A だが、事件後の事情聴取で、犯人 A の母親はなぜ息子がこれほど女性蔑視、女性に対しての憎悪を抱くようになったか心当たりがないと、取り調べに当たった警察官に対して話しているそうだ。母親の再婚後6年間に何らかの交流があったのかどうかわからないけど、いい大人なんだし、全てがわかるわけではないでしょうしね。警察は犯人 A のこうした言動から、この小田急線無差別刺傷事件は女性だけをターゲットとした、フェミサイド事件、さらに言えば女性蔑視感情から来るミソジニー犯罪と捉えているという報道もある。さらに著名な社会学者や指揮者には他のミソジニー殺人事件との類似や、女性がターゲットのヘイトクライムという指摘も挙げられているんだぜ。確かに執拗なまでの被害女性への攻撃を考えると、そうした意見にも頷ける点が多いわね。一方で、この事件のミソジニーやフェミサイドといった側面だけに注目するのは拙速に過ぎる、という人も少なくない。この点に関しては、今後の公判などで解明されていくのを待つしかないかもしれないな。確かに漏れ聞こえてきている情報だけで、全体像を推し量るのは危険かもしれないわね。試験だが、私はこの事件と2014年5月21日に台湾の台北地下鉄で起きた、台北地下鉄無差別殺傷事件に類似点があるように思う。聞いたことはあるけど、どんな事件だったんだっけ？ざっくり言うと、台北地下鉄事件の犯人は台湾で最も古い伝統を持つミッション系大学の学生だったんだ。どちらかというと内向的で、暴力傾向の強いオンラインゲームの熱心なファンではあったものの、成績は優秀で、一旦は日本でいうところの防衛大学のような学校に進むものの、途中で転学しているんだ。
事件直後には Facebook やブログなどに不穏当な書き込みなどをしていたため、それに懸念を抱いた友人が大学当局などに連絡し、大学側もカウンセリングの機会を設けたものの、それらの書き込みはホラー小説のための修練のようなもの、書くことで発散していると弁明されたため、様子を見ることにしていた矢先だったそうだ。殺傷ということは死者も出たということよね。被害に遭ったのは総勢28名、うち死者は4名、8人が重傷、残りは比較的軽傷だったんだ。このうち死者4名は男性2人、女性2人で同数だったものの、被害者全体で見ると18名が女性と多数を占めているんだ。ここまでの類似点というと、一つにはこの犯人も小田急線の犯人 A と同じく前途有望な学生だったこと。二つ目としては、事件を起こす直前にきっかけとなる出来事が起きていること。犯人 A の場合は万引きで捕まったことで、台北地下鉄の犯人は大学当局に SNS の書き込みについて、申し開きをする羽目になったことだな。確かに似ているといえば似ているかも。さらに言えば小田急線の犯人 A と同様に台北地下鉄の犯人も、台北市外の路上や地下鉄内での大量殺人を無双しており、小学校時代からクラスメイトの女子に対して殴ったり、殺したりすることを計画していたらしい。狙うのは女子生徒と決めてたんだ。小田急線の犯人 A の近隣住民への印象が決して悪くはなかったことは、さっき紹介した通りだが、台北地下鉄の犯人も大学の寮でのルームメイトからは、決して怒ったりせず穏やかないい人と思われていたそうだ。細かな点で言えば、どちらの犯人にも弟がおり、さらに逮捕後に後悔の念を述べていない点も共通なんだぜ。なるほどね、確かに共通点が多いようにも見受けられるわね。もちろん、小田急線の犯人 A については捜査も半ばだから、未確定要素も多いし、断言できないことも多々あるけどな。台北地下鉄の犯人ってその後どうなったんだっけ？事件から約3ヶ月後に一審が開かれ、翌年2015年3月一審で死刑判決が下り、2015年10月には高等裁判所でも死刑、さらに事件から約2年後の2016年に最高裁判所での第三審で死刑が確定したんだ。犯人の両親はこれらの裁判前の2014年5月、事件から約1週間後に、自分たちの子供には違いないが、我々は裁判官がこのような凶悪事件を起こし、被害者に比類ない苦しみを与えた息子には裁判で迅速な死刑が下されることを願う。次に生まれ変わってくる時は善良な人間として生まれ変わってほしい。というコメントを発表しているんだぜ。親側がこの迅速な死刑を望むと述べなくてはいけないなんて、心中を察するにあまりあるとはこのことよね。そして事件から約2年後の2016年5月10日、銃殺による死刑が執行されているんだ。去年24歳だった。亡くなった人は帰ってこないけど、正義はなされたってことね。さて、話を小田急線無差別刺傷事件の犯人 A に戻すと、犯人 A に対しては2021年12月17日まで、責任能力を調べるための鑑定留置が行われていたはずだ。鑑定留置で不起訴とかになることってあるのよね？記憶に新しいところで言えば2019年2月に渋谷の児童養護施設長が刺し殺された事件で、逮捕された元入所者の23歳の男性は、その後鑑定留置の結果を踏まえて、刑事責任能力を問えないと判断され、不起訴処分となり、その後検察審査会が施設関係者なら誰でもよかったとする元入所者の男性への、不起訴不当という議決を出したものの、再度不起訴処分となっているという前例があるな。遺族の気持ちを考えると、何とも言えない気持ちになるわ。10個目、吉祥寺女性刺殺事件。事件が起きたのは、2013年2月28日午前1時50分頃のこと。この日は木曜日、前日の2月27日から続く、冬晴れで、事件発生時刻には、気温約3度と、とても寒い日だったそうだ。冬の深夜2時頃は、確かに寒かっただろうね。被害女性の Y さんは、近くのコンビニからの帰りに、全く見ず知らずの少年2人に、いきなり背後から襲いかかられたんだ。少年2人は、刃渡り約13センチほどのペティナイフで Y さんの背中に箇所を刺し、さらに左手首をも傷つけて持っていたバッグを奪うと逃走。Y さんはどうなったの？倒れている Y さんを発見した通行人が、110番通報。直ちに救急搬送されたものの、ナイフによる大動脈の損傷が致命傷となり、間もなく亡くなったんだ。自分がどうしてこんな目に遭うのかと思いながら亡くなったとしたら、やりきれないわ。実際、Y さんは本当に不運だったとしか言いようがない部分があるんだ。Y さんは青森県の出身で、事件当時22歳。地元の高校を卒業後、美容師になることを夢見て上京し、先に上京していた姉と埼玉県内で同居しながら、美容関係の専門学校に入学。
将来はカリスマ美容師になってお父さんに車を買ってあげる、と。家族に夢を語る頑張り屋で、専門学校は1日休んだだけでほぼ皆勤賞。2011年春には無事、美容師資格を取得して見習いながら美容室で働いたものの、勤務地と姉と同居していたアパートがかなり離れていて、通勤が負担となり、やむなく退職。マクドナルドで働きながらバイト代を貯めて、晴れて一人暮らしを始めようと、事件の約1ヶ月前の2013年1月15日に、吉祥寺に引っ越し、念願のメイクの仕事を探し始めたばかりだったそうだ。1月15日と言ったら、本当に引っ越して1ヶ月ちょっとじゃないの。しかも当初、犯人の少年たち2人は、Y さんではなく他の男性に目をつけたものの、犯人の1人がそれに難色を示したため、新たなターゲットを物色していた2人に、Y さんが目をつけられてしまったんだ。そんな、しかも、少年 B は当初、ナイフで刺さなくても、脅すだけでいいんじゃないか、と提案していたそうなんだが、もう1人の外国籍の少年 A に、脅すより刺す方が簡単、と言われると、それもそうだな、とあっさり同意したんだ。そうして2人は凶行に及んだわけだが、背中から刺された傷は、肺にまで達するほど深かったそうだ。そして少年2人は現場から逃走。被害者 Y さんのバッグは、後に現場から約200メートルほど離れた路上に落ちているところを、発見されているんだが、財布が抜き取られていたそうだ。当然犯人たちが奪っていったのね。通報により駆けつけた警察は、直ちに周辺を聞き込み調査したんだ。でも事件発生当時は、深夜だったでしょ？確かに深夜だったけど、吉祥寺駅周辺には、当時から学生や若いサラリーマン向けの居酒屋とかも多かったからな。実際、ほどなくして警察は、事件直前に Y さんの後をつける、怪しい二人組の若者を見た、という目撃証言を得たんだ。その証言をもとに周辺をさらに捜索していた警察は、現場近くのコンビニで、Y さんのカードを使って現金を引き出そうとして、失敗していた少年二人を発見、職務質問しようとしたものの、少年らはそれを振り切って逃走。その際に、付近の防犯カメラに捉えられた。少年二人の逃走する姿は、ニュースやワイドショーなどで、何度も放送されていたから、見た人も多いかもな。だけど、職務質問を振り切って逃げられたんでしょ？その後は？当然捜査員たちは、周辺を再度しらみつぶしに捜査。そこで、逃げた少年の一人と同じ白のジャージを着ていた、少年 A を駅の近くで発見。2012年11月に拾ったという他人名義の銀行通帳を所持していたとして、占有離脱物横領容疑で逮捕したんだ。ちょっと気になったんだけど、占有離脱物横領ってどんな罪？ざっくり言えば、誰のものかわからないものを、勝手に自分のものとして使う罪だな。落ちてた財布を猫ばばしたとか、放置されてた自転車を勝手に乗り回したとかって言えば、イメージしやすいかもな。なるほどね。でもそれじゃこの時、少年 A が逮捕されたのは Y さんの事件とは無関係のことだったの？そうなるな。もっとも、その後の少年 A の供述と、持っていた手袋に付着していた血液の DNA が Y さんと一致したことにより、翌2013年3月1日に、少年 A を強盗殺人容疑で再逮捕しているんだ。ということは、もう一人の少年 B はどうなったの？少年 A と少年 B の二人は、路上で警察官から職務質問を受けた後、別々に逃走。そのうち少年 A は、前述通りに吉祥寺駅近くで確保されたんだが、少年 B は2月28日のうちに吉祥寺駅から徒歩で20分ほどの、京王井の頭線三鷹台駅へ移動し、そこから明大前駅まで電車で移動。次に京王線に乗り換えて、府中市の分倍河原駅まで行くと、今度は JR 南武線に乗り換えて立川方面へ向かったことが、駅の改札の防犯カメラ映像で確認されたんだ。結構細かく乗り換えて逃走してるけど、立川方面に血のりでもあったのかしら？ああ、実は、少年 B は立川の隣の日野市の出身なんだ。この辺りで、少年 A と少年 B の生い立ちに触れておこうか。まず少年 A は、2013年の事件当時17歳。東欧の国生まれで、母親は16歳で少年 A を産んでいるんだ。外国生まれということは、いわゆるハーフということ？ハーフには違いないが、ジップは母親の生まれた国とは違う中東の国出身らしい。その後、少年 A の実母は21歳の頃に、当時5歳ぐらいだった少年 A を親族に預けて来日。吉祥寺にあった外国人女性が接待するお店に勤め始めたそうだ。その後、何度か店を移り、事件の起こる3年ほど前に、同じ吉祥寺駅の近くにある、ビルの一角に、スナックをオープンさせたそうだ。事件が起きた吉祥寺に？ということは、少年 A は事件現場付近に馴染みがあったということ？ああ、
少年 A の母は日本人男性と再婚し、ふるさとから少年 A を日本に呼び寄せたんだ。吉祥寺駅から徒歩15分ほどの一軒家で、少年 A が母と再婚相手の男性、そしてその直後に生まれた F マイと暮らし始めたのは、事件の4、5年前、少年 A が中学生になる頃だったそうだ。言葉とかは問題なかったの？武蔵野市立第三中学校を卒業後は、入学者選抜で学力検査のない東京都立あきる台高等学校に入学したものの、やはり日本語があまり流暢ではなく、飲酒や後輩への暴力などの事件を起こし、せっかく入学した高校も途中で中退し、土木関係の会社に就職したものの長続きせずに退社。さらに事件の前年くらいからは、家に寄りつかずに悪をやる中で知り合った仲間のアパートなどを、転々としていたそうだ。生活費というか小遣いはどうしてたの？母親にせびってたの？路上で寝込んだ酔っ払いのサラリーマンから財布や金目のものを盗んだり、ひったくりをしたりしていたみたいだな。なるほど。悪の道に爆心したみたいね。実際、事件時にも他人名義の通帳を持っていたわけだけど、少年 A の遊び友達が、テレビのインタビューに答えて、少年 A の財布に他人名義の通帳が何冊も入っていたのを見た、と証言しているくらいだからな。つまりそれらも拾ったか、ひったくったかというところなわけね。まあ、そうだろうな。事件直後の報道では、額面1000万の他人の通帳を持っていたという話まで、あったくらいだからな。他にも真偽のほどは確かではないが、出会い系アプリで外国人女性になりすまして、引っかかった男性からお金を振り込ませるというような、出会い系詐欺のようなこともしばしばしていた、という報道もあったな。もう一人の少年 B とはどういうつながり？少年 B は日野市出身って言ったわよね？ああ、ジップはとび職だったそうだが、早くに離婚し、少年 B 自体は母親や兄姉と4人で、日野市内の団地で暮らしていたそうだ。小学校中学校を卒業後は、少年 B 同様に、一旦は高校に進学したものの、すぐに中退したらしい。仕事にはついていたの？中学を卒業する前から、悪のグループに入って万引きや窃盗を繰り返し、事件の2年前には、仲間と一緒にバイクを盗んで警察に捕まり、少年鑑別所を送られた後、保護観察処分になったこともあったらしい。その後は家出をし、日野市内の友人や女友達のアパートを、転々としていたそうだ。しかもその頃には、少年 B は脱法ハーブにハマっていたという話もあるようだな。そうした暮らしの中で、事件のわずかに3日前に、少年 A と少年 B は、入り浸っていた日野市内の知人のアパートで出会ったんだ。少年 A が警察に捕まり、少年 B が地元である、日野市方面に逃走した、2013年2月28日に話を戻すぜ。少年 B は、日野市内の知人の女性アパートに逃げ込んだらしいんだが、知人たちと一緒にケーキを食べて、うちらは待ってるから、反省して帰ってこないと許さないよ、と言われ、その知人たちに付き添われて、3月2日の午後11時過ぎに日野署に出頭したんだ。そしてその際に行われた知人宅の家宅捜索で、Y さんの財布や手帳が発見されたそうだ。凶器は見つかったの？逃げる途中の空き地に捨てた、という少年 B の供述通りの場所から見つかったらしい。少年 A と B の供述や物証をもとに、2013年3月21日、東京地検立川支部は少年2人を東京家裁立川支部に送致。しかし、2013年4月17日東京家裁は、刑事処分以外の措置を相当とすべき判断に至らない、として検察官に送致。つまり、成人と同じ刑事裁判を受けるべきであると判断して、いわゆる逆送となったんだ。それを受けて、東京地検立川支部は2013年4月26日、強盗殺人、窃盗未遂、銃刀法違反などで少年 A と少年 B を起訴したんだ。ということは裁判員裁判になったのね。少年 B の初公判は、2014年1月28日に開かれ、少年 B は、殺すつもりはなかった、と供述したものの、検察側は、犯行に使用した凶器はあらかじめスーパーで万引きして調達したり、犯行に及ぶ前には、少年 B は少年 A から帽子を借り、被害者や通行人などに顔を見られにくいように、小細工するなどの周到さもあったこと、死ぬ危険性を認識しており、殺意があった、と主張したんだ。確かに、自分たちより非力な女性を、しかも背後からいきなり襲っているあたり悪質性を感じるわ。第2回公判では、少年 A に対する証人尋問があったんだが、ここで少年 A と少年 B の言い分が激しく対立。お互い、少年 A から、自分も刺すからお前も刺せ、と言われた。脅すのか、刺すのかというやり取りを少年 B と交わし、その時少年 B に、刺していこう、と言われた、と証言したんだ。
要するに、どっちが主導権を握っていたか、責任のなすり合いに聞こえるわね。Y さんの父は、言い訳ばかりで反省がない。娘は懸命に働いていた。それに比べて、少年 B は面白おかしく遊んで暮らそうとしていた。真面目に働いていた人が殺されるなんて、世の中おかしい、と娘の無念を代弁したんだ。娘に対する気持ちが、痛いほど伝わってくるわね。最終弁論で弁護側は、利き手でない右手で刺している、からと殺意を否定。さらに、少年 B に罪を認識させるためには、少年院での処遇が必要、と主張して、家裁への再送致を求めたんだ。再送致？いや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 無理でしょ。そうして迎えた2014年2月7日の判決で少年 B に言い渡されたのは、主文、被告人を無期懲役に処す、という判決だったんだ。判決の中で、裁判長は、少年二人に上下関係はない。弁護側が主張するような家庭裁判所への逆送や、保護観察処分が相当とは言えない。金に困ったという動機に組むべき点は一切ない。被告に有利な点を差し引いても無期懲役が相当、と断罪されたんだ。少年 A はどうなったの？少年 B に無期懲役の判決が下された12日後の2014年2月19日、少年 A の初公判が同じ東京地裁立川支部で開かれたんだ。初公判で、検察は、少年たちは日野市内の溜まり場で、友人を介して知り合い意気投合。連れ立って遊んでいたが、事件前日に、ゲームセンターで金がなくなったので思い立った遊ぶ金欲しさの犯行。鋭利なナイフを用いて強い力で突き刺しており、殺意はあった、としたんだ。それに対して弁護側はなんと？殺意はなく、動機も遊ぶ金欲しさではなく、家庭に居場所がないので友人と住む、アパートを借りる金を得ようとした、と主張したんだ。それなら働け。検察側の陳述によると少年二人は、事件前日の2月27日の夕方に、日野市内の友人のアパートを出て、日野駅へ向けて歩きながら、吉祥寺の街で通行人を襲う計画を思いつき、まず国立へ向かうと西友スーパーで犯行に使うための、ペティナイフ2本を万引き、そこから電車で吉祥寺へ向かい、ネットカフェに入店、入店後も二人で代わる代わる店外へ出て周辺を偵察し、程よく通行量の減る頃合いを見計らったそうだ。午前2時頃ネットカフェを出ると、少年 A は少年 B に預けた、ナイフのうち1本を受け取り、二人でナイフの持ち具合を確かめるなどしてから、ターゲットを物色。計画性しか感じないんだけど、さらに証人として出廷した少年 B は、本当にいきなり刺すとは思わなかった。俺が刺すから、お前も刺せと言われていたので、自分も刺した、と証言。少年たちは一旦その場を立ち去りかけたものの、Y さんのバッグを取りに戻ったらしい。そのバッグを持って、Y さんが最後に立ち寄ったコンビニとは違うコンビニに行き、財布の中にあったカードで預金を引き出そうとしたものの失敗したんだ。っていうか、暗証番号もわからずに引き出せると思ったのかな？計画では脅して聞き出そうとしていたらしい。しかし、それができなくなったから、バッグの中の手帳やメモを漁って、そこに書き付けられていた4桁の数字が暗証番号だと思ったものの、違ったそうだ。ずさんというか、愚かというか。しかも、少年 A は、主犯は少年 B で、自分は殺意もなかった。目で、やれ、と言われて、ためらったけど刺した。パニックだった、と述べているんだ。しかし、検察側からの尋問では、少年 A の供述の矛盾が数多く露呈してしまう。矛盾？どんな？検察官は、少年 A が Y さんのバッグに入っていた。手帳に書かれていた数字から暗証番号を割り出し、カードで現金を引き出そうとしたことを追及。一体どのあたりでパニックになったのかと厳しく追及したそうだ。そうよね、人を刺しておいてすっごく冷静よね。というか冷血とすら思えてくるわ。それに対して少年 A は、パニックになって走って逃げた、と答えたんだが、それに対しても、犯行直後、タクシーに乗ってバックシートに寝転び、外から頭が見えないようにしましたね。と冷静に切り返されてるんだ。論破されたわけね。さらに弁護側が述べた、家庭に居場所がないので、友人と住むアパートを借りる金を得ようとした、という動機についても、警察や検察の取り調べ段階では、アパートを借りたいために強盗をした、とは供述していませんね。とズバリ切り込んだんだが、それに対して少年 A は、覚えていません、としか返答できなかったんだ。しかも、少年 A は Y さんの預金を引き出すことに失敗したものの、財布にあった現金を奪い、そのお金でマクドナルドに入って、食事を取り、トイレに、他の客が置き忘れた財布を盗んでいるんだ。人一人を殺して奪ったお金で、ハンバーガーを食べる？それのどこがパニックになった人間のすることなのよ。さらに被告側の情状酌量のための証人として呼ばれた母の発言にも、聞く耳を疑うものがあったようだ。母の証言に何か不審な点でもあったの？というよりも、K
検察側の尋問で弁護側の申し立てに、矛盾が見られたようだな。例えば、先ほども触れたけど、動機は家庭に居場所がないので、友人と住むアパートを借りる金を得ようとした、というが、少年 A は事件前、家から30万ほど持ち出しているし、母親の再婚相手の日本人の口座からも170万円ほど引き出しているんだ。人を刃物で脅してまで、居場所、を作りたかったんなら、そのお金でとっくに作れてるわね。さらにこの証人尋問は、2014年2月21日だったため、被害者参加制度の利用として、遺族の代理人の弁護士が少年 A の母に、今から1週間後の金曜日は何の日か?と聞くと、金曜日は金曜日、と答えたらしい。え、2月21日の1週間後なら、ちょうど1年前に Y さんが殺された日でしょ?つまり、それを覚えてもいなかったということだ。しかもそれに畳みかけるように弁護士から、事件から1年が経とうかという時になっても、自分から謝罪しないのですか?と聞かれると今度は、まだ1年経ってません、と答えたらしい。もう聞くに耐えないというかなんというか、ちなみにこの後、法廷では少年 A の母親の再婚相手である、日本人男性の証言もあったそうだが、本当に反省しているのか、私にはそうは思えません、と証言したそうだ。さらに裁判の終盤には、遺族を代表して、Y さんの姉の意見陳述が読み上げられたそうだが、その中で姉は、数々の悪事を繰り返した被告人には、更生など到底望めません。被告人の親もまるで他人事です。私たちに一生言えることのない傷を負わせたことは絶対に許せない。これは親のしつけと教育の問題であり、監督義務違反です。少年である被告を守る。少年法も親も無責任です。と述べたんだ。遺族にしてみれば、心からの叫びよね。そして、2014年3月4日に少年 A に対して下された判決は、主文、被告人を無期懲役に処す、だったんだ。少年 B と同じね。判決で裁判長は、犯行は身勝手かつ悪質で、刑事責任は極めて重い。少年法により刑の緩和をするのは相当でない、とこちらも断罪。実は少年 A、少年 B ともに判決を不服として、東京高裁に控訴したんだ。控訴?それでどうなったの?少年 A については2014年9月25日、少年 B については2014年7月10日、それぞれ東京高裁で被告側控訴棄却となったんだ。その後は、どちらも上告せずに確定しているんだぜ。実はこの事件の犯人の少年 A と少年 B については、一部週刊誌が、事件の重大性、凶悪性から未成年でも、実名顔写真の報道が認められた確定判決もあり、今回も、社会の正当な関心に応える上で、同様のケースと判断した、として、少年 A と B の実名と顔写真を掲載したんだが、実はそれ以前から Twitter などでは、関係者を名乗るアカウントで、少年たちの実名や写真がルフしていたんだ。出版社の述べた、未成年でも実名顔写真の報道が認められた。確定判決。って、堺市通り魔事件のことね。ああ、通り魔事件を起こした少年と弁護団が、少年法61条違反として、実名や写真を掲載した。出版社とライター、掲載誌の編集長を相手取って提訴した。一審の大阪地裁は、出版社側に慰謝料と弁護費用の支払いを命じたんだが、二審の大阪高裁は、少年法61条は、罰則を規定していない、として、賠償を命じた一審大阪地裁判決を破棄し、男側の訴えを棄却したんだ。そして2022年4月1日から、少年法改正により、18歳、19歳のいわゆる特定少年は、死刑、無期または1年以上の懲役禁錮の罪を犯した場合、逆送し、起訴された時点で、実名や顔写真などの報道が可能になり、その裁量は各メディアに委ねられることになったんだ。今回の事件で言えば、少年 B は現在の少年法なら、実名や顔写真の報道が可能なわけね。そうだな。しかし、今回の事件の裁判で、Y さんの姉が意見陳述の最後に述べた。被告人は無期懲役の末に中年になる頃には社会復帰して、親は何事もなかったかのようにやり過ごすのですか?少年法の廃止によって加害者を優遇する現行の制度を改め、被害者への救済こそを求めます。という叫びにこそ、私たちは耳を傾けるべきなのかもしれないな。本当ね。11個目、自ら殺して特ダネを用意した殺人記者。今回紹介する事件の主人公はブラド・タネスキというジャーナリストだ。お、外国のエピソードね。どこの方なのかしら。マケドニアさ。マケドニア。どこだっけ?おいおい、霊夢は地理を勉強し直してこい。マケドニアは東ヨーロッパの、バルカン半島中央部にあたる地域を指している。ふん。
よくわかったような、わからなかったような。複数の国家にまたがっているから、マケドニアとは国の名前ではないんだよな。なるほど。それで、その事件の主人公であるタネスキはマケドニアの人ってことね。そうさ。この事件は2008年、マケドニア西部のキチェボで発生した。どんな事件だったの？連続殺人事件さ。この事件では3人の女性が犠牲となった。怖いわね、なんて卑劣な。2008年5月18日、キチェボの新聞社に一本の電話があった。その道20年のベテランジャーナリストであったタネスキからだった。この連続殺人事件絡みの垂れ込みだったの？そうさ、キチェボで起こっている未解決の連続殺人事件について、詳細な垂れ込みを新聞社にしたのさ。詳細って、そもそもどんな殺人事件だったの？ちょっと聞くのが怖いけど。そうだな、しっかり説明しようか。2005年、2007年、2008年と、3件の殺人事件が起きた。どれも女性が犠牲となっている。女性を狙うところからして、犯人の残虐性が垣間見れるわね。それだけじゃないぞ。手口がどれも同じなんだ。監禁、強姦の上に絞殺している。いずれも全身をビニール袋で包まれてた状態で発見されているんだぜ。最悪ね。なるほど、犯行の手口がどれも似通っていることで、この3件は同一犯の可能性があるってことか。そうさ。その垂れ込みをしたのが、タネスキなんだぜ。垂れ込みをもらった新聞社は早速紙面にこの内容を載せた。街が恐怖に包まれたでしょうね。そりゃそうだ。キチェボの住人は恐怖とパニックに襲われた。実際の新聞紙面には、この3件の事件の被害者の遺体状況が似ていること、そして被害者3人はいずれも不可解な失踪の末に、同じ手口で殺されていることを綴った。さらにこのキチェボには、連続殺人犯が潜んでいることを訴えかけた。それはそれは街全体がパニックと化したでしょうね。そうだな。タネスキは続けて、この3人の被害女性の遺体発見状況も詳細に明かしたんだ。このことで、キチェボの住人たちの強い関心を引きつけるに至った。すごいわね。タネスキは有能なジャーナリストなのね。それだけじゃないぞ。タネスキは紙面上にて、犯人にニックネームをつけた。その名もキチェボモンスター。なかなか挑戦的ね。こういう煽りをすることで、報道が白熱したりするんじゃないの？そうだな。キチェボモンスターとあだ名をつけたことで、犯人の異常性を強調した。そうなるわよね。それだけじゃないぞ。犯人の異常性の強調と同時に、タネスキへの称賛の声も多数上がったぞ。そうよね。こういうジャーナリストはヒーローのように扱われるわよね。そうなんだよ。あまりにも詳細に報道したことで、民衆はタネスキを英雄視した。民衆はってことは、どういうこと？ここまでの一連の話の流れの中で、犯人はもう出てきているんだぜ。マジ？誰？まさか。そう、そのまさか、犯人はタネスキなんだ。連続殺人犯がタネスキなの？どういうこと？だって、この事件のジャーナリストがタネスキなのよね。そうさ。かなり混乱するよな。ってことは、タネスキは捜査を撹乱するために、わざと偽の情報を流したとか。違うぞ。タネスキの流している情報は、美に入り際に入り正確だった。なんで？意味がわからないわ。だろ。話を戻そう。警察は、あまりにも詳細な報道をするタネスキを犯人候補の一人として、マークしていたんだ。そうよね。自分から捕まえてほしいと言っているようにしか見えないんだけど、自作自演ってことでしょ。そうなるよな。自分が今まで3件の殺人事件を犯したくせに、ニックネームまでつけるなんてやばいよな。この事件には不可解な点が他にもある。例えば被害者の遺体の発見場所さ。遺体の発見場所、どこだったの？2005年の事件は新しくできるスポーツ施設の建設現場さ。2件目の2007年の事件は、高速道路のサービスエリアのゴミ捨て場付近。3件目の2008年の事件はサッカースタジアム付近のゴミ捨て場付近。どれも人目につきそうな場所ばかりね。わざとなの。そうさ、普通そんな場所に遺体を放置しないだろ。そうよね、きっと私なら、人目につかない雑木林とかに埋めると思うんだけど、逆にこの3件は全て人目にさらされるかのごとく、放置されていたんだ。これが、タネスキの報道の目的だとしたら合点がいくだろ。なるほど、そもそも遺体が発見されないと、報道すらできないもんね。そうさ、遺体をさっさと見つけてほしいのさ、報道するために。なるほどね。警察もこの点をかなり不審視したんだろうな。タネスキの自作自演を疑うに至る。そして、報道内容でかなり決定的な証拠がつかめたんだ。どんな内容だったの？被害者殺害に使った凶器さ。電話のコードが使われ、さらにどんな形状のコードであったかも。
堂々と新聞紙面に報じられていた。しかし、そもそもこの凶器の情報は警察の機密事項として扱われていた。え、ってことは、捜査、警察関係者か、犯人でないと知り得ない情報だったのさ。それをなぜか外部の記者であるタネスキが知っているっておかしいだろ。警察はそれで動いたってことね。捜査、DNA 鑑定を行った結果、被害女性の身体についていた体液がタネスキのものであると断定された。これによりタネスキは2008年6月22日、逮捕された。逮捕されてよかったけれども、盛大な自作自演だったわね。その通りさ、タネスキ劇場って言ったところだよな。キチェボの街の人々もすっかり振り回されちゃったのね。そうさ、3人の被害者とそのご遺族にしてみたら、許せないよな。話を戻そう、タネスキ逮捕後、家宅捜索をしたんだ。何が出てきたの？聞くのが怖いけど、大量のポルノ画像と、この残虐な事件のメモが多数発見されたんだ。そのメモの内容とは、自分を事件の主人公に見立てたような内容であった。まさに名探偵タネスキってとこね。壮大なシナリオが書かれていたんだよな。自分を民衆のヒーローにしてね。そんなにみんなのヒーローになりたかったの？なんで？これにはタネスキの生い立ちが深く関係してくるんだぜ。タネスキは1952年、キチェボで3人兄弟の2番目として生まれたんだ。ちょうど今から70年前ね。そうなるな。父親は元軍人であり、材木工場に勤めていた。母親は学校に行った経験がなく、清掃員ぐらいしか仕事がなかった。まあ、時代背景的にも仕方なかったんじゃない。人間は学歴じゃないしね。そうだよな。しかしこの母親、自分が学校に行っていないことが強烈なコンプレックスになっていたんだ。息子には同じ思いをさせたくないという強い気持ちから、タネスキには厳格なしつけを施したんだ。なるほどね。まあ、現代でもよく聞く話じゃない。どうしても親は子供に理想を押し付けてしまいがちなのよね。特に親自身が苦労していたりすると、強烈な劣等感となってしまうからな。親は子供に苦労して欲しくない一心なのよね。まあな。そしてもともと母親とタネスキは、タネスキが幼少時から馬が合わなかったんだ。そっか。人間だものね。親子でも合う合わないは絶対あるものね。そうなんだよな。とても厳しくタネスキを育てたんだ。そして、その甲斐あってか、タネスキは優秀なジャーナリストとなる。すごいわね、まさに親の期待通りに育ってくれたのね。そういうことさ。しかも21歳でタネスキは結婚している。ついでに2人の息子にも恵まれた。絵に描いたような順風満帆な生活ね。お母さんの厳格なしつけが実を結んだってところかしら。どうだろうな。とりあえずのところ、タネスキは家族と穏やかな生活を送っていた。2004年までは。え、2004年に何があったの？タネスキの父親が自殺したんだぜ。え、材木工場に勤めていたっていう。そうさ。このせいで母親は自暴自棄になってしまったんだ。そしてついに母親は薬物使用に走ってしまう。うわぁ、それほどまでに自殺した夫を愛していたのね。しかし、この一件でタネスキと母親の関係は泥沼化してしまうんだぜ。そうでしょうね。もともとソリが合わなかったんでしょ。そうさ。それが父親の一件で、タネスキは実家に顔を出す頻度が増えたんだ。なるほど。そうなると、母親とは喧嘩ばかりだったでしょうね。それだけじゃないぞ。タネスキ自身の私生活も荒れ始めたんだ。ああ、何かわかる気がするわ。自暴自棄になっている母親のそれに影響されるっていうか。そしてついに、20年勤めてきた新聞社を金銭トラブルで、クビとなってしまうんだ。それはなんだかタネスキにも同情の余地があるわね。今まで優秀なジャーナリストとして頑張ってきたんでしょう。そうさ。しかし一度失墜した信用を取り戻すことは容易じゃないぞ。なんとか記者として名誉を挽回しなきゃ、って思いで、必死だったろうな。そうよね。再び新聞社に認めてもらうのは、至難の業だったでしょうね。そこでタネスキが思いついたのは、大きなスクープを起こすことなのさ。え、大きなスクープを起こす。自ら、自作自演。そうさ、自分で本当に殺人事件を起こすことで、スクープを取り、街のヒーローになるっていう算段さ。名声を取り戻したいって気持ちは理解できるんだけど、そのための施策が全く理解できないわね。だよな。でもタネスキ本人は大真面目だったし、必死だったろうな。いやいや、どんなに必死でも、殺人事件を起こすのは許されないわよね。しかもそれだけじゃないぞ。この3件の殺人事件の被害者は3人ともにタネスキの母の同僚だったんだ。なんと、そんな共通点があったのね。でもなんで母親の同僚をターゲットにしたの？タネスキの強烈な母親への恨みってとこじゃないか。
学校に通えず、清掃員にしかなれなかった弱い母親を、種好きは痛烈に蔑視していたんだろうな。え、そんな理由で3人の同僚は殺されてしまったの？そうなんだ。母親のせいで、自分までジャーナリストの地位を失ってしまった、という思い込みが強かったんだろうな。親元を離れていた種好きは、人生が順風満帆だったのにね。そうさ。こんな事件を起こす前の種好きは、ジャーナリストとして評価が高かったんだぜ。事実、種好きの妻は、彼なしに、キチェボのジャーナリズムはありえない、と話していたほどだ。あら、妻の信頼は大きかったのね。そうさ。妻だけじゃないぞ、正しい報道のためならば、権力にも屈しないその姿勢が評価されていたんだ。時には家族に危害を加えてやる、と脅されてしまうこともあったけど、そういった権力にも一切屈しなかったんだ。すごいじゃない、勇敢なジャーナリストだったのね。ちなみに種好きの妻は、キチェボの町で初の女性弁護士、そして二人の息子はそれぞれ医師と言語学者となった。超優秀な一家じゃない。そう。何の憂いもない家族に見えるだろ。外側の姿だけじゃわからないことだらけね。ところで、なぜこれほどまでの種好きの苦悩や異変を、家族は気づかなかったと思う。確かに、なんでかしら。殺人事件を画策するぐらいまで思い詰めていたのならば、家族も気づきそうなものだけど。事件を起こす前の2004年に妻は昇進のために、単身赴任をしたんだ。そして二人の息子はもう独立していた。なるほど。種好きは実質、一人暮らしだったのね。そうさ。しかし、妻とは週末は一緒に過ごすほどの、おしどり夫婦だったんだぜ。ふーん。でも結局こんな事件を起こしちゃってるわ。せめて妻に相談できればよかったのかもしれないわね。その通りさ、種好きは、その高いプライドゆえに、自分の弱いところを見せられなかったんだ。薬物に溺れた実の母親のことも相談できなかったんだろうな。辛いわね。一人で何でも抱え込んでいたんでしょうね。そうだと思うぜ。この事件を、種好きの同僚は口を揃えて信じられない、と話した。外面が良かったのかしらね。その通りさ。日頃の種好きは、理想の父親であり、理想の記者だったんだ。その仮面が剥がれてしまったってわけか。しかし、種好きは逮捕されても容疑を否認し続けたんだ。これだけ疑いようのない証拠も揃っていたというのにな。DNA 鑑定の結果もあるんですもの。言い逃れできないのにね。そして結果として、種好きは逮捕翌日に留置所で自殺した。え、自殺？そうさ。独房のバスルームにて、バケツの水で窒息死していたんだ。まあ、せめてもの名誉を保つかのごとく、殺人の起訴は免れたってことさ。名誉って、だって絶対黒でしょ。しかし残された遺書にも、私は家族を誇りに思い、愛している。私は殺人をやっていない、と書かれていたんだぜ。死してなおも、理想の父親、理想の記者であろうとし続けたってことか。虚栄心が行き過ぎた結果と言えるよな。おそらくだが、種好きは自己愛性パーソナリティ障害だったと思うぜ。自己愛性パーソナリティ障害？何それ？他人より優位でありたいという気持ちが極度に強いのさ。他人を陥れてでも、自分のその地位を守ろうとする傾向があるんだ。ああ、たまにいるわよね、そういう人。親からの過干渉や、逆に放置が根本原因とされているぞ。プレッシャーや認められたいっていう飢餓感が強いんだろうな。そっか、種好きは母親から過干渉されて育ったんですものね。そうだな。そしてその母親の同僚を出汁に使って、自分の失った地位を回復させようとした。まさに自己愛性パーソナリティ障害の典型じゃないかと推測できるんだぜ。種好きも、周囲にせめて弱音を吐き出せれば、よかったのかもしれないわね。そうだよな。ありのままの種好きを誰かに受け止めてもらえるとよかったのかもしれないよな。確かに挫折を乗り越えることも大切だけどね。それ以上に一人で抱え込まないことも大切よね。まあな、難しいところだけどな。でも、どんな理由があっても、他人を殺して自分の地位を回復させるだなんて、言語道断だわね。それは間違いないな。殺人は絶対にダメだ。12個目、甲府市放火少年事件。それで誰なの？そんなひどい事件を起こす人は、犯人の名前は遠藤裕樹。彼は山梨県中央市にある一軒家で、両親のもとに一人息子として生まれた。普通の家庭で育ったのかしら？彼の両親については、後で話すぜ。彼は中学1年生の頃にソフトテニス部に入部したが、ある日顧問の先生から何らかの理由で叱責を受け、すぐに退部することになった。どんな怒られ方をしたかはわからないけど、辞めるなんてもったいないわ。それから遠藤は卒業までの間、ずっと不登校気味になってしまうんだ。
中学校はちゃんと無事に卒業できたの？まあ義務教育だからな。その後は県内の定時制の高校に入学し、そこでは毎日真面目に通っていたらしい。ちゃんと心を入れ替えて学校へ行っていたのね。ただ、高校に入ってから妙に言動の素行がおかしくなっていったんだ。そうなの？一体どうしたのかしら？いくつか例を挙げて説明すると、いきなりお腹を抱えて笑い出したり、一人で笑みを浮かべながらブツブツ話していたりだな。どうして彼は急に笑い出したの？その時に当時の同級生が尋ねたんだが、本人は思い出し笑いとだけ答えたようだ。急に笑い出すのは確かに奇妙ね。それに学園祭実行委員の集まりでは、発言することなく一人で黙々と折り紙を折っていたとのことだ。折り紙が学園祭の準備に必要だった可能性も考えられるけど、遠藤はコミュニケーションを取るのが苦手だったのかしら？かもしれないな。同級生と話すより、先生と話すことが多かったらしいぜ。休み時間も基本一人でポケモンのゲームをして遊んでいたみたいだな。その反面、彼は毎日学校へ通い、授業を真面目に受けていたところもあった。ただ成績はいつも赤点ギリギリだったようだ。成績はあまり良くなかったのね。ざっと遠藤の人物像を解説したところで、次に彼の両親について説明していくぜ。頼んだわ。まず、遠藤の父親は電線工事関係の仕事をしていたぜ。しかしそんな中、資材置き場にあった、家庭用給湯器を2台盗むという窃盗事件を起こしてしまう。犯罪を犯してしまったのね。その後どうなったの？当然これは発覚し、父親は逮捕され、両親は離婚。母親は遠藤を連れて家を出たんだ。親の犯罪は、子供にとってはかなり大きなダメージになるわね。これが影響を受けたのかはわからないが、後に遠藤も友人の家に遊びに行った際、ゲームのカセットを盗んでしまうんだ。なんてことを。まさか、遠藤も一度逮捕されるの？いや、相手が大ごとにしなかったからよかったが、このことは母親の耳に入ったようだな。それなら遠藤は、母親に厳しく注意を受けたんじゃないの？それがこの母親は遠藤のことを溺愛していて、彼の言うことは絶対といった考えを持っていた。おそらく遠藤は罪を否認しており、その発言を鵜呑みにする節もあったようだぜ。そうなのね。随分と過保護な母親な感じね。彼が罪を認めない以上は本当に盗みだったかははっきりしないが、同級生の話によると、18時から19時までは、遠藤のスマートフォンは母親からの着信履歴でいっぱいだったそうだ。あまり過保護すぎるのも良くないわ。それで、遠藤はどうしてひどい事件を起こしてしまうの？きっかけとなったのが、ある一人の女子生徒だったんだ。彼女は遠藤と同じ高校に通っていたんだが、やがてこの女子生徒に遠藤は好意を寄せることになる。好意を持つこと自体は悪くないけど、この気持ちが大きくなってしまうのも考えものよね。ああ、その女子生徒は井上さんというのだが、井上さんは高校では将棋部や演劇部など、多種多様な活動を一生懸命頑張るような生徒だったんだ。かなり努力家な生徒さんだったのね。年頃の男性なら好意を持ってもおかしくないわ。また、彼女の普段の性格は真面目で努力家。勉強も得意だった上に、生徒会役員も務めていた。周りの同級生からも、だいぶ慕われてたんじゃない？ああ、井上さんは交友関係も広かったそうだからな。そんな井上さんに遠藤は一方的な恋心を抱き、彼女と同じ将棋部に所属し、さらには生徒会長にも立候補したぜ。まあ話の流れから見て、すべて井上さんに近づくことが目的なんだろうけど、彼は生徒会長になれたの？ああ、生徒会長は他に誰も候補者がいなかったため、必然的に生徒会長になったそうだ。そうだったのね。それで、生徒会長になった遠藤に何か変化はあったのかしら？それが、彼はその直後から極度に見た目を気にするようになったみたいだ。きっと、井上さんに一目置かれたくて気にするようになったのね。そんな感じだな。まず髪型を2ブロックにして、ワックスで髪をセットしたり、眉毛を整えたりしたそうだぜ。いい印象を持って欲しかったのね。当の井上さんは何か反応したの？彼女は遠藤の髪型をかっこいいと褒めたそうだ。しかし、それだけであって井上さん自身は遠藤に対し、特別な感情は一切なかった。もしかしたら遠藤は、井上さんに髪型を褒められてから、何か勘違いした部分があったのかもしれないな。それで、二人はその後どんな関係になってしまうの？遠藤が井上さんにアプローチを続け、交際を申し込んだのだが、断られてしまう。ただ、それでも遠藤は井上さんへの恋心を捨てきれずにいた。この後の話の流れは大体想像つくけど、諦めきれない遠藤はどんな行動に出たのかしら？彼は交際を断られてからも、井上さんにアプリなどを通じてメッセージを送っていたんだが、彼女はそれを迷惑に思い、アプリをブロックしてしまうんだ。
好意を持っていた女性から拒絶されて、遠藤はショックを受けたかもしれないわね。そうだな。それに気づいた遠藤は、井上さんから裏切られたのではないか。という錯覚にとらわれ、ストーカーまがいの行為を取り始めた。こうして事件のきっかけが生まれるのね。井上さんは、遠藤から受けているストーカー行為を、周囲の友人などに相談していたようだ。時には彼女の家に、ティファニーのブランド物を勝手に送りつけるという、ありがた迷惑な行為も行っていたんだ。そんなことをしても、井上さんには何も響かないのにね。ああ、響かないどころか、逆にもっと遠ざかっていくぜ。恋がうまくいかない遠藤は、ある日こんな考えを持ち始めたんだ。何を考えたの？井上さんの自宅に侵入して、もし見つかったら全員を殺害しよう、とな。めちゃくちゃ恐ろしいことを考えるじゃないの。完全な逆恨みだぜ。当時井上さんは4人家族で、両親と本人に加えて妹がいたそうだ。父親は土木関係の会社で働くサラリーマン。母は介護の仕事をしながら自治会の組合長を務めていた。井上さんの活動的な性格は、お母さんに似たのかもしれないわね。母親も、未成年の娘2人がいるからと、まだまだ頑張るつもりでいたらしい。一家は休日になると、家族4人で出かけるなどしてとても仲が良かったそうだ。そんな仲のいい家族が、完全な異常人間に命を狙われているなんて、思いもしなかったでしょうね。実際に両親は2人の娘を溺愛していたからな。遠藤は、そんな井上さん一家をよそに、着々と殺害計画を立てていく。一体どんな計画を立てたの？計画自体は至って単純かつ残忍なものだ。遠藤の考えでは、まず井上さんの家に侵入し、刃物で家族全員を殺害した後、火を放って放火するというもの。その計画を実行するために、彼は複数の刃物と灯油を入れた缶を用意した。そして、2021年10月12日、遠藤はついに実行に移すんだ。どうしてそこまでひどい心を持ってしまったのかしらね。事件当日の深夜、刃物と灯油を手にした遠藤は、そのまま井上さん宅に侵入した。遠藤はどうやって井上さん宅に侵入したの？それに関しては情報がなかったぜ。そして片手に刃物を持って、1階にある寝室で就寝中の井上さんの父親に襲いかかり、刃物で体を10箇所以上刺した。なんてことをしたの？それで、お父さんはもう亡くなってしまったの？残念ながら亡くなってしまった。次に遠藤に狙われたのは母親だ。ただ母親は、父親が襲われる音を聞いて目を覚ましているんだ。彼女は刃物を握っている遠藤の姿を見て、恐怖のあまり叫び声を上げた。かなり壮絶な現場だったのね。だが遠藤は、そんな母親をものともせず刺殺。そんな折、2階で就寝中だった井上さんの妹は物音に気づき目を覚ました。様子を確認するために1階に降りた妹だったが、この時は両親が殺害されたという認識はできず、刃物を持った不審者がいることを理解するんだ。妹さん、どうか逃げて。遠藤と遭遇してしまった妹は、慌てて2階に逃げようとした。そんな妹を、遠藤は背後から鈍器のようなもので殴打し、怪我を負わせるんだ。ということは、妹さんまで命を奪われてしまったの？いや、その衝撃は致命傷にはならなかったんだ。不幸中の幸いね。それで妹さんは無事に逃げられたのかしら？ああ、痛みに耐えながら必死に2階に駆け上がり、お姉さんと一緒になんとかベランダから外に逃げ切ることができたそうだ。命が助かって本当に良かったわ。それにしても2階のベランダからって、よほど必死だったのね。本当の標的だった井上さんに逃げられたものの、それ以上後を追うことはなく、彼女の家に残ったんだ。計画では家に火をつけるとのことだったけど、その後は本当に放火してしまったの。ああ、遠藤はガソリンに火をつけ、井上さんの家を燃やしたんだ。火は一気に燃え上がり、その直後に遠藤はすぐ、家から逃走したんだ。それで、そのまま遠藤は逃げてしまったのかしら。まず、先に家から出た井上さんが午前3時45分頃に、不審者に入られたと警察に通報している。その時は、まだ遠藤が犯人だと気づいていなかったようだな。妹さんも一緒にいるのよね？ああ、井上さんが通報した後、警察が現場に駆けつけてきたが、その時にはすでに火が燃え広がっており、家は1階の骨組みだけを残して全焼。誰も火に近づけない状態だったんだが、午前7時頃にようやく消し止められたんだ。両親の遺体まで全部焼けてしまったの？おそらく火による影響もあったと思うが、焼け跡から両親の遺体は発見されているぜ。遺体から刺し傷が発見されたことから、警察はこの事件を放火殺人事件と断定したというわけだ。早速、警察は遠藤が起こしたこの事件の捜査本部を設置した。そういえば遠の本人は逃げたのよね？警察は彼を捕まえることができたのかしら？
井上さんの家の近くには防犯カメラが設置されていたんだが、そのカメラの映像を確認した後、沿道を特定できたようだぜ。よかったわ。あとは彼を捕まえるだけね。そうだな。ただ事件発生から約15時間後の夕方頃、沿道本人が山梨県内の身延町にある駐在所に自ら出頭したらしく、追跡はすぐに終了することになったぜ。沿道は現場から逃走したけど、結局自分から出頭したのね。沿道が出頭した駐在所は、事件現場から約30キロほど離れたところにあったようで、最初に彼が訪ねた時は誰もいなかったらしい。ちょうど警察官は全員パトロールに行っていたんだろうな。警察官が不在だったってことは、もしかしてまた逃げたの？いや、沿道は駐在所に備え付けられてあった電話機で、泣きながら人を殺したと自供したぜ。この電話がきっかけで、駐在所へ向かった警察によって身柄を確保されることになった。どうして命を奪うことを考えてしまうのかしら、理解できないわ。この時、沿道は指を怪我しており、顔半分に火傷を負っていたとの情報もある。そんな怪我まで負って、自分の人生を台無しにすることをしたくないわね。それで、逮捕後に沿道はなんて言ってたの？取り調べにおいて、犯行動機に加えて犯行当時の様子を自供したんだ。その後、警察によって井上さんの妹に傷害を負わせた罪で逮捕された。この時は殺人罪には問われなかったのね。ああ、ただ翌年の2022年4月8日に、甲府地検が傷害罪に加えて住居侵入、殺人や現像建造物等放火の計4つの罪で起訴している。さらに、この事件は極めて残忍かつ悪質ということで、犯人の沿道が未成年にもかかわらず、実名報道されることとなったぜ。確か未成年だと、少年法に守られて名前は明かされないのよね。でもこの事件はものすごくひどいものね。異例とはいえ、名前を知らせて正解だったと思うわ。そうだな。というのも、2021年5月21日に少年法が改正されたんだ。沿道が起訴される1週間前から改正後の少年法が施行されて、特定少年として18歳と19歳の犯罪者に対しては、起訴後に実名公表ができるようになったんだ。そっか。それなら少年法とは関係なかったかもね。甲府地検は名前を公表した理由として、重大事案であり、地域社会に与える影響も深刻だと説明したぜ。13個目、春日井市ラーメン店襲撃事件。まずは事件が発生した2015年9月24日の時点に遡るとするぜ。その日は何曜日だったの？2015年9月24日は木曜日だったんだが、9月19日の土曜日、翌20日の日曜日、21日敬老の日、22日国民の休日、23日秋分の日という5連休の翌日だったんだぜ。ん？国民の休日ってなんだっけ？国民の休日は、2つの祝日に挟まれる平日が休みになった時の名称だ。とはいえ今の法律だと、この国民の休日は、敬老の日が9月の21日、秋分の日が9月23日になる時にしか出現しないんだ。なるほどね。ということは、2015年はそれが出現した年だったわけ？そういうことだ。ちなみに次に出現するのは2026年と2032年だぜ。話を戻すと2015年の8月初旬は、名古屋市で最高気温38度を記録するなどの猛暑で、事件が発生した9月末頃もまだ最高気温は30度前後だった。この9月24日は朝から雨のぱらつく天気で、最高気温22度と急に冷え込んだ日だったんだぜ。9月24日の朝7時頃、愛知県春日井市高山町2丁目のラーメン店、馬屋ラーメン春日井朝宮店に、食材の配達に訪れた配送業者の男性が、店内で倒れている男性2人を発見、110番と119番通報したんだ。朝7時過ぎといえば、もう人通りも多い時間よね？そうだな。すぐに警察が駆けつけ、倒れていた男性2人は救急搬送されたんだが、そのうちの1人である35歳の王さんは、頭蓋骨を骨折しており、搬送後40分ほどで死亡が確認されたんだ。もう1人の店員さんは？倒れていたもう1人の39歳の店員は、顔面骨折などでこちらも重傷を負っていたんだが、命には別状なかったらしい。2人が搬送された後、愛知県警が店内を調べたところ、亡くなった王さんが倒れていたのは店内の倉庫スペースで、そこに置かれていた金庫が荒らされており、売上金約250万円が消えていたことから、直ちに強盗殺人事件として捜査を開始したんだ。そういえば、午前7時過ぎに、被害者の2人は発見されたってことだったけど、そんな早朝から営業しているラーメン店だったの？いや、この春日井朝宮店の事件当時の営業時間は、午前11時30分から午前4時までだったそうなんだ。
その後の捜査で24日の午前5時頃、つまり閉店後1時間ほど経った頃に、店員が店のオーナーにメールで売上金の報告をしていることが確認されている。ということは、犯行時間はその後から、配達業者の男性が2人を発見するまでの、約2時間ちょっとの間なのね。そういうことになるな。ちなみにこのラーメン店の駐車場の隅には、名鉄バスのバス停もあるし、交通量も多い交差点だから、人目につかない方がむしろ難しい場所と言えるんだぜ。そんな交通量の多い場所で、随分大胆な犯行がなされたのね。ああ。しかも現場の状況から、犯人は襲った店員から金庫の鍵を奪っていたことも判明。さらに金庫の下の段の売上金250万円が奪われていたんだが、犯人は上の段に保管されていた、お釣り用の少額の現金も奪っていたことが分かったんだ。普通は250万を奪ったらそれで済みそうなのに、そこまでくまなく探すってことは、お釣り用の現金が保管されていることも、知っている人間の犯行なのかしら？警察も内部事情に詳しい者の犯行とみて、関係者から事情聴取を開始したそうだ。その結果、捜査線上に浮かんだのが、当時27歳の M という男だったんだ。どんな男なのかしら？ M は大阪府岸和田市出身で、事件当時は愛知県小牧市在住。現場となった馬屋ラーメンには2009年から勤め始め、2010年4月8日に春日井麻宮店が新規開店すると同時に、そちらで働き始めたらしいぜ。しかし、2015年8月末で店を退職していたそうなんだ。新規オープンから5年ほど働いているなら、お店の内部事情には精通しているはずだものね。当時公開されていた Facebook では、2010年2月に結婚したという妻とのツーショット写真も、数多く載せられていたらしいんだけどな。それで愛知県警はどうしたの？関係者から順次話を聞いていった中で、M の事件当日のアリバイの説明が曖昧だったことから、9月27日、当時出身地である大阪に戻っていた M を訪ね、約10時間にわたり、任意で事情聴取を行ったそうなんだ。そこでの供述内容にも曖昧な部分があったことなどから、愛知県警は M を事件の所轄である春日井署に移動させ、休憩を挟みながら28日午前4時前から、約16時間にわたり事情聴取を続けたぜ。随分長時間にわたる事情聴取だけど、愛知県警としては、M から事情を引き出したかったのかしら？多分な。しかし、28日の午後8時頃になって、M が帰りたいと言い出し、署員の制止を振り切って警察署の外に出たみたいだ。それでどうしたの？慌てた署員が一人、M に張り付く形で追いかけたんだが、任意聴取の際には携帯電話の所持が禁止されているとのことで、途中で他の署員に助けを求めることができなかったそうだ。一方 M はサンダル履きのまま、春日井署から約6時間をかけて名古屋市厚田区まで移動。29日の午前2時近くになった頃、名鉄神宮前駅付近で M が突然走り出し、署員はその姿を見失ったらしいんだ。それじゃあ、そこからは電車で逃走したの？それがそうじゃないんだぜ。そもそも神宮前駅に着いた午前2時には、当然電車は動いていない。後に M が供述したところによると、M は署員を撒いた後、そのまま岐阜県大垣市の JR 大垣駅まで徒歩で移動したらしいんだ。徒歩で？いくら電車が動いていない時間とはいえ、約40キロもあるのに、少しでも早く、少しでも遠くに逃げたかったんだろうな。一方、M の行方を見失った愛知県警は、懸命に捜索したものの発見に至らず、午後3時過ぎには強盗殺人容疑で M の逮捕状を請求する方針を固め、午後5時前に全国指名手配に踏み切った。あ、そのニュース、テレビで見たことあるかも。ああいう指名手配写真は、スナップ写真とか最近だと SNS の投稿写真が多いけど、このケースでは愛知県警が提供した、M の写真が使われていたから印象的だったわ。あの写真がいつ愛知県警によって撮影されたのかはわからないが、正面、横、全身の写真が揃っていたことから、英語で言うところのマグショット、つまり警察などの法的執行機関が罪を犯した人物特定のために、撮った写真みたいだと当時は話題になったんだぜ。確かに当日手配された服装は、黒い色無地半袖 T シャツに黒の七分丈ズボン、青色サンダルで、写真とは全く異なっていたし、いつの写真か不思議といえば不思議だけどね。こうして顔写真も実名も明かされて全国指名手配になっていた頃、M 本人は東海道本線で JR 大垣駅から JR 大阪駅まで移動。大阪駅からは再び徒歩で岸和田氏の実家まで移動したそうだ。大垣から大阪駅まで電車移動したのはまあ理解できるわ。米原まで行けば新快速に乗れるし、わざわざ岐阜羽島駅から新幹線を利用するのも面倒だし、
だけど大阪駅から岸和田までも徒歩で？大阪駅と M の実家のある岸和田までは約30キロ。大垣から大阪駅までの電車移動の間は休めていたとしても、前日の春日井から大垣までの移動を合わせると、およそ70キロ以上を一昼夜の間に歩いている形になるからな。そして愛知県警も、M が大阪に向かう可能性が高いことは把握していた。逮捕状が出たことを受けて行われた、大阪府内の M の親族の捜索では、M のバッグに入った現金約195万円も押収されているんだ。そして265人体制で M の行方を追っていた愛知県警は、29日の午後10時過ぎに岸和田市内の実家の庭先に、潜んでいた M を発見、逮捕に至ったんだぜ。逮捕後、M は事件について何と供述したの？強盗や殺人といった容疑については認めたぜ。まあ否定したところで、その後の捜査により、事件現場近くからは凶器とみられる金属製の棒や、被害者の財布とかも見つかっていたからな。見つかっているならば認めるしかないわよね。実は M の身柄が確保される前、ラーメン店のオーナーが取材に応じているんだ。このオーナーは M について尋ねられると、M は真面目な態度を見せていた。白黒はっきりつけて、一刻も早く全てを明らかにしてほしい、と話していたそうだ。おっしゃる通りね。それで M はいつ頃裁判にかけられたの？初公判は名古屋地裁で2017年1月23日に開かれたんだ。事件発生が2015年9月でしょ？いくら途中で一時的に逃亡されたとはいえ、逮捕も早かったのに、初公判まで約1年4ヶ月かかったのね。そうだな。そしてこの公判で焦点となったのは、M に殺意があったかなかったか、という点だったんだ。M の弁護側は冒頭陳述で、M はラーメン店運営会社に対し、自身に過酷な労働を強いて利益を上げていたと怒りを持ち、嫌がらせをしようとして店に押し入ったと、動機を述べたんだ。怒りを持ちって言ったって、確か犯行の前月末で退職してるわけでしょ？今さら失うものはないんだから、本当に過酷な労働だったっていうならば、タイムカードとか証拠を持って、労働基準監督署に訴えればよかったんじゃないの？それに凶器に使用した金属棒だって、店内に転がっているようなものじゃないんだから、あらかじめ用意していたと見るのが妥当でしょ。それで嫌がらせレベルで済むはずもないと思うけど、霊夢の言いたいこともわかるが、そのことについて M 側は、中学時代に金属バットで殴られて気絶した。友人の姿を見た経験がある。だから、金属の棒で殴れば店員を気絶させることができると考えたが、亡くなるとは思っていなかった、と主張したぜ。そのため訴状にある罪状の、強盗殺人、強盗殺人未遂、建造物侵入ではなく、強盗致死、強盗致傷罪の適用を求めたんだ。いやいやいや、変でしょ？店に対する嫌がらせで、かつての同僚の店員さんを殴って気絶させるって意味がわからないし、それが成立するのなら、以前刃物で刺されて怪我した人を見たから、脅すために刃物で刺したけど、まさか死ぬとは思ってなかった。って理屈が通るじゃないのよ。だよな。それに対し検察側は、ラーメン店を犯行の前月末で退職した後の M は、収入が途絶えて困窮し、売上金を奪うため、殺害しなければならない事情があった、と指摘したんだ。ん？でも退職して実質1ヶ月ないでしょ？そんな急に人を殺してでも金を。ってなるのかな？ M の家計がどうなっていたかはわからないが、事件直後まで公開されていた Facebook を見た人たちからは、M の投稿はほとんどパチスロに関するものだったという人もいる。一方で M の逮捕直後に明らかになった事実もある。M は事件を起こす5日前、つまり5連休初日の19日に、大阪府岸和田市内に住む祖父母の家を十数年ぶりに訪れて、岸和田だんじり祭りを見物したそうなんだ。え、それじゃあ、そのわずか10日後に再び訪れた祖父母の家で逮捕されたってこと？そういうことになるな。しかもその十数年ぶりの訪問時、M は妻と二人の子供を連れていた。久しぶりに会った祖父母には、妻とは愛知県で知り合った、と馴れ初めを説明していたそうなんだ。実は、M の両親は M が中学生の頃に離婚している。その後は母親に育てられていたそうだが、高校には進学せず各地を転々としていたらしいんだ。そんな複雑な家庭事情があったとしても、少なくともラーメン店には5年勤めて、守るべく家族も持ったんでしょ。それでどうしてあんな事件を起こすのよ？本当にな。その祖父は M が帰郷してきた時の様子を、金に困っている様子もなく、幸せそうな家族だと思った、と話していたんだ。久しぶりに会った孫が家庭を持って幸せになっている。そりゃ嬉しかっただろう。それがわずか10日後、大阪府外に住む M の父親から連絡があり、事件に関わっている可能性があると知らされたんだからな。取材陣には声を震わせながら、本当に信じられない。
被害者の方には本当に申し訳ない、と語っていたそうだ。たく、誰も彼も不幸にしてるじゃないの。しかも検察の主張では、M は事件直後、店に押し入ったことを妻に告白している。警察から事情聴取を求められた時には、奪った金の保管場所を移すよう妻に指示しており、実際に妻が金を移動させていたということなんだ。それが大阪府内の親族の家で発見された、と報道された195万ってことね。ああ。しかし続く2月13日の論告で検察側は、M が鉄筋を使い、被害者二人の頭を集中的に殴打し、死ぬ危険性が高い行為と M が認識し、殺意を持っていたことは明らか、とした上でさらに、強盗をやり遂げ、さらに自分が犯人とバレないためにも、M の顔を知っている元同僚らを殺害し、口封じする必要があった、と主張し、無期懲役を求刑したんだ。それに対して M 側はなんと弁論したの？鉄筋で殴ったのは気絶させるためで、M と被害者らとの関係は良好で、殺害の動機はなく、殺意がなかったことは明らか、と主張し、過酷な労働を強いた会社への怒りが犯行のきっかけで、M には同情の余地がある、犯行も行き当たりばったりだった、として有期刑相当と主張したんだ。つまり計画性もないし、無期懲役は重すぎるってことね。裁判員裁判の第一審名古屋地裁の裁判長は、迎えた2017年2月17日の判決で、M が凶器として用いたのは、長さ約50センチ、重さ約 2.5 キロもある硬い棒であり、それで頭を殴ったことから、人が死ぬ危険性の高い行為だと認識し、殺意があった、として M の殺意はなかったという主張を否定したぜ。また M の会社への不満が動機という主張に対しては、会社への不満と元同僚を襲うという行為は、あまりにもかけ離れている、と、そこに因果関係はないとこちらも否定。さらに、強盗事件を起こす前に従業員の殺害まで、計画していたわけではないが、顔を隠す準備をして営業終了後に強盗に入っていることからも、一定の計画性が認められる、売上金の保管状況など、ラーメン店に勤務していた時に知っていた情報を、犯行に利用した点も非難に値する行為だ。一人の生命を奪い、もう一人は以前の日常生活を送れないようにした結果は誠に重大で、奪った現金も高額、と断罪し、求刑通りの無期懲役を言い渡したんだぜ。それに対して M 側は、一旦は控訴したものの、最終的には控訴を取り下げたため、第一審の無期懲役が確定したんだ。そういえば冒頭でマリサが元従業員による、商店への強盗事件に触れていたけど、この春日井ラーメン店員刺傷事件以外だと、例えばどんな事件が起きているのかしら？そうだな。例えば2021年に死刑が確定した、伊藤氏干物店強盗殺人事件、なんかが該当するな。死刑が確定している事件なの？ああ、この事件が発覚したのは2012年12月19日のことなんだが、静岡県伊東市にあった88干物センター、という天日干しの干物の生産直売をしていた店の従業員が、午前8時30分過ぎに出勤してきて、鍵がかかっていなかったドアから店内に入ったところ、店内に設置してあったプレハブ型冷凍庫の扉の前が、干し網や机などがバリケードのように置かれて、内側から開けられないようになっているのを発見。そこでこれらを取り除いて扉を開けてみたところ、冷凍庫の中で血まみれで倒れている、女性社長と男性の常務を見つけたんだ。冷凍庫の中で？電源は入っていたの？その後の捜査で、女性社長は首を3度切りつけられており、男性常務の方も胸と首に傷を負い、その二人をマイナス40度の冷凍庫に閉じ込めることで、出血性ショックで死に至らしめたということが判明したんだ。ま、マイナス40度、さらに多数の血の跡が残されていた店内には、空っぽのバッグやポーチ、書類ケースなどがゴミ箱に入れられて放置されている一方で、売上金やお釣り用の現金約32万円がなくなっていることが分かったんだ。つまり強盗殺人事件ということね。ああ、被害者の女性社長は、前日の18日午後6時頃に電話したことが確認されている。その後、午後7時に予約していた動物病院に現れなかったことから、静岡県警は、犯行はその間に行われたとみて、捜査を開始したぜ。そこで捜査線に浮上したのが、この干物店の元従業員である H という男だったんだ。どういう男なの？ H は事件当時60歳。かつて現場となった八八干物センターに勤めていたが、女性社長に20万円の借金をしたまま退職し、返済しなかったんだ。また、退職時の失業手当給付のための手続きをめぐっても、女性社長と揉め事を起こし、警察が呼ばれる騒ぎにまで発展していた。その後も干物店が原材料の産地を偽装したり、ラベルの貼り替えをしているなどと、
警察や保健所に虚偽の事実を告げ、保健所の調査が入る事態まで引き起こしているんだ。その一方、事件当時は共働きの妻の分と足しても、貯金が6万円程度しかなく、消費者金融や親族から、そして事件当時の勤め先の社長や、闇金などから約250万円以上もの借金をしていたんだぜ。つまり相当金に困っていたということね。ああ、そして第一審の静岡地裁沼津支部の裁判で検察側は、事件発生時刻に現場近くで H の車が目撃されていることや、当日 H が着ていた服や乗っていた車から、女性社長のものとされる血痕が見つかっていたこと、また、金に困っていた H が事件直後に、紐の点から奪われたほぼ同額の金を持っていたこと。さらに、その時 H が預金した500円硬貨計100枚、および100円硬貨計600枚は、女性社長が事件当日に男性常務に、銀行で両替させた硬貨の棒金と考えて、差し支えないものと主張した。ちなみに当初事件の日は紐の点に行っていない、と供述していた H だが、現場付近を走る H の車を映したカメラ映像を、検察側が証拠として開示すると、事件の日に現場に行ったが、二人が冷凍庫の前に血まみれで座っていたのを、見て怖くなって逃げた、と供述を変えたんだ。また、冷凍庫の内側に死ぬ直前まで、なんとか助かろうと女性社長が必死にあがいた、血の跡が数多く残っていたことなどから、自己中心的で身勝手な犯行であり、強い非難に値するとして死刑を求刑したぜ。それで、第一審の裁判員裁判では、H に死刑判決を下したが、H は控訴した。しかし続く第二審の東京高裁も、奪われた金の総額など細かなところは、第一審の認定に誤りがあるとしたものの、H が事件当日、紐の店に立ち寄って、被害者らが強盗被害に遭ったと思ってパニックになり、そのまま通報もせず逃げたこと。その上、H が以前からコツコツ貯めていた硬貨貯金を、そのままにしておくと自分が犯人と疑われると思った。という理由で、急いで ATM に預けに行ったという説明などは、信用性がないとしたぜ。弁護側による、第一審の認定した事情を前提としても死刑は不当に重すぎる。という主張も、被害者2名を致命傷となりうるところを狙って、複数回にわたり刃物で切りつけたこと。被害者らは致命的な重傷を負い、死を意識しつつ冷凍庫から脱出しようと必死にあがいたものの、叶うことなく計り知れない苦痛や恐怖、絶望等を感じる中で絶命したものと推認される。冷酷非道で残虐な犯行であり、死刑はやむを得ないとして、被告側控訴棄却で死刑判決指示となったんだ。確かに裁判所の言う通りだと思うんだけど、当然上告したのよね。ああ。しかし2021年1月28日、最高裁第一小法廷は裁判官5人全員一致の意見として、金銭目的で以前の勤務先だった店の社長ら、何の落ち度もない二人の生命を奪ったという結果は極めて重大、として上告を棄却し、死刑が確定したんだ。その後はどうなったの？現場の状況などから、死刑囚の単独犯とした確定判決には疑問が残り、事件は死刑囚以外の複数犯によって実行された可能性があるとして、無罪を主張し、静岡地裁沼津支部に、再審請求している最中だぜ。最初に紹介した、春日井ラーメン店員死傷事件も、伊藤氏紐の店強盗殺人事件も、どちらも被害者たちはかつて共に働いた相手に暴力を振るわれ、無残にも命を奪われているぜ。そうね、被害者の人たちは、犯人をかつては同僚として信頼していたと考えると、その裏切りが許せない気にもなるわ。ああ、しかもかつての職場で見聞きしたことを悪用し、自分の金銭欲を満たそうとしたという、非常に自分勝手な理由だしな。命は戻ってこないのだから、せめても法の下で公明正大な罪への償いが課せられることを、願わずにはいられないわね。そうだな。さて、というわけで今回は、春日井市ラーメン店員死傷事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。